どうもー高田健史くでですすすよろししお願いまちょっと魚のねパソコンがなんか調子が悪いらしいのでそれを待ってる感じですなのでちょっと画面と音声は全部切ってますまあズームには入ってるのでね全部切った状態で。 ちょっと雑談でもしよううかなということいこででもさこれね今さ他の人の画面多分他の人は放送開始してないと思うんだけど他の人の画面ではさ俺がめちゃくちゃ喋ってる表情の様子がおそらくズームの画面上から映し出されてるんですよ他の人もズーム入ってるからねで俺音声と映像聞いてるからみんなに見えないじゃないですか今あの参加してる人たちはヒヤヒヤしてるだろうねあれ 高田こいつ放送開始してそうだな映ってんじゃねえかっつってだって俺の顔は今ズーム上で他の人たちには届いてるからもしかしたらめちゃくちゃヒヤヒヤしてる可能性あれこいつやってるぞ多分放送こいつしゃ,しゃべってんぞみたいななってるかもしんないですねもしかしたらだけどまあでもやってる人はやってると思うからわかんないけど はあ、もしかしてだけどもしあのさ明日かからマスクしなくていいんですかあのー、高田村ってあの半枠半幕でやってるんですけどうとうとう高田村に国が追いついたのかなっていう明日からマスクっててしなくていいのあじゃあとうとう国があの高田村に追いついたのか。 あの高田村って半枠半マスク団体の人たちが集まってやるアモングアスっていうグループで結成されてるからようやく国が高田村に追いついたんだねあ知らなかったですかあ最近から見始めた人たちは知らなかったようですね半枠半マスク 楽しそうでしょなんかそのあのー、マスクをするぜの人たちは何と戦ってるんだろうなっていうぐらいツイッターがおもろかったです <laughs> <laughs> 俺前から言ってるけどさそのお来たのかな 魚。いやそうそう花粉症だのちょっと前だったらインフルエンザだのさなんかそのマスクをしていることに対する口実をさつけるためにまあいろんなこと言ってるけどさ言う必要あるあれ。 そ <laughs> <laughs> 言う必要あるなんかマスクつけてるのは別に、あのー、違うんだよそういうことじゃないんだよみたいなことをさずっとあのインフルエンザぐらいの時からずっとやってるけどあれ何のためにやってるんですかあれ <laughs> なんか明日からあのー、マスクは外せうぬかぬんですけど私はあのー、花粉症なのでマスクつけますけどねみたいな。 あののインフルの時もすごいあれ何でやってんのあれ <laughs> そうあ何な, <laughs> な,んなんすかその後何と戦ってんだろうなと思うそのマスク側の人たちはねその誰も俺マスク絶対しない派ですけど誰も花粉症の人にマスク外せなんて別にその何んつうの そういう人たちをあおうすまあなんかそういうちょっと過剰にマスクをするみたいなことをアピールする人を煽るために言う人はいると思いますけどいなくないそんな人 <laughs> 花粉症の人にそ,のそういうことをつぶやいたり発信してるマスクは正当なんだとかって言ってる人を煽り目的で Twitter 上で絡みに行く人とかはいるとは思いますけど別にその人たちはそういうなんか。 過剰反応してる人は煽りたいがためだけで別にそこに意思なんてないじゃないですかマンチみたいなもんですよあれすごいですよねな何と戦ってんだろうなっていうなんかすごい何かと戦ってますよねそのマスクつける派の人たちが今日ツイッター見て何かと 何か見えない敵と戦ってたそう <laughs> いや花粉症だしとか別になんか関係ないしみたいな何と戦ってんだろうっていう別にコロナ禍前の世界に戻ると考えればね普通というか別に花粉症の人勝手にマスクつけとけいいじゃんね いやそうそううしたい人勝手すればいいだけの話だからそれをわざわざね外そうっていう人もいるわけではないしね何と戦ってんだろうなといういやそうそうだからこの時期花粉症がひどくてマスクしてた人たちって別に世の中いっぱいいるじゃないですかだからそのマスクうんぬんの話って別に 関係なくないその花粉症でマスクするということとコロナ禍でマスクは外していいっていうことが何でそのまあ <laughs> 説明しても多分分かんないんだろうけど全然関係ないじゃん。別に花粉症だったらマスクしとけばよいいからその花粉症でだからマスク外せないっていうのをコロナ禍がし コロナ禍の件でマスク外していいよの件とは全然違うのにいねだから別にい,いいんだよなんか別にマスクいやそうその説明いるっていう感じそ,そうそう <laughs> いらなくない最近花粉マジひどいよなぐらいの話だったら全然分かるんだけどずいらなくないっていその何ん,んかそのいらなくねっていうその <laughs> 何のためにそんなこと言ってんのっていうのがすごい。 わーってなっちゃうアピがすごいなーってだから別にいらなくないそれにしても本当に花粉しんどいいやだからそういうことじゃないじゃん今そういう話してないけど日本語理解できないんだったらちょっとどうしようもないけど今別にそういう話してるわけじゃないから なないと思っちゃうけどなしたい人はしてしたくない人はしないとあお金あざっすマスクつけてる理由が欲しいのかなわかんないですけど別に花粉症だったらし,し,した方がいいんだとしたらいいじゃないですかね 誰もそれをうわっあいつマスクつけてるなんて思う人いないでしょ <laughs> 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 と思いますけどね <laughs> 案外そう。 案外いそうって思うってことはその感覚があるってこと実は身近に2人いてきついだとするとお前も普通の人じゃないよ正直そんなもんだって半幕的な人たちが周りに2人いるってことでしょ多分あなた自身が別にそこまで普通じゃないからだと思うよ普通いないよ生活してて <laughs> そんな感じの人間関係構築しないから。お願いします。お願いします。すみません。えー、配信開始、ブルースクになりまして、過去最大級に焦りましたが。えー、なんとか普及できました。よろしくお願いいたします。本日も。 えーではですね本日は第15回お魚人狼になりましてえー結構ね久しぶりのメンツもいながらもえーそしてですねなんか配信環境が変わったのか角度も映りも変わった人もねいればっていう形なんですけどもえー自己紹介ねたっぷり楽しんでいただきたいと思いますではまずはトップバター高田健二さんからお願いいたしますはいよろしくお願いします高田ですミュウイと。 特にに挨拶でででで話すすすすこと決めててなかったので次のの次太太太郎郎郎さんん回ししします <laughs> ままそれでははきまして2番くお願いします、はいゲーム実況者の慎太郎です最近悩みがあって僕今まで花粉症とかあんまり縁がないというか。 あんまりかかってこなかったんですけど、最近その。そう、あの風呂から上がって、タオルで体を拭くたびに、くしゃみが止まらなくなるんですよね。外で起こしてるタオルに花粉がついてて。<laughs> あのー、それがもう、体を拭くと、鼻に入ってきて、今日それでも、10分ぐらい、くしゃみ止まらなくなっちゃって。もう毎回、つらいです。誰か、助けてください。お願いします。<laughs> <laughs> おめでとうございます。<laughs> おめでとうございます。苦戦ですか。 僕カウンションだったことないでわかんないですよ。カウンションの方、えー、多分たくさんいらっしゃると思うんで聞くといいかもしれないですね。いではいどうよろしくお願いします。では続きまして三番カラスマさんお願いします。はいよろしくお願いします。カラスマです。まあ今まあ暑いといえば WBC 日本代表の野球なんですけれども、あうん、まあ一番二番三番とまあヌートバーとあと近藤さんでオータニ選手でいて、うん、まあみんな打つんですけど。 まあでもやっぱり自分の中で、しは吉田選手が始まってからすごいいいとこで打つんですよ。昨日の MVP も吉田選手かなと思ったら、まあ、当手の佐々木さんだったんで、ちょっと吉田選手のヒーローインタビュー、今日は楽しみにしてます。なんかコメント、今見たら、ホームラン打った。 めちゃめちゃ気になりますから、狼に集中して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。いやいや <laughs> 全然できてない <laughs> <laughs> はい、お願いいたします。では続きまして、4番、工藤丸さん、お願いします。はい、えー、工藤です。よろしくお願いします。えっ、ー、と、まあ、花粉症の話があったんですけど、まあ、僕、花粉症ではないんですけど、まあ、調べてみると、まあ、厚生労働省の,あの調査によると、 1>, 1年に1%ずつ日本人って花粉症の人口が増えてるらしくて、僕、31なんですけど、生まれた年は全国で15%の人が花粉症だったんですけど、あのもう今45、45%ぐらいの人が花粉症らしくて、先、えー、用が多分ないんですよね、これね。あの結構、来年を怯えて暮らしてままますすすよろしししししくおおお願願願いいいいはます。 では続きまして5番まいまいさんお願いしますはい、えー、皆さんこんばんはまいまいですよろしくお願いしますあのここで話をぶった切るんですがあの次がツナパイさんということで私はあのお魚人狼全体を通じてツナパイさんの一番好きなあのセリフっていうのがありましてえっ、ー、とそれについて話したいと思います、えー、とある時にですねザッポンさんが ちょっっと回線の不調があったんでですよでその時に「あちょっと待っててみんながあじゃあちょっと会話で繋いいどきますか」みたいななった時のスナッパイさんの「あ回線戻ったかな」ってみんなで言って「あ戻ってなさそうだねあちょっとまだ悪いね」って言った時の「ねえタピオカが詰まってミルクティー上がってこない」みたいなっていうのが大好きです今日もよろししくお願いします。<laughs> 半分ぐらい何言ってるか分かん中してから時系列がぐちゃぐちゃすぎて、マジただただスナパイさんの心中をお察ししてるよ、スナパイさんが悪いみたいになってるんイブリッシさんの目が優しく回転サーブですよでは続きまして6番、スナパイさんお願いします。はい、スナパイです。こんばんは。まあ今の自己紹介を受けてなんか カンカンのコンスープに残ったトウモロコシみたいな気持ち悪さを感じているんですけど激出した花粉症の話出てたんですけど僕花粉症になったことないからまだ気持ちわからないですけど工藤くんが今言ってた通り45%がもう花粉症経験者みたいなことやったとしたら 僕もまだギリギリ与党なんで野党にならないように頑張りたいと思いますよろしくお願いします <laughs> いすごいなー <laughs> はい、お願いしますでは、えー、続きましてお久しぶりの登場7番、めいやさんお願いしますはい、えー、ゲーム実況者やってます、めいやと申しますえー、久しぶりにお魚人狼を参加させていただけることになりましてえっと人狼全然本当最近できてなかったんですけれども昨日、あの久しぶりにちょっと9人村 の番組に出させていただいて急に村やってきたんですけれども、ちょっと急に村とやっぱ13人村しかもね、この名だたる人狼勢の方々がいるこの村にちょっと久しぶりで参加するのはちょっと怖いんですけれども、楽しみたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。いや、もう引いたら負けたから、もういつも通りどんどん暴言出していただいて、ね、<laughs> そんな人じゃないよ、<laughs> 人じゃないよ。はい、では続きまして。 8番うんんんささお願いい、しますすははい、どうも皆こにちです、えー、今,今から僕たちは人狼ゲーム、まあね、議論ゲームをやるわけですけど、まあ、人狼ゲームって、まあ、よくね、票取り合戦とも言われるわけですよ。まあ、何を言おうとも票を取ったほうが勝ちだぞという。まあ、なので、こう白い人だったり、まあ、あとね、し城だったり、霊能者だったりに、ね、こ,こびていかなきゃいけないなと思って。 そんな時になんかいい歌を見つけたんですよ。<おー>「<laughs> 僕はこびましたついにこびました」した「別に僕以外みんなやってるし」っていう曲を,をこの間聞いてあこれめっちゃ人狼ゲームに使えるじゃんちょっと。 誰かもこびるとき使おうと思ってよろしくお願いしますはいそれでは続きまして、えー、9番ハイブリッドセンサーお願いします、えー、作曲家やっておりますハイブリッドセンスです今までさん散ん無茶ぶりをされてはきました梅県に えー、まさかボケの説明をさせられることになると思って <laughs> ちょっと説明させていただこうと思うんですが、えー、先日僕ね、えー、とイラストを変えましてその変えたよっていう経緯で曲を作ったのが今梅犬が歌った曲なんですけどもまあちゃんとそっちにネタとして作っているのでその動画を見たら面白いのに今梅犬にあの今後使えないぐらいボコボコに滑らせた。<laughs> <laughs> 動画消します。頑張ります。お願します。はい、お願いいたします。<laughs> では続きまして、10番ざっぽんさん、お願いします。はい、10番ざっぽんです。よろしくお願いします。あの、ちょっと先日ですね。あの、会社で、あの、健康診断がありまして。で、まあ、健康診断で、まあ、ついにちょっと引っかかってしまったんですね。で、まあ、あの、ちょっと、なんだろう。そう、あの、呼び出されて。 で、えー、っと、まあ、その、問診票とかも書くんですけど、そこで、まあ、一応なんか、去年ぐらいから、まあ、1ヶ月に1回ぐらいなんか走ったりとか、そういうことはしてたんで、まあ、そういったことは一応書いてたんですね。週に1回筋トレしてるみたいな感じ書いてたんですけど、まあ、コロナ対策なのか、その、看護師さんのところの窓がなんか開いてて、なんか、もう、絶対走ってないだろうみたいな、なんか、もう悪,悪口がなんか思いっきり聞こえてきてて。 でででで,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 でいやまあ向こうは聞こえてないつもりなんですよでその後僕のところに来た時もすごく丁寧な口調で話されてるんですけど <laughs> まあ全部もう丸聞こえみたいなこ,でこれねこれな、ね、んから何が悲しいかって本当に走ってて本当に切なさ すごい言われようだなってうう思ったんでいいたそうなんですよ。ななんであのまあ人狼ゲームでもね、も、ま、う、あ、ちょっと本当のこと言ってても信じてもらえなかった意味がないので、<laughs> <laughs> その辺頑張っていきたいなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では続きまして11番柴犬さんお願いします。はい、ええー、ジローハズナカエテンで店長してます柴犬と申します。よろしくお願いします。<laughs> いやなんかさっきのザッコンさんの話の健康診断の話はもう耳が痛すぎて俺裏で何言われとんやろうな僕は毎回行くたびに引っかかるので大体不健康って言われる回だと思ってるんですけどこれはもうとうとうですね、はい、なんか引っかかっちゃいけなそうな病気にそろそろ引っかかるんじゃないかとですね、毎回怯えながらあの行くので大体あの電車に行く時にもう気が重すぎてですね。 野生をねって言われるんだろうなーって毎回えー、悲しい思いをしながら言っております。今日も頑張りたいと思います。よろしくお願いします。<laughs> はいよろしくお願いいたします。<laughs> では続きましてジュ番、今木さんお願いします。はいじゃ今今木です。よろしくお願いします。あの本日からあの十三番のケイスケと僕友達なんですけどケイスケが視点配信を始めるということで <laughs> の<う>あの。 そうですねあの、ただちょっと僕の視点から、K、スケ配信に行く人が増えるんじゃないかっておののいてるんで、<laughs> 一応視聴者の皆さんに伝えると、僕、圭佑の僕の視点配信見に来てくれたスケの本名を、をイタ名、練習、あとは中高、大学等々の,あの個人情報はお伝えできるので、スケファンの人はぜひ僕の視点に見に来てください。よろししくお願いします <laughs> <laughs> あの視聴者の取り合いするのでやめて。もらどっちにしろ、後で見に来ることもある、ありますからね。<laughs> はい。はい、ということで、えー、最後十三番圭介さんお願いします。<laughs> はい、十三番の圭介と申します。今日はよろしくお願いします。はい。あの前回の自己紹介で、配信してないけど、あの対抗心から、いろいろと喋ってたみたいなことを言ったんですけど。今回はマジで。マジでやってます。はい、なんで。ぜひ、お暇な方遊びに来ていただければと思います。 であと、今日あの引っ越してあの、初めてのお魚人狼出演で、ちょっと画角とかもしかしたらちょっと変わってるかもしれないんですけど、あの引っ越したばかりであの、親がちょっと家に来てくれてたんですね。で、一緒にちょっとご飯食べに行こうかっ,つって、ご飯食べに行って、でそしたらあの、帰り際に母親が、あの今日頑張ってねって言ってきたんですよ。え、な何がって思って。 あの聞いたら「えっお魚人狼でしょ?」って言われて「なんで知っとんねんお前は」っていう <laughs> あの母にバレてたのであのちょっとねあのちゃんと活躍してあのまあ。 母の顔に泥を塗らないようにしたい。<laughs> <laughs> 浮かばない浮かばない。やりはやりにくいな, <laughs> くいな。えー、よろしくお願いします。はいよろしくお願いいたします。お母さん忖度はしません。<laughs> 前者のお父さんお母様え私が好きに思ってお預かりさせていただいております。ではですね、えー、全員の自己紹介が終わったところで早速、えー、ゲームに入りたいと思うんですけども。 初、えー、注意だけ、えー、させていただきます。えっ、ー、とですね、まず、えー、と今回はルール、えー、ツイッター等で上げているような形で、す、え、で、ー、に SNS 等で、えー、ご視聴いただけますので、そちらの方で概要欄、えー、ルールわからない方はそちらを見てください。ただし、概要欄にですね、あの現場挿し支点載せてありますので、そちらの方を、えー、ご確認いただければ幸いでございます。えー、またですね、えっ、ー、と、視聴者の皆様、 視聴者なの皆様、出演者の皆様なんですけども、えー、夜時間が、えー、最初の夜時間が始まったタイミングでコメントは閉じていただきます。えー、最初の、えー、夜時間でコメントを閉じていただきますので、えー、コメントを見ることが、えー、死亡するまでは見れません。えー、なので、えーっとですね、何か、えー、配信者の皆様の配信でトラブルがあった場合は、 えー、ゲームマスターのコメント、視点までコメントいただければ、えー、対応させていただきますので、えー、そういった形でよろしくお願いいたします。えー、またですね、今回から、えー、役職非公開を同時生配信をさせていただいております。ゲームマスター視点のチャンネルでですね、ゲームマスターのチャンネルで、えー、配信をしておりますので、推理を楽しみたい方はそちらの方でご視聴いただければ幸いでございます。えー、なんですが、 た、えっと、まど、あ、っていうね、あのー、配信を複数同時で見られることができてしまうので、まあ、できればなんですが、えっと、コメントとかで他の視点を見て、まあ、公開状態で見れるので、まあ、それでなんか当てたような感じのコメントするのは控えていただければいいのと、まあ、そういうふうに見えてしまって、ストレスを感じてしまうしような人がいれば、あのー、YouTube のコメントは閉じていただければ、あのー、自分で推理楽しめると思いますんで、まあ、各自で、えー、対処をしていただければ幸いでございます。 はい。そして本日は計2戦を予定しておりますので、えー、2戦で必ず終了させていただきます。よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、早速、ゲームをスタートしてまいりましょう。それでは皆様、恐ろしい夜がやってまいります。おやすみなさいませ。では、ビデオの停止、マイクのミュートお願いいたします。はい。 それではではすね早速、えー、役職配布を皆さん行ってまいりますので、えー、しばらくお待ちくださいしばらくお待ちください頑張ります頑張りますまマッスル宮崎 あのー、健康診断のね話でその出てましたけど人間ドック俺毎年行ってるんですよで去年一昨年三3年前二年前か3年前のえー、人間ドックの時に年3年前かな去年一昨年三3年前か3年前の人間ドックの時に あの骨密度をね測るみたいな機械があるんですよでそれにね腕を入れてでなんか腕をこう入れてなんかレーザーかなんかであのー、骨密度を測りますみたいなやつがあってで腕入れて握ってくださいみたいな握ってちょっと時間待ってでデータが出てくるみたいな。でデータがバーって出てきたあれ <え>みたいな,なんか看護師さん3人ぐらいがザーザーしてその「みたいな「あれ?え」ー、みたいな「う、えー」な何かザーザーザーみたいなで「バグかな?」とか <laughs> 聞こえてきた言葉がまず「バグかな?」っていうのが聞こえてきて <laughs> あのザーザーしだしてね。 えー、みたいなそう数値が出てきた後にであでもこれやっぱ普通じゃないなみたいな感じの <laughs> なんかそういうなんかザーザーしてたの、ね、でただあのちょっともう一回測り直してもらえますかちょっと数値があれなんでおかしいんでみたいなでもう一回測ったんですよでもう一回測って で数字パーって出てきて「あれーやっぱりバッカなー」みたいな「えー、みたいな,なんかザワザワザワってしだしてあ「もうこれでいい」ってなって <laughs> 結局なんか機械の故障ってことになりました <laughs> そのなんか機械の不具合かなーみたいなことになりましたぐらいの数値だったらっぽいですけどそれは本当かどうかは分かりません あのー、機械の故障何つってたかなそう忘れちゃったけど「喫密度の係数」ってこれ前回のこの結果のやつで出てないかな 去年人間ドックやった時骨密度の計測してないんだよなこれが血液であでもなんか数値は載ってるなあん 多分大丈夫だったんじゃないですかね。っていうのはありましたね。人間ドック。あれ、本当や嫌だからなぁ。もう、本当にやらないよね。人間ドック。ま、あ健康診断社会人のサラリーマンの人たちは健康診断かもしれないですけど。人間ドックなぁ。当に。 マジでやなんだよな俺3年前から人間ドック行くたびに毎年肝臓がんを言い渡されるからね <laughs> 3年前の人間ドックで肝臓にこれ腫瘍っぽいものがあるから MRI しようってやって結果腫瘍じゃなかったっていうさ結果腫瘍じゃなかったんですよ3年前の人間ドックでこれ がんかもしれないワンチャンガンかもしれないガンじゃないと思うけどワンチャンがんの可能性があるから MRI をやりましょうつって MRI やってガンじゃなかったですとなんかその影があるで一昨年別の大船に住んでたんで一昨年別のとこで人間ドックしてでそこで人間ドックしたら肝臓に腫瘍みたいなもの <laughs> って言われて。 去年も言われたんですけどって言って「ああじゃあ死亡かな」みたいな感じで「まあ大丈夫でしょ」みたいな。で去年また人間ドックしたらその内視鏡を取ってる時にさ内視鏡でこうツルツルしたなんかジェルみたいの塗られてゴリゴリゴリってやれる内視鏡の検査してくれてる人がさ「これ肝臓が肝臓なんか言われたことないですか?」 言われたああ肝臓あの毎年引っかかりますずっとあのー、2年前 MRI トって大丈夫でしたねみたいな去年もあの人間ドックで言われましたねあーそうなんですねがんにしか見えないですね <laughs> <laughs> あーそうなんですね、まあ、じゃあ大丈夫ですかねこれな,なんかこれで見るとがんにしか見えないですねって言って怖いなーと もうこれは絶対引っか,かりますよ誰が見てもがんにしか見えないですよね <laughs> <laughs> でもね確かね一と年しかなそう3年前は MRI してその翌年の人間ドック別の病院でしたんだけど。 この肝臓は確実にその時女性の先生だったんだけどどこの病院行っても絶対に引っかかるからあの先に言った方がいいですって <laughs> 引っかからない病院がないですと」と肝臓ね間違いなく再検査になるから、あのー、ちゃんとその病院の先生にあの精密検査して大丈夫でしたっていうのを先に伝えとかないと毎回言われるよって言われた。 もう絶対に誰が見ても引っかかるどんなんなんだろうな,なんか影があるらしいんだよねでなんか多分あのねその3年前に行った時に細かく説明されたんだけど肝臓があって運動不足いわゆる生活習慣病のせいで肝臓に脂肪がつくのよでそれ脂肪肝っていうんだけど脂肪肝の状態になってるんだけどちょっとその脂肪のつく位置というか脂肪のつき方が すごいその影ができるというかがんっぽくついてるっていうかそのエコーみたいなので検査するとがんに見えちゃう感じで脂肪がついちゃっててみたいな感じらしいんだよな。来たかどっちこれ役職村 それでは皆様お待たせいたしました。はい、恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました。この時間に現場坂呼ばれなかった方は、能力を持っていない村人となりますのでご注意ください。それでは1番、高田健さんからビデオの開始のみを押して戻ってきてください。2番、慎太郎さん。3番、烏丸さん。4番、工藤丸さん。5番、マイマイさん。6番、スナパイさん。7番、メイさん。8番、梅けんさん。9番、ハイブリッドセンスさん。 10番雑本さん11番柴犬さん12番今木さん13番けいすけさん以上13名生存ですそれでは皆様一1日目の話し合い開始前にマイクのミュート解除マイクのミュート解除をお願いいたしますそれでは9分間の話し合いを開始してくださいどうぞおはようございますおはようございますうん、うん おお<う>。<laughs> このパターン珍しい。なるほどね。まあ、そうですね。霊媒が結構出てみたいなのが多かった。ので、そういう話です。今のは。うん。うん。うん。 作戦、作戦があるんですけどいいですかやりましょう、やりましょう。やりましょう。いいね。あの、初日だけ、初日だけ僕のことを信用してもらって、僕が指定していいですかおお。いいよ、俺は。いいんですかオッありお面白いね。あれ、リパイ出ないんだったら全然いいと思います。じゃあ、にしてかな。本当に受け入れてもらえるんだったら、僕は今日、本当に精査側に回るんで。 知指定しとしいな、でも。がでも一応さ、あまりま僕の心害とかもケアするかなと思ったから。別に心害でも。1指定の方が、し太郎さんの情報が出そうだなって思ってるから。分かりました。ああ、そっかそっかそっか。うん。そうだね。1の方が、いろいろ考えやすそう。2の方が、 ややこしいことになりそうかなって今思ったから。言ってくれた工藤君の印象がいいし。いや、工藤さんのうん、うん、いいよ、人外でもっていうセリフ、めちゃくちゃ強いなって思いました。<laughs> <laughs> なんか、あまり、あとは慎太郎君が強人っぽくはないなっていう感じがするかな。<laughs> ああ、なるほどね。うん、もうすごい単純に考えたら、慎、うん、太郎君と工藤君で、ロうろううそう。っていう感想ぐらいしか、まだ持ってないけど。うん 高野さんはその慎太郎さんに対して、あの、いいよって、会合で本も言ったと思ってるんですけど、はい、それも工藤さんと同じような考え方持ってって感じですか全然人外でもいいと思いますよ。その力、狼、する気ないし、別に。はい、で、慎太郎が指定した先が、狼だったら激強だと思うんで、うん、死ぬ気で狼、うん、適当でもいいから当てればいいかなって思ってます、村田 <laughs> 死ぬ気と適当が。そうそう、適当、まあ、半分適当になると思うから,初日から、正直。まあまあ、そうですね。うん そしたら、慎太郎さんが指定した先がもし霊能使用して対抗なかったら、時のためにその霊能者も一本指定を考えておいてくださいとだけ言っておきますね。お<ー>なんか下りそうなんで。<laughs> <laughs> 何分ぐらいで出すつもり、慎太郎くんはまあいろいろ考慮して2分からん。じゃあ余裕あるんじゃない、うん スケさんって今ど、どういう感情ですかハイブリさんが人間らしいなって、人間らしいって言い方、ちょっとあれなんですけど、なんか、村人絵っぽいっていう拾い方、これ言ってんのかあれなんですけど、村人絵っぽいなっていう拾い方をしてるのと、あと、工藤さんの位置指定に変えてほしいっていう感覚を全く同じこと思ってて、2、えー、はちょっとやめてほしいなと思ってたんで、シンプルにそれを言ったファーストの工藤さんをすごい評価してるんで、まあ、ハイブリさん工藤さんがいいって思ってるのと、あと、メイヤーさんが持った、 あの工藤さんへの視点、もう取り方としてはいいなと思ってて、まあ、議論の序盤に参加されてた方々に今のところ投票するつもりがないというところです。今さんどうですかなんか、圭介と近い感覚は持ってたんですけど、ある程度村の人たちがそれを思ってそうな雰囲気だなと思ってたんで、まあ、人狼でも言えるかなとは思ってます。まあ、別に怪しんででででいいるうわけけはないですけどで プラスでス介のことちょっと表情で硬いなって思ってたからまだ警戒してるっていう感じまあ一応あと追加で拾ってた要素を言うとメーヤさんが最初出てきた時なんかちょっと重いというか雰囲気から議論に入ったら軽くなったなっていう変わり方が何なんだろうなとは思ってました以上です一応言っとくとあの高田さんが出てきた時にすごい顔しながら入ってたのであのちょっと そういうポー,ズをいポーズをしながら出ただけです。すみません。<laughs> ごめんなさい。いやいやこしかったらごめんなさい <laughs>、まあ。僕はそうですね。工藤さんはあのさっきも言った要素で、かなりいいなって僕は思ってるので、初日は釣りたくないなとは思いますね。今んところはまだそのぐらいかな。今木さんとほぼほぼ同じ感覚を持ってますね。けいす介さんがなんかちょっと警戒した方が良さそうだなっていう。 なんだろうこの表面上なんかなめた、なんかペロってなめたような考察がなんか出てきたので、圭佑さんが人狼の場合は、シンプルに村人に対して村人って言ってそうな印象があるから、その3人は僕は僕弾きたいかなあ,あとごめん、雑、え、本、っと、さん、前々さんから菅さんの意見だけ聞きたい。 すけさんの話に追加すると投票する気はないんかアげ足取りになるのかなと思ったんだけど投票する気はないですってそもそも慎太郎さんの指定になるわけだからなんかどういまあ単純な言葉なのかなっていうのと皆さんが言うけいすけさん警戒っていう雰囲気は分かるって感じなのとえっと名優さんのめっちゃ強いと思いましたっていうことだけで全く人間だと思ってないので。 それを取った名屋さんが人間とはならないけど、工藤丸さんがめっちゃ人間、高田さんも人間っぽいって思ってます。以上です。あ、えっと、僕はあんまり <laughs>、分かってなくて、別に、なんか、結構、人狼でも言える発言しか。出てないなっていう感じで、見てたから。別に、なんか、誰が人間っぽいって言ったところは、あ、んまあ、わからないけど、結構、なんか、けいすけさんが、まあ、僕別に、そんな。けいすけさん、そ、そんな、分かってなくて、結構、なんか。 だいぶ警戒されちゃってるなっていう感じが僕僕はなんかあのざっと全体を見た上でそう思ってたって感じです。すいません、あんま進んでないです。同じく進んでないですかね？とまあ、ただ言えることが黒丸さんが白を置かれすぎてるのは若干気になってはいます。別に工藤さんが怪しいとかじゃなくて、なんか初日から結構啓介さんと特になんか印象の差がついちゃってるのはなんか？ここら辺に人がいた時に面倒くさそうだなっていう印象ですかね。 マイマイさんの高田さんがなんか白くなる理由は聞いておきたいかな。ああ先にごめん、慎太郎これって一指定にするの二指定にするの ?1 です。高田さんも久遠丸さんと同じような反応だったと思ってて、いや、人外でも全然いいし、別に人外つる気もないし、みたいな発言から、その発言が人外としての重さを感じないっていうくらいです。いけ、ね、いや、これ違っ <laughs> 言ったら、ごめんなんですけど、雑本さんで。まあ、わか、かきはないです。ああ、あいないや、まあ、なんか。<laughs> まあ、しゃ、しゃあないですね。<laughs> う,んう,んうん、うん、うん、一応、僕、全く喋ってなかったから。えっと、僕が白いと思ったのが、け <laughs> いすけ <laughs> さん、いまきさん、めいやさん、くろまるさん、からすまさん、うめけんさんあたりだったんですよね。<laughs> えー、ああ、そうなんや。あ、本当、に一緒の雑感ですけど。あ、俺、ちょっとだけ。あ、ごめん、雑本ぽん喋って。 慎太郎ささんんににちょっと、えー、とにっと気なて結構過剰にあの懸念されてたじゃないですか。で僕別にケスケさんの印象って戻した人物なんですね。<laughs> で、信太郎さんケスケさんのこと印象をよく思ってたわけじゃないですか、今の話。な,なんか僕になった理由ってなんかだ出せますなんか。えっと、僕的にはその雑本さんって、まあ少し言い方を悪くすると、まあ結果、誰の色付けもしなかったなって感じになっちゃったんですよね。スケさんの印象悪くはないけど、別によくもないぐらいの。 なんか誰でも黒塗れる準備してるのかなって思っちゃったんですけど、うん、なんかこの感じ違ったっぽいから、うん、<laughs> まあただ変えるわけにもいかないんで <laughs> いやまあまあまあそうまあ <laughs> 本当にそれの奪還だったんでめちゃくちゃ安い人は正直なかったです僕の中でちなみにだけど <laughs> この作戦ってさ次の日霊媒師が一角して雑本が白だったら俺は慎太郎を釣ってもいいぐらいの進行だと考えてるので足からずって感じですいい <laughs> <laughs> いやそれぐらいの重さがあると思うよ、正直してって。だって、狼の可能性があるから、白を釣ったリスクは慎太郎が取るべきだと思うから、まあ、それ、別にシンタ釣るってわけじゃないけど、わかりまなりマイナス印象では持ちます。慎太郎さんが指定する前に言ってくれた方がシンさんなんかいや、でもそうじゃないと釣り合わないなって思っちゃう。まあ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 、今ぐい自分の提案だからってことですね。 それでは話し合いが終了となりました。投票の時間です。投票は1人30秒となります一応投票終了画面、こちら。こちらが出たら、もう推理もやめて投票を終えるようにお願いいたし。それでは投票お願いいたします。どうぞ。はい、ザポ投票します。投票は慎太郎さんに投票しときますね。えっと、まあ僕はなんか誰,誰でも黒を塗れる順まあ僕の発言から黒を塗れるわけがないから、なんかそこもちょっとなんか、僕はまあんま引っかかったかなっていうふうに思っちゃいました。ただ、 えと僕、例結化しろなんですね。で、その上で、慎太郎さん、別になんだろう、慎太郎さんだから、えー、と人狼かって言ったら、そういうわけじゃないから、だから、脳死で慎太郎さん処刑っていう感じにしてほしくなくて、えー、とその場合、慎太郎さん村だったら、二男は処置しちゃうことになっちゃうから、だから、なんか、そこはなんか慎重にしてほしいし、前々言ったように、占い当てるも一つの選択だと思うので、そのようにお願いしたいです。以上です。投票します。投票は雑本にしますが、えっ、ー、と、今木さんの意見で、別に。 え人狼でも言えるよなとは言っていたけど別にケイスケさんを疑ってはいないのに梅県からの意見でそれを利用してケイスケさんに矛先が向いたなという印象を持ってたので梅県ケイスケのラインがなさそう雑本慎太郎両方初だった時に剣士って要注意人物だなと思っているぐらいですまだでも明日の結果次第だと思います以上です失礼します雑本、えー、さんに投与はします、えー、初日の感想としてはまあさっき言った工藤丸さんが白っぽいあとハイブリさんが言っていた慎太郎を と、えー、工藤丸ささんののやり取りでここ両楼がなさそううっていうのは前々に,ししに返す形になるんですけれども前々が工藤丸さんと高田さんを白く見てるって言ったんですけども僕は工藤丸さんと高田さんは全然同一にいないと思っていて工藤丸さんの最初のあの勢いのあるあの発言と高田さんが後から言ったあの発言のあれは全然違うと思ってるので僕はそこを同等に見た前々はちょっと怪しいかなというか気になるなっていうふうに思ってます。以上です。 はい、今行き投投票票しまますすさんに入れます、まあ、そうです、ね、ハイブリッさんがおっしゃっていただいた通りで別にケースの人狼だと思ってるというよりはなんか指定が怖い慎太郎さんが人間家庭の時に指定が怖い時の人狼って、まあ、僕も工藤丸さん、宮田さん、ハイブリッん人間っぽいと思われたっぽいなって思ってて僕自身もちょっと思いましたってなったらそこ白起きするのが人狼像っぽいなって思ってたけど うん、そこまで怪しんでるっていうわけではないです。まあでもなんか感覚の話するんですけど工藤丸さん、名屋さん、ハイブリッドさんの中に1匹ぐらい人狼いそうだなってめっちゃ感覚的に思ってます。以上。どう行きザッポンさんに投票してどっちかっていうと、まあ、今貴さんが今おっしゃったのって警戒って感じなのかな僕、マイマイさん、スナパイさん、柴犬さんへの警戒の方が僕強いけどな。 なんか位置が高い人ってわけじゃなくて、単純に最終的に、俺の中で意見が見えなかった、この3名。ごめんなさいしゃべ、しゃべるタイミングとかあるんだけど、これは。俺は警戒してます、そこね。圭介さんも新太郎君も大して警戒してない、俺は。圭介、投票します。雑本に投票します。初日に、あの、いい印象を持った方々なんですけど、ハイブリさん、あと、カラスマさん。カラスマさんは、 僕が、まいまいが圭介に対して言っている議論の中で、なんか感じてたこと、要は高田さんの城ってどこで取れたのっていうところの質問を、まあ、してたところが、なんか、あいいとこつくなって思ったのと、あと、明矢さんのこともあの投票時にすごく印象が良くなりました。だから、まいまいと明日しっかりと議論をする必要があるなって今思っていて、そこから工藤さんのことももしかしたら考え直さなきゃなっていうところまで今は来てます以上です。<laughs> ははい投票しますにこれザッポンが白だった時に次の日強人がのこ生存した場合って霊媒使用しめちゃくちゃ私得なのでガチでクソだる番名の2二が訪れるのでうーんこの進行の場合ってやっぱ絶対に黒か強人どっちか釣らないと明日2二になったらだいぶ狼りだと思ってるからそうね。 やっぱ新太郎の印象はマイナスに捉えちゃうなザッポンが黒じゃない場合は若干責任を負ってほしいと思ってしまいます以上です <laughs> はい投票します投票ザッポンさんに投票しますあまり白一位を初日から上げるのが個人的には好きじゃないんでただ強い要素でもないんで言わなかったんですが現状疑ってるのはスナッパイさんと柴犬さんでメイヤさんとマイマイさんのどちらかこれがめちゃめちゃ推理 違いがあるなと考えてます面屋さんがオオカミとかだったら、まあ、ケ介スケさんがまあ投票時の発言からちょっとつながる位置かなとは思ったくらいですかね。マイマイさんがオオカミだったら、高田さんと工藤さんは、まあ、普通に村なんだろうなとは思います。オオカミ同士のやり取りで、まあ、高田さんが相方だとしても上げ、あ上げづらい、あの理由ではあげづらいかなと思います。以上です。はい 投投票票ししまますすさんに投票します私は慎太郎さんは人間だと思いますが高田さんの言ってることはフェアだなって思うしさっきのクソだる番面っていう発言ってめっちゃ強くないって <laughs> ちょっとごめんなさい言葉だけだと思った、えっと、本当にそうだと思うしえっと名屋さんに関してなんですけど怪しいと思っちゃったのが高田さんの色が人間ないしは人狼という推理がなければマイマイが高田さんのことを知ろう。 と言って駆動丸さんのサイズ家ではなく高田さんを白く見たということがイコール怪しになるっていう理論が私はわからなかったですはい投票します雑本さんに投票しますなんか結構みんながここ警戒しますみたいな感じで言ってるところがいい感じかなと思ってますまあ。 僕は今んところね、ハイブリさん、マイマイさん、スナパイさん、シバケンさん、うん、まあ、ワンちゃん工藤さんぐらい。慎太郎さん、ちょっと政策ついてないけどこの辺に、まあ、役職含め、人外固有員かなと思ってます。はい、じゃあ投票します。ザッポンさんに投票します。えー、っとねー、 初日のこの議論の中で怪しい人をあげろというのはかなり難しいと思っているがえ個人的に人外じゃなさそうだなと思っているのが高田健志、えー、慎太郎君の指定に対しオオカミが釣れたらクソ強いっていう発言が強人の目線でも人狼の目線でも出ない言葉だと思います。それぐらい はい、島県投票します。投票はザポンさんに投票します。まあ、洋も結構議論聞いてた側だったんで、俯瞰した立ち位置でちょっと物事を聞いてたら、梅県さんと今木さんと圭介さんに一匹人狼がいるんだろうなと思ってたが、最後はあまりついてないかなっていう印象、投票の時に圭介さんの印象がちょっとあったかなって僕は思ってました。議論でハイブリさんがすごく人間らしいなと僕は正直思ってます。 ハイブリさんが2指定じゃなくて1指定の時の方のメリットを考えているこれちょっとファッション的な要素もあるけどなんかそこが思考してそうな人物でなんか人狼じゃなさそうだなっていう風に推理しました以上ですはい投票します投票はザッポンさんに入れますうーん話を聞いていてザッポンさんが白だった場合に僕はスタッフイさんは結構怪しいなって思っちゃいました 僕割と高田さんは白かなって整理はしてるんですよ。まあ、結構その雑本さんが白だった場合に僕に直をするような発言はあるんだけど、まあ、その後前真さんも拾っていたようでする僕は人間かなと思ったから、多分人狼目線、高田さんを評価したら僕って結構釣れそうな位置になって、それを行動で移したのが僕はスターバイさんかなって思っちゃいました。これは雑本さん、高田さん、両白の場合の整理なんで、って感じかな。以上です。それでは投票の結果、本日処刑されるのは。 ざっぽんさんです。ざっぽんさん、最後に遺言をお願いいたします。はい、えっ、ー、と、まあ、僕はえっ、ー、と、スマラなんで、結果白です。で、まあ、それはいいんですけど。 僕でもたくさんちょっと怪しいなって思った派なんですよね。投票の時の発言で、えっと、霊媒師が2人出て、えっと、白々でなんかクソダル盤面って話があったと思うんですけれど、まあ、言葉の言いまし人間っぽいなとは思うには思うんですけど、内容としては、なんだろう、霊媒師が2人出ることがなんか予見してて、慎太郎さんが仮、えっと、村でね、えっと、雑本、人、まあ、まあ、い,いや、誰か当てて、人、人狼を釣ることはかなりの上振れだというふうには思いますけれど、まあ、そうじゃなかった場合で、霊媒師が2人出るっていうことも考えるんだったら、なんか、 な,んだろうな少なくとも僕はなんかあの役所候補したい人たちが多いと思うんですけど、なんかグレーランとかの方がまだ情報が落ちたんじゃないかなっていうふうに思う派で、なんだろう、霊媒師が2人出ることを明した想定してってってことがあるんだったら、なんかそうじゃない信仰を取った方が良かったんじゃないかなっていうふうに僕は思ってました。僕はなんか村人として、なんか慎太郎さんが仮に人外で普通に村連れて彼の僕は嫌だったしあの、慎太郎さんが村で村人にして入れちゃってなんか変な感じになるのも嫌だなっていうふうに思ってたから、結構なんかあんまり。 この進行がっていうふうに思ったんですけど、まあちょっとそれはね、なんか出せなかったのもよくなかったなと思ってるんですけど、僕はまあ、高田さんはどちらかと警戒っていう感じで思っていました。うーん、そうだなと、何か残せるか、あ、カラさんの、えっと、なんだろう、う発言結構僕いいなっていうふうに思ったっていったところぐらいはあったかなってところです。はい。まあ、脳死で新太郎さんすることだけはあのやめてほしいなと思ってるので、そこはお願いします。以上です。それでは、ザポンさんはビデオの停止マイクのミュートを押してください。 それではザ・ポンさんを処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります生存した皆様はビデオの停止を押してくださいそれでは皆様おやすみなさいませ霊媒師はこの4名の中にいるかなと思うえっ、ー、と慎太郎に関しては占いの可能性まであるけど、まあ、騎士の可能性もあるけど慎太郎に関してはまあ指定役に回ったので役職の可能性がまあ一番高いという。 予想しとくのがまあ一番いいですかね、まあ、まあ霊媒か占いか騎士かオカミオカミでまあオカミでもやる可能性は別にあるけどまあその辺、まあ、役職の可能性が高いかなと現状は思ってます直、梅め,めはメタこの辺だったらあるだろうっていう潜伏がかな <laughs> 慎太郎に関してはこの進行提案が役職だったらあり得る。スムラでも別にあり得るし、狼でもあり得る。狂人だった場合が一番ないかな。巨人だけがなさそうかなって感じない狂人だけは切っていいかなって感じ。役職スムラ狼。で、まあ霊媒師の塩が、何て言うの、慎太郎に信仰を握らしていたとて霊媒師の塩が入らなかったので、だったらまあ霊媒師かなっていう。 要は慎太郎が狼のケアをするんだったら霊媒師が出るべきで霊媒師がその懸念が一番あるはずだからうーんまあ例えば俺スムラだしまあ例えば工藤とかもスムラだったとして俺とかよりも警戒心を持たなければならないのは霊媒真の霊媒師は、うん、慎太郎がな人外だったらだるいしなっていうのを一番警戒しまじゃしをするかっていうそのそれが状況的になかったので。 あとその俺と同じ思想とかじゃないと霊媒師は潜伏しないから慎太郎以外の霊媒師はまあ狼が信仰を握ってても別にいいやっていう考え方じゃないと潜伏に至らないのでえっと明日以降もし西洋が入った場合でその矛盾が発生した時はそっち側が絶対にせですね。っていうスタンスじゃないと潜伏する意味がないから。 いや新太郎人外で怖かったですだったら別にお前じゃしをしろよっていう話になるのでかなザッポンに関しては強人ありえんのかな狼っぽさがない強人だったら理想雑本、うん、ザッポンが強人っぽいなって思ったら 俺に対する最後の指摘かな自分が強人だから盤面が若干その追い切れてない部分があると思っててスムラだった時って霊媒霊媒占い占いが一番最悪な盤面で次の日が霊媒一獲してその結果がザッポに白結果が落ちて占いにしようだったら全然いいんですよ。 初日の一指してミスったっていうただのそれと同じ状況なので何も変わらないから初日霊媒師が一指定して村が釣れちゃったっていう状況と変わらないから別にその何も下ぶれてないというかまあいつもよくある進行でただ初日に霊媒師が使用しませんでしたっていうだけの話だからその視点が欠けてしまっている雑本って強靭握ってんのかなってちょっと思っちゃうけどな。 だったらそんなこととすぐ気づけると思うから一番ケアしなければならないのは、えー、次の日に霊媒霊媒占い占いの22番面で雑本が白これが初日から霊媒ローラーかけられてないし白白例えば霊媒結果が白白だろうが白黒だろうが黒黒だったらいいけど白黒とかでもパンダの場合でもわけわかんなくなるし結局ローラーは冠水釣り縄は余ってない。 狼連れてて霊媒シーンの方が黒結果打ってるんだったら結果論いいけどっていう形になるからうんまあ雑ッが村田の時2二番面って次の日は激だるなのでクソクソクソだるだからなんか強靭握っててかな。 2一番目は本当何にも変わんないからね初日の一日曜と同じだからそれが抜けてるわけではなくそんなこと考慮する意味がないからね何の意味もないからそれを考える必要がないもんな別にいつもある進行が結果いつもある進行と同じことだから。 でここの護衛はね俺は慎太郎に行くべきかなと思う狩人の護衛はそれ言おうかなとかってちょっと思ったけどまあまあ一旦ここは慎太郎人外の可能性もあるからえっと護衛外しと役職守りの両方の観点を兼ねていや狼じゃない人たちから見たら慎太郎が役職っぽく見えてる可能性って全然あるから噛んじゃうかどうかでもな慎太郎も一応その毛を。 だまあここ駆け引きだよな狼が慎太郎かむ選択ってまああるっちゃあるかなと思うので俺は護衛入れるなら絶対ここ慎太郎に入れるけどなっていう感じかな俺が護衛なら慎太郎が陣外の時に護衛外しにもなってちょうどいいしスムラだった時めっちゃ強いし慎太郎に護衛一本入れられるの。 役職だった時がちょっともしかしたらしんどいけどその場合霊媒師だったらまあまあ別に占いに慎太郎が潜伏占い師でこれやってて護衛入れちゃって次の日護衛できませんが一番しんどいけどまあそれ下振れパターンだから考慮しない場合は慎太郎に護衛入れるのがまあ一番範囲まあなんか勝ちの範囲多めに取れるかなっていう感じは。 あるけどな。真素な梅梅、ここに霊媒師いると思うな。人外予想は、えー、カラスマがとりあえず村だと思ってる。で、自転がくと人外じゃあハイブリさんは入るかなって感じかな。それでは一番高田健人さんからビデオの開始のみを押して戻ってきてください。 2番、慎太郎さん。3番、烏丸さん。4番、工藤丸さん。5番、マイマイさん。6番、スナパイさん。7番、明也さん。8番、梅健さん。9番、ハイブリッドセンスさん。10番あ11番、柴健さん。12番、今木さん。13番、圭介さん。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者は。 スナパイさんです。スナパイさんはビデオの停止を押してくださいそれでは皆様現在11名生存です。2日目の話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたします。それでは話し合いを8分間で開始してくださいどうぞおはようございます。おはようございます。おはようございます。おういやす。そこかあ,あ。あうまあ結はもちろんいです。スライドでます。す。す。 おお。なるほど。あおぉあそれいてか、あの、村あそらです。ああ、でもらないです。村、えっと、22になる懸念があったんで、最初に出ようと思ってました。最高。なるほど。んあ22の方がありがありがたかったけど。あ、ほんま俺は22の方が嫌そうな空気かなと思ったから出た。まあまあまあ、い内は誰ですかスナパイさんかな今日出ないと僕信じないんで。 ちょっと議論してもいいですか、はい、あの夜時間の間にちょっとメ屋ヤーさんのことを考え直してて、うん、なんかあの昨日のう毎毎につついてた要素だったりとかあと工藤さんに持ってた視点とか、はい、まあいい視点だったかなと思ったんですけど、うん、思ったよりもしかしたら視点広く持ててない人かもっていう懸念をちょっと感じたんですよ。 メイヤさんって確か最終的にハイブリさんとあと工藤さんを評価してましたよね、確か。ハイブリさんの言っていた論が分かるっていうぐらいですね、慎太郎工藤丸の二郎がなさそうかなっていう。なるほど、まあ、そうですね。ごめん、ごめん、ちなみにそれ言ったら多分スナパイさんですよ。あれ、スナパイさんだっけそう、あれ、直前に投票で、梅健圭介の二郎がないっていうことを言ってたから、あれ、なんか、メイヤ君、聞き間違したか俺が言い間違えたかなって思ってた。 じゃあ僕はスナパイさんが言ったことが、えっ、ー、と、に納得って感じでした、ね。ああ、なるほど。すみません。うん、<う>なるほど。としたら、なんか自身を人間として考えるのであれば、少なくともなんか、うん、ケイスケへの言及はちょっとあるのかなっていう期待ああ<ー>、なんか。えっ、ー、と、うん、ケイスケさんへの言及というか、ケイスケさんって前々があの昨日僕がつついたって言われてる発言をした時に、うん、ケイスケさんも反応で、ああ、うん、うんみたいな反応をしてたんですよね。それを見てて、 ケースケさんも同じことを思ってるのかなって思ったので僕はケースケさん結構印象いいかなっていうのは一応昨日ありましたそんなにそこまで言わなくてもいいかなと思ったので言わなかったって感じです、ね。はいはは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 は で、えっと、皆さん次第なんですけど、絞って今日を釣り一応、もう全くわからないので、情報がないから、今日を絞って、えっと、議論をするのか、全員で議論したいかっていう。あ、どっちがい、ま、裏占い師がいなくて、<う>霊能が確定してる以上、もう今日壮大なグレランして、もうゴリゴリ強気なグレランして、ね、霊能を合影し明日でバチクソ制させるしかないですよ、そこから。じゃあ、バチクソでお願いします。私はずっと。 も情報がさすがになさすぎる。ここから霊能指定が、うんの、霊能指定で進んでいったら、もう僕,<あ>僕たちなんか何したらいいか分かんないえっと、ね。ちなみにもう一個だけ保険でかけとくと、えっと、このターンで投票したまたま狼が連れ、毎毎に護衛入って黒結果が落ちて投票したから白でしょ、理論は先に言っておきますけど、あの俺は絶対飲まないです。誘 <laughs> ち切りいい激強なので今 <laughs> いいあの。絶対飲まないです。その白は逆に疑うとまで言っておきます。<laughs> 身内切りしてもろてって感じで、<や>僕は前々の言ったお二人プラ,スプラス、えっと、高田さんも慎太郎君割と信用してるよりだし、烏丸、ハイブリッサあと自転麺屋さんぐらいも結構印象いいんですよ、僕。だから残ってる梅賢さん、圭介<ー>さん、今木さん、芝健さんに縄を当てたいなって考えでは今んとこあるいや、まあ。どこに投票するかは置いていて。えー うんなんか、名屋さんの色次第だなって僕は思ってたけど、どっちかっていうと、なんか、名屋さんとマイマイさんの昨日の段階でどっちか一匹人狼なんかなと思ってたから、マイマイが出たんだったら割と名屋さん落としたくなる気持ちもあるんだけど、ただ初日段階でも思考でしかないから、名屋さんが今試験、あなんか僕たちちょっと軽く僕が話したあとに、どういう意見かなんか今聞きたいなと思っているのが1点。で、僕は梅県ケースキーマキに昨日言った通り、一匹人狼がいそうだなと思ってて、2匹人狼がいるとき。 えー、梅ケスケ、今木の段階で2匹人宮がいるときはもうケスケさんが格狼なんだろうなと思ってる。千葉さんのそれって<ー>多分みんな何も耳に入ってきてないと思ってて、うん、なぜなら、まあ、1から10での10を言ってるだけで中のやつが全部ないので、なぜそれになってんのかが全く分かんないから、うん、僕たちは反論しようも何もないっす、ね、オッケーです、えっと。僕、今木さんと梅犬さんが言ってたそのなんか村人でも言える発言だよねってそもそもちょっと印象が悪かったんですね。 なんか今まで全員が潜伏状況でもあると思うんですけど、発言残している人たちの中でも、僕いい、ハイブリさんの意見もそうだし、不動丸さんの発言とかもそうだし、いい発言は普通にあったなっていうふうに思ってたから、なんか人狼でも言える意見っていうところで、全員の位置を戻そうとしたところがすごい印象悪かったんです。なんだけど、えっと、この2人が両方とも狼でそれをやっているとは思わなかったし、この2人の中に人狼がいたときに、圭介さんを警戒した方がいいっていう発言だったから、ここ複数匹人狼がいる可能性があると思ったんだが、 まいまい名屋のどっちかに人狼がいると思っていたので、この三人に挑いたときに、その動きはないやろと思ってた。から、今は一度だと思っているっていう感じの流れです。工藤さんとちょっと話していいですか。あの、名屋、はい、さんの白って、あの。 それはじ自分を白置きしてるからっていうところは多分そういう感情入っちゃってるとは思うだから他の人から見てほしいあ,あじゃあ一応今は僕は工藤さんそんなに白くは見えてないですね。ああオッケーでというのと、うん、あと梅賢さんのことはシンプルに疑ってます僕は昨日、えっと、今期に重ねて、えっと、圭介に対する印象値を下げようとした立ち回りをした人であって梅賢さん視点からの誰々が怪しい っていう単発の議論っていうのは出てきてないって俺は僕思ってるんで向けの視点はちゃんと聞きたいかなああ、まあ、あま投票中僕全部言いましたよはいうん。そう言ってたですねなんかめちゃくちゃ困ってるんですけど <laughs> ケースケの印象が良くなったり良くなかったりすることにどうしていいかわかんなくてかわかる。僕昨日のメイヤさんの投票時の発言で高田さんと工藤さんって同一じゃなくないまいまいさんそこは怪しくないって言ったのは多分捉え方の違いな気がしてて 発言としては同じようなことを言ってたと思うけど、明屋さんが拾った工藤さんの白良さはあのスピード感。でも、マイさんが言ったことも同じようなことだと思ったから、僕はどっちかというと、明屋さんに、うんって思った派なんですね。で、そこに対して圭介が人間っぽいって言って、いや、おかしい、んと思いながら、今日でも視点向け出すから、どっちなんやろってめっちゃ思ってるんで、基本的に圭介の色が分からないと、僕、多分なんかスケールが更,更新されない気がしてます。 えっと、一応僕あの話してて柴犬さんに言われたので話したいんですけど今僕はそんなに久遠丸さんは白いというか結構警戒位置にかなりいると思ってて久遠丸さんが出した白い位置って結構多いんですよね久遠丸さん視点の。で前々が言ってたスナパイさんが占い師だとしたら高橋さんが白っぽいっていう話がすごい分かるのでだとすると久遠丸さん視点の三路位置ってめちゃくちゃ狭まってる気がするのでなんか久遠丸さんローだった場合は、えー、っと白く見られてるからこそ 今日その白いに上げた方に何人か入れてるかなっていう風に思いました警戒ですか,か筆頭ですかいや怖いですねかなり怖いですい僕は筆頭で考えてる位置はいますか筆頭で考えてる位置はわかんないです今のところはでも圭介<う>さんが今日毎毎が例の使用した後に僕に視点を向けてきたのはちょっと気になるうーん 不動産処刑するの、だいぶ議論時間と HP を使いそうだな、全員のあれを使いそうだなと思ってるから、あんまり話さなくてもいいかなと正直思ってたかだったんで、うん、OK です、わかりました。これ、どうしたの皆さん評価してるけどな、本当ですかい怖いですけどね、それでは話し合いが終了なりました。うん、はい、えーま、さんちょっと Discord で DM 送ってありますので、確認しておいてください。 それでは、えー、話し合いが終了となりました。うん、投票をお願いいたします。はい投票します。まあ、言ったように今日のグレランがめちゃくちゃ大事なので、まあ、皆さん思うことを全部言った方がいいと思ってて、まあ、これが最終ファイナルアンサーではないですけど、現状を持っているのは柴葉さん、圭介さん、工藤さんの三郎かなって思っています。 発言的に僕が理解できなかったのがまだ柴犬さんだったので柴犬さんに投票します。僕と圭介さんが印象悪くなったのはその全員の城を引き下げようとしているって言ったんですけど僕はその最初に言った三人を外していいって言った人物なので引き下げようとはしていないです。はい柴犬投票します。ちょっと sơ ごはあるなそれでも今木さんが直前に 言ってたところで今木さんは、今まで発言した中で、人狼でもいる発言だなって話があったから、それに共感してる梅犬に対して、同じ印象を持っちゃったって感じが一番強いかな。なでも、梅犬今木さんの今日意見聞いてた限りは、こちら二人の方が僕は人間らしくちょっと覚えた。ケ介さん、どうする？投票します。ごめんなさい。えっと、 僕は梅健さんの言っていた、えっと、柴健さん、圭介さん、工藤さんの三郎っていうのが分からなくて、まあ、理由はさっき僕が言ったけど工藤さんがローだった場合って、えっと、白い白置に出したところじゃなくて白い血に出せなかったところにローが2匹いる状態で白いと言われている工藤さんが味方を売るような釣り先の指定をしているところが僕は工藤さんがローだった場合こっち側に二郎いるように思えないので梅健さんの意見がちょっと怪しいかなって僕は思っちゃいました。 ただケイスケさんの悩さはやっぱり変わってないのでケイスケさんに僕は投票はしますが梅恵健さんも怪しいと思ってます。以上です。投票します。投票は柴犬さんに入れます。今日の二日目の議論で僕が白いと思った三人が明也、梅恵健、ケイスケの三人です。だから結構今明也さんが梅恵健さんとケイスケさんにして向けてるのが僕割とそこの三者で拾っちゃってるから考え直してほしいと思っちゃってる。ケイスケさんって今日思考を更新したのが あまり人狼っぽくないと思うんですよねしかも自ら率先して思考してる村部取り見えてるし梅恵さんも議論の節々から何とかして色を落とそうっていう感じは伝わってきてるんでで明也さんも駆動室さんを警戒する姿勢が村っぽいなと思ったんで千葉県さん投票です行きます圭介投票しますうん難しいまあ何か決め打っていかないといけない っってていう気持ちはあってで自分が縄にかかってしまう可能性はあるんですけど、ハイブリさんと烏丸さんと高田さんを人間だと思う気持ちを変える気は今のところはないです。で、メイヤさんに対しては、議論でまあ揺さぶりをかけている部分はあるんですよ。よメイヤさんからの要素を引き出したくて。で、メイヤさんはケースに投票する気持ちはすごい分かって、ただ、梅健さんへの指摘をちゃんとしてくれているところは、なんかね、まあ、いい人なんだか悪い人なんだか、ちょっと測りかねる部分ではあります。うーん いや難しいな。梅県さんか工藤さん、どっちかを処刑したい日でした。いや、難しそう。難しそうだけど、まあ、僕は梅県さんに投票します。はいはいえー、投票します。投票を犬県さんにします。えっと、推理としては柴犬県さんから、まあ柴県さんが村だったときは間違ってるんですけど、柴犬県さん目線はなんかカラスマがすごい気になる位置ではあると思ってて。 柴三名さんの今木さん、圭介さんと梅賢さんの中にイチローっていう状況で絶対にこのま目ふりだから推理を伸ばすはずなんだけど伸びてないっていうことは芝犬さん三黒で、まあ、3人の中にはいそうだなとは思ってるんですがその相方が圭介さんだと考えられないただ今木さんも白いからめちゃめちゃ迷ってます。 以上です今投票しますまああんまりいい投票じゃないかもしれません慎太郎さんに投票します、うん、なんかいろんな思考うよ曲折があったんですけど慎太郎さんが人狼かなと今は思ってますちょっとあんまり詳細があ自分の頭の中でもまとまってないんですけど、うん、なんかケース系にめっちゃ変だなって思う瞬間とわかるわって思う瞬間を抱え続けてて 今日仮に処刑して白だった場合大変なことになりそうだなと思いながらも名は数余裕めっちゃないのが超困ってるからまあ以上どう投票しますえっと梅賢さんに入れてこれ梅賢さん一番に疑っているというわけではなく僕が議論中盤に言った釣りたい4人の中割と投票 に入ってるから広げてます広げてるっていうかこの3人の誰かか2票以上入ってる俺は釣りたくて俺はこの3人の中から黒が釣れたとて別に白くなろうと思ってないんで明日うなんて言うんだろうなまあマイマイが頼むわマジで当ててくれマイマイが当ててくれればすべてうまいク,クよろしくこちら先投票します、うん、え まあ、投票は芝けに入れます。うんとね、上4人は当分釣られないと思ってます。プラスハイブリさんぐらいまでは、適当にやってたって当分釣られないと思ってるので、そうですね。いや、なんか今後の展開をいろいろ予想してて、あんまりなんか話すとあれなんだけど、ワンチャン面白そうなことありそうだなって思ってます。 狩人次第でね以上ですはい投票しますケイスケさんに投票しますケイスケさんから僕は白いと言われてはいるんですがえー、っとまあ、容疑者位置というか投票先に上がってた人たちからケイスケさんで結構黒い位置に上がっていてライン切りどうこうじゃなくてえー、っとケイスケさんの色が精査とかその続きに繋がりそうかなという風うに僕は思っていたからケイスケさんかなと思ってたぐらいだけど うんとね結論柴犬さんが言った今木ケイスケ梅ケの中に人狼がいてもしニがガルなケイスケさんの答えの部分だけは俺柴犬さんとは一致してたから途中の部分が薄いっていう梅ケの意見もわかるけどっていうので別に一定数柴犬さんへの疑いも持ってるから前々に任せるって感じです以上はい投票しますケイスケさんに投票するんですけどえっと正直梅ケさんに投票したかった えっと人外が3人外い。あてかマックス4人外かな。わかんない。えっといる前提で考えた時って対抗位置が人間って知ってれば純粋に人間を殺しに来るんじゃないかなと思うんですよ。だから、あのー、柴犬さんってそうなると三郎構図という相方位置が守っているようなポジションではないなって、今日の議論から思った。そしてえっとけいすけさんの。 発言に私は何も何人あっちゃった決戦にします。それでは投票の結果本日は柴田県さん。いいええとようすさんどうぞください。とようすはいありがとうございます柴田県さん圭介さんの決戦投票となります。れそれではお,お二人は弁明をする時間が設けられまして各50秒ずつです。それではお好きな方から弁名お願いいたします。いいなこれどっちの色みたいだろうな。 いはい、僕からいきます僕は梅犬さんの方を選んだんですけどうーんまあてか名誉さんねああの梅犬がちょっと怪しいって思う気持ちがあるんだったらやっぱりね圭介さんに入れるけどじゃなくてちょっとそこを思いとどまってほしかったなって部分があってさんののいだが、ね、難しすぎんのようんで今日仮に俺が死んだとしてで俺の白をマイマイが開示してあじゃあ名誉肝心ローダとか。 いいう話でもないし僕、まだ自信持って,てないんですよ。名屋さんの精査にはね。うん。で、あと、柴犬のことはね、実を言うとあんまり疑ってなかったです。というのも、なんか初日にあの工藤さんが一本にしろって言ったタイミングで、その方がえっと慎太郎君の精査できるもんねって、ぼそっと一番最初に言ったのは柴犬さんだったなって思ってたから、だからなんか、ああ、その視点もちょっと人間っぽいなっていうのは隠し持ってた要素ではありました。だから柴犬じゃなくて、梅犬さんと戦いたかったです、僕は。 はい僕は梅犬さんと戦いたかったし、今期は疑ってないです。悩んで、俺の正体で。悩んでもいいけど、俺、今期のこと疑ってないから、あのはイぶりさんも疑ってない、カラスマさんも疑ってないし、高田さんも人間だと思ってます。だから、工藤さんの精査をちゃんとして。それでは、柴犬さん、弁明お願いいたします。なんでそれ、昨日言ってくるのか俺、なんかそれ、ずっと俺のこと触れられないなって思いながら、寂しい時間を過ごしてて、なんか、言ってよ。<laughs> あの高田さんの意見に同意してます。高田さん、新太郎さん、烏丸さん、工藤さん、ハイブリさんをしばらく釣り縄というかね、あの議論でも使っても、人狼を見つけれる議論が僕、できないと思ってるから、基本的には梅犬、ス介、今木に焦点を当てて釣り、ここの3人の精査をしたかったです、パープラス米ヤさんですね。っていう構図があったんで、この話し合いの図と,と、まあ、梅犬からの趣向の回答もしたって感じでした。で、2日目の議論の意見を聞いて、梅犬の趣向は僕はいいなというふうに思ったし、今木さんは投票の時の <laughs>。 新太郎さん投票で僕も結構し太郎さん人大かなってちょっと思った節もあったから今木さんのことも印象よくなりましたなので基本的には啓介さんがでも人狼かなって思ってる以上ですそれではお二人の弁明が終了いたしましたので残りの方で一斉にどちらかに投票していただきます柴堅さん一番啓介さん2番とさせていただきます啓介さん指で2と出して,てくださいいかでもいいかも それでは残りの方でどちらかに投票していただきますケスケ、えー。ではタイミングで一斉に投票していただきますのでよろしくお願いいたします。出した後修正はできませんのでお気をつけください。芝県さん1番、圭介さん2番です。皆さん全員揃いましたら一斉に投票を行います。グーの状態で画面上に手を出すようにお願いいたします。それでは投票に移ります。トン、2、1、トン。 1>, 1番、柴犬さんに投票されている方、指を振り振りしてください。1、2、3票ですね。2番、圭介さんに投票されている方、指を振り振りしてください。1、2、3、4、5、6票です。投票の結果、本日処刑されるのは<分>圭介さんです。では、有言をお願いいたします。い,い,いやー、あの、まあ、死ぬことに関してはね、あんまり問題はないんですけど、いやー、きついですね。なんか、 そうハイブリさんが梅賢圭介のどちらかを挙げれる宅の時に俺のことを選んだっていうのは、まあ、僕はハイブリさんのことを初日結構人間っぽいとは思ってたんですけどうんどう捉えるかなんですよねどう捉えればいいか明日毎毎が圭介さん人間でしたって言ったとて言ったとてなんか ねえじゃあ、誰々が怪しいってシンプルになる議論でもない、な多分人間も僕のことを疑ってしまってる議論だとは思うんですよ。ブリさんし難しいな、なんかね、結論の一つでも、ね、置いていけたらいいなと思うんですけど、まあ柴犬のことはそんなに疑ってはなかったっていうのは、そのさっきあの投票人に説明、これ、時間出て、あれですか理論は出ません。あ、はい、なるほど。ね、えっと、まあそうだな、工藤さんと梅犬さんのことを明日考えてほしい。 気にしてください。一旦メイヤ君のことをちょっと置いといてほしくてで、ハイブリさんのこともまあ梅健さんつながりで考えればいいだけだから、僕と梅健さんが白白だった場合って別にハイブリさん何も悪いことしてないんで、だから梅健駆動のことを考える日にしてほしいです。明日はお願いします。それでは慶之助さんを主軸したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります。生存した皆様はビデオの停止を押してください。それでは皆様。 おやすみなさいませ。あどう捉えるべきかな議論の内容は単純に白っぽいですけどねまあでもオオカミはねこれはもう最高勝たなければならないぐらいの局面に陥ってるのでまあかなり強気に来れると思うからもう多分相当オオカミ勝率が今高い状態もうこれ以上ないぐらいオオカミが。 勝てる13人村になってるから村人の勝率って多分この状態かなり低いと思うのでただ狩人が疑われている位置の中にいないと思うんですよ。でそれがすごく大きいかなと思ってて疑われている位置っていうか釣れない位置が俺慎太郎カラスマえ工、ー、藤も若干釣りづらくてハイブリッんもちょっと釣りづらい他の人に比べると。 でそうなるとここの中にががいた方が楽ななんだよなそれを省くとあと5名まで余ってるの5人だからこの中にも全然人狼がいる可能性があるんだけど俺は村だからこっから1人狩人 CO が入ってくれた方が楽でそうすると単純に釣り縄がかけられそうな人に釣り縄をかけやすくなるからでた釣り縄がかかりそうな人たちの中に狩人はおそらくいないはずだから。 だから狩人の位置次第では俺が狩りじゃないのですごく面白いし下手したらニグチョブだって起こせる可能性まである。ニグチョブまで起こせる可能性があるのはつ、えっと、られ位置の中に狩人がいないと予想していて釣られなさそうな位置の中に狩人がいると予想しているから護衛と髪がまいまいのあとにまたバッティングする可能性があって。 そうするとワンチャンにグッチョボあると思う正直 <laughs> ワンチャンあるトイレ行きますだからここのマイマイのターンを安直にマイマイを神に行かない選択オオを取った方がいいかもしれないですね狩人ドとほんとニグッチョボ起きる可能性が一応結構ありそうかなと思うのでトイレ行ってきます 腹が痛くなってきたからちょっと魚に連絡だけしとこう それでは1番高田健さんからビデオの開始のみをして戻ってきてください。これはどういう状態じゃおちょっとお待ちください。それでは1番高田健さんからビデオの開始のみをして戻ってきてください。2番慎太郎さん。 3番カラスマさん4番工藤丸さん5番マイマイさん7番メーヤさん8番ウメケンさん9番ハイブリッドセンスさん11番柴健さん12番今木さん 恐ろしい。夜が明け朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者は？ハイブリッドセンサーです。ハイブリッドセンサーはビデオの停止を押してください。それでは皆様は現在9名生存です。話し合い、開始前にマイクのミュート解除をお願いいたします。それでは7分間の話し合いを開始してください。どうぞおはようございます。おはようございます。おはようございます。 けいすけさん白です。うわ。まあ、あげだ。いやー。いや、ごめんなさい。かりうね、かりうど、ん、くどかりうど。あ、まじで。おお<ー>。<ー>終わりです。おお、つつ。私としては。けいすけさんの遺言を、まあ、強人でもないと思うんで。<laughs> いい 行きぎたいなって感じですけど。俺、ザッポン強人だと正直初日からずっと思ってるから、うん、ワンタン全然いけるかなと思ってんだけどな <laughs>。ちょっとかん見え切らない感じはしてたけど、いやめちゃくちゃ強人だと思ってる、ある遺言 <laughs> だから、全然まだいけっかなと思ってんだけど、正直。いや、僕はもう負けしか見えないです。100%負けだと思ってるな。 ちょっときつすぎるな。視点はきつい。いや、僕はもうめ、明イヤ・介<め>さんが0結果白だった瞬間負けだと思ってるし、明イ圭介工藤が昨日の夜時間の思ってた、最初思ってたことなんで、工藤さんが騎士だったらもう余計に終わりですね。白一ここから手出さないですもんだって。それとも、それとも議論していくしかないと思ってるいや、まあもちろんそうですけど、まあ一応僕の村人を拾ってほしいので言うんですけど、うん 工藤さん怪しいなと思ったのは僕が初日に圭介さんが表の考察を沿った,の沿った発言をしてたので僕も思ってたけど口に出すまではないかなってので印象を稼ぎに来た印象があったので圭介さんちょっとマイナス印象だったけど工藤さんも初日のあの立ち位置に入って投票中出た考察はあまり発言してない人物の名前を挙げただけだったので圭介さんとはなんか真逆の裏を沿ったそのだけの発言だったからあんまり印象が良くなくで昨日 結局、白市じゃない人たち、僕たちのグレーって、慎太郎さん、高田さんとか、烏丸さんとか、その辺にオオカミがい,よいそうって思っても、見て見ぬふりをするしかなくって、言ったところで、ま、僕たちが釣られるから。だから、白市である人たちしかその人たちに目線を向けれないけど、工藤さんからその危機感が全くなかったから、ちょっと怪しい、なんか、危機感のなさが工藤さん怪しいなと思ったけど、棋、まあ、士ならまあまあ、指定もできるしいいんかなってので、納得だなぐらい。 いやこれ多分、梅賢さん本当に村だったら負けると思うんですけど、いや負けるよで唯一私は梅賢さん評価できているのは今木さんの素を取ったところなんですけどいい、いやも、もう圭介さんの思っていることが全部一緒。もう初日から全部一緒。うん もう今木さんだけは僕村だと思ってる。まか僕は割と今木さん処刑したい側の人間なんですけど、い今,木今木さんは絶対に嫌。んでも、慎た郎さんに俺聞きたい,も聞きたいことたんか、突然に聞きたいんだけど、まず、名や梅県圭介を昨日の中で人間だと思えた理由と今日の今木さんについては理由。理由は全部言いましたけど、なんかえかと、か言いますと、圭、ま、介、あ、さんに関しては、初日の発言と2日目の発言で思考が変わっていたのが、別に圭介さんからそれを発信したわけじゃないですか。うん だから思考を変えたのが僕は村人の思考の変え方かなかと思ったんで白く見ました。明イさんに関しては、工藤丸さんはまだ自分の白い印象。工藤丸さんはまだ明イさんのこと白いって言ってるのに、明イさんが、いやでも自分は工藤丸さん、また怪しい位置に戻りましたって言ったのが、なんかあんま人狼っぽくない行動と思った。梅木さんに関しては、なんとかして色を落とそうっていう、これ議論の節々から拾ってます。三種の拾ってて。いや、マジで申し訳ないんですけど、占い師です。はい でごめんなさい。<お>初日スナパイさん白を、きのうまマイいあ昨日マイマイさん白で、新太郎さんの白引いてるんですね。ああ、僕、今木さん多分、強人だと思います。いや、マジで申し訳ない。いやー、何が起きたななこれその今木さん目線で、昨日僕投票するんだったら、えー、多分梅賢さんか、ケイスケさんに入れ,れるべきだと思うんですよ。いや、僕は正直言うと、梅賢さんのことは、議論上、全然疑えてなかったです。 いや、その、<で>イマクさん、あ、ごめんなさいね。イマクさんって僕を人狼で置くんだったら、うん、僕は柴犬さん投票なんで、柴犬さんを救う票を入れるべきだと思うんですよ。いや、わかりますわかります。かますだから、ました。わかります。かつ、僕は別に、慎太郎さんの人狼は全然あるなって思っちゃってたんで、<laughs> その意見を結構残さないなと思ってました。僕の占い筋がめっちゃ弱かったから。スナパイさん後ろ持ってたから、僕は初日に投票中に、工藤さん、メイヤさんとかの位置を、えっと、ちゃんと精査し直さないといけないよねっていう話をしたし、そのメイヤさんの精査をするために、まめさん占ったらまめさんが霊媒し、はい だったからめっちゃきついなって思ってて、梅源さんこと正直あんまり疑ってないけど、慎太郎さんの白引いちゃったからどうしようってめっちゃ思ってました。ごめんなさい。工藤さん、今どう思ってますえっと、今木さんから聞きたかったのは、誰を釣りたいかであって、潜伏した理由ではなかったっていうのが一点と、うん、えっと、っていうところで今木さんあまり信用してなくて、うん、それで日を稼ぐかどうかだけ考えてます、今頭の中で。投票しまーす先、はい、に言います。今木にしか言えません。いや、まあそうですよね。<laughs> これなんかど,どちらにしろどちらにしろになっちゃうからなんか今木さんの1点はまあ迷ってもらってそれ以外の話ちょっとメーヤーさん特に話聞きたいんですけど特に圭介さん投票昨日してどう思考が変わったかっていうのを僕は圭介さんに投票したことめちゃくちゃ後悔してて圭介さんの遺言を聞いて決選投票は柴葉さんに入れてます。うん スケさんは、えっと、梅健さん僕は梅賢さんを怪し昨日言った理由で怪しいって思ってたんですけど、まあ、スケさんも梅賢さんは怪しいって思うんだったら、僕じゃなく、梅賢さんに入れてほしいと。ただ、僕視点だと、昨日、スケさんからは梅賢さんが怪しいってい視点は、うん、基本投票時間しかか出なかったんですね僕目線だと、スケさんの位置は、毎毎が霊媒 CO をしてから僕に視点を向けてきた怪しい人物なんです、僕視点は。 だから通常投票では、ケイスケさんやっぱ怪しいと思ったんだけど、ケイスケさん入れちゃったんだけど、遺言を聞いたときに、あ、ケイスケさんと梅健さんへの視点が結構似てるなと思ったので、決戦はケイスケさんへの投票を外してます。で、僕気になったんですけど、高田さんって昨日、柴犬さんに4票目入れた理由って何ですかん芝の色を見るのが一番手っ取り早くない おお、そうなんですか。いやなんか僕は梅健さんとえっと啓介さんを参殺できて、今、ね、本的に昨日話したけど5名はしかないくて高田慎太郎からスマクドハイブリまでが釣られる議論ではないから、うん、どこ釣ったって正直あと5人だからいいし、えっと関係性見ると梅健が柴犬に投票しているから柴犬から釣って黒だったら梅犬の評価上がるし白だったら梅犬の評価が下がるしっていうルールとか一番手っ取り早かったはず。<ー>いやーこれ。 まあ、今からには僕は投票します人害<し>決め打ちます。<や>ああ<ー>、そういうことね。いねはい。さすがに、霊能者、初日に潜伏して、二日目でなくてっていうムーブで村が決め二日目にスナパイ占いが下め俺は正直。あ、じゃあ初日、初日、初日、二日目前。あと、二日目前。二日目前前。二日目か。ハイブリさん、神から高田さん、慎太郎さん、どっちかにいそうだなとは思ってます。 俺はね、えっと、慎太郎だと思ってるよ、正直。今木慎太郎プラスアルファどっかかなと思ってる、今はね。ハイブリッ、ね、ハイブリさんっていう完全な引き死し、ね、白い、完全な引きし噛むぐらいやったら、白一の慎太郎さんとか高田さん噛んだ方が絶対から。それでは、試合いが終了となりました。投票お願いいたします。引きしは多分俺の方が引きしじゃない,い投票いきます。今木さんに行ってよりて、俺ちょっと分かんなかったから、梅賢さん、信用化してしいんですけど、ま、マイマイ神とかでもなくってこと。グレーガミ行くなら、ハイブリさん噛むより、 新太郎君とか高田さんだよみたいなお話だったのかなちょっとごめんね、教えてほしい、できたら。以上です。はい、投票します。今木さんに投票します。例、ま、の、あ、を噛まずにグレー噛むときに、まあ、白1候補が複数いるわけで、高田さんも棋士じゃなさそうな発言はしたけど、ハイブリさんに関しては完全に村というふうに言っていた人物なので、完全に棋士が唯一つけている人物で、その中で白1を噛む順序的には、 まあ高田さん、慎太郎さんの方がまだハイブリさんよりは白の順位が僕は上だなと思っているので、岸候補も含めるのはそっち噛んだ方がいいかなと思ったので、まあ、高田さん、慎太郎さん、どっちか噛むとどっちか浮いちゃうから、そこ噛みたくないのかなって、どっちかにいそうだなとは思っています。はい、今、きっと押収します、うん。ごめんなさい、豊山屋さんです。ただね、別に自信がないですね。いや、申し訳ないですね。これはまあ、僕がやってしまったなと思ってて、正直言うと出るつもりは全くなかったです。もう出ずに、 僕は初日の議論でそれなりの位置に入れたと思ってたかつ、占い位置が超弱いなと思ってたから、今日新太郎さんの城を見て新太郎さんと共に手を取り合おうと思ってたら新太郎さんに疑われちゃったから出ざるを得なかったとっいう感じですうん。申し訳ない。スナパイさんで狂人が死んでいると信じます。以上。はい、投票します。めちゃめちゃ不安なんですけど、今木さんに、まあ、投票するんですが、 ハイブリさん的、えー、前前さんが霊媒使用して出てきて、スライドした位置で、きしめで噛む、白目かつきしめで噛む位置としては違うような気がしてて、で高田さんが人狼の髪にもあんまり見えてないんですよ。あー、慎太郎さんプラス、梅犬さんか芝犬さんてか、 梅けさんと柴犬さんの精査が難しいです。意見聞きたいです。投票します。えっと俺結構やばいと思ってるんで、俺は梅けさんに投票します。僕目線結構見えてきました。えっと梅けさん、けいすけさんが白だったことから、えっと梅けさんが。 え僕は人狼だと思ってるで梅犬さんを軸に考えると昨日高田さんは梅犬ケース系の二人を、えー、決戦というかあれにあげない投票柴ばさんに入れてるんですねだから梅犬高田からすまの三路に僕は見えてますここ結構濃いと思ってて柴ばさんは高田さんからの投票で白 でスケさんが白だったことから、梅健さんが黒で、それに投票をいらいら、えっと、決戦にあげない投票した高橋さんが、かなり僕は梅健さんの相方として黒いと思った。で、そうすると高橋さん、ごめんなさい、<は>どうぞ。はい、投票します。投票は今気に入れます。えっと、名矢に考え直してほしいのが村だった場合、えっと、梅健からすま高田だった場合は、人狼陣営の勝ちなどで諦めた方がいいです。おそらく投票が集まりません。で、名矢自身が村だったら、あなたが先に死にます。 このえっと、その考察を続けた場合、なので考えを改めるべきです、ここが三浪だった場合は、投票で票を持ってこれないと思います、えっと、おそらく烏丸高田よりも命の危機が高い人たちが多すぎるので、えっと、ここに二郎、生存している場合は、多分狼陣営の勝ちです投票します投票は今木さんに入れます。 現状の僕の整理を話すと、今木さんが強人だと思ってます。今木さんが人狼だった場合に、僕しか釣れたい人がいない状態で占い師をするメリットがないと思うし、だったら僕に苦労しと思ってます。だから今木さんを強人で整理していて、僕と今木さんの両狼を追った高さんが、僕は警戒値になったなって思いました。素直に。なので、僕は梅賢さんの印象は上がってます。結構。慎太郎、高田に一郎いるというスケールを出してるんで。し、柴犬さんも高田さんが狼ーなだった場合には白なんで、明日考え直す必要があるかなと思ってます。 目線でメカのししまま、はい、ますすはい投票あ申し訳ない、今木さんに投票するんですが、実際クソほど三郎が見づらくて、俺はあんまり梅県のことを人狼だと思ってないっす。うーんどういう三郎なのなんか,だからスナパイさんが何者かだったんだろうな、今木さんが本物的なはスナパイさんの霊能者とかあんのかなとか、めっちゃ変な考えをずっと続けてる2日目でしたね。なんか ハイブリさんがみするぐらいだったら、まいまいがして、別に、ハイブリさんをそのまま疑いつきに置いときゃいいじゃんって、僕は思っちゃってる人だから、なんでなんだろう、まいまいが人狼だからみたいな感じの考えをずっとしてます。まだ考えます。はい。まあ、決まっちゃってるんですけど、私は、メケンさんに投票しますね。えっと、今木さんが人外だとしても強人だと思っていて、それを、えっと、指摘した慎太郎さんと今木さん。 っていう構図で、えっと、ローローがないと思う、まずでえっと、さっきの発言から高田さん、名屋さんが、えっと、人狼同士の会話に見えなかったで今木さんが強人ってなった時の三狼構図の中で浮上してくるのが、まあ、柴犬さんは人間だと思ってるし工藤丸さんも変わらず人間だと思っているから梅犬さんが超濃厚だからどの道梅犬さんに投票する宮さんに今日ちょっと説得されたっていうのもある。 それでは投票の結果本日処刑されるのは今木さんですんでは今木さん最後に<も>お願いいたします投票してていやー申し訳ないですね苦渋の決断でございました本物の預言者ですん新太郎さんにもう一度伝えますけど僕はね正直言うと高田さんを人狼だと思ってないですもうそれはあり方だったり僕への スナパイさんが占いはないだろうみたいな指摘もめちゃくちゃ的だと思う、まあ、僕スナパイさん占いじゃないんですけどなんで高田さんも考え直してほしくてうんとね正直梅軒さんとかの僕は印象がすごい良くて僕視点からすると超精査しにくいかつただねそうあの僕から見えてる世界だとカラスマさんが今基を評価しつつ梅軒さんの HP を上げてるみたいなところでカラスマ梅軒の二郎みたいなのはありそうな気はしてるから 慎太郎さんに頑張ってほしいのはカラスマさんの精査さを頑張ってほしいと思ってます。僕は人間だと知ってるんで。っていうぐらいかな。申し訳ない。でだけよかったで。ごめん。バイバイ。それでは今木さんはビデオの停止を押してください。今木さんを処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります。生存した皆様はビデオの停止を押してください。それでは皆様おやすみなさいませ。 まあ今期が仮に死んだった場合でも釣る選択が訪れるのでまあもう釣るしかないですね。ここで他を釣って村を釣るリスクを取るよりかはここで陣外決め打って釣る方がいいので釣って梅県まで釣ってかなあとどうするか。かなー。 駆動の狩人なぁって感じたんだよなまあ、ただ対抗なんかね駆動の狩人仕様に対抗がないんだって感じだから狂人落ちてるようにしか見えないんだよなぁ駆動の狩人仕様に古人街残ってると対抗ないまあ狂人狂人まあ、うん、今 でも今木よりザ今木の強人今キング狂人なあ リマーキング狂人かんー までは若干釣りたいけどな慎太郎と今木のやりとりってやっぱ不自然うーん いやーまあでもオオカミ入りだしなこの潜伏な2日目に出ないまあでも2日目に出ないとなるともう2日目に出なかったのが。 2日目の議論でまあそうね2日目の議論で潜伏する余地がないからまあって感じかな慎太郎と梅系の2択どっちするかだな今期は陣外でいいかな決めるっていいや 新太郎と向けの2択正直メタも入るけど潜伏してシーンれるなんて思ってると思えないから潜伏しないとも2日目の段階で無理だろうえっと2日目の議論がうわースナパイさんシーンなんだーみたいな議論でシーン取れるわけないし慎太郎占って で黒結果だった時にどうやって慎太郎釣るつもりだったかとかも全く見えてこないからじゃあ慎太郎黒結果だった時に占い師をして慎太郎釣れるのかっていう話になってきてそんなことも無理じゃないですかでその場合巨人生きてて今期から釣られたら結局負けだから偽格でいいかな。 偽格でいいです慎太郎はだってこれもうあだたから慎太郎白なのかそう考えるとうんーそう考える でもなそれでは1番高田健一さんからビデオの開始のみをして戻ってきてください2番慎太郎さん3番烏丸さん4番工藤丸さん5番マイマイさん7番明屋さん8番梅健さん11番芝健さん恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました昨晩の犠牲者は マイマイさんです。マイマイさんはビデオの停止を押してください。それでは皆様、4日目の話し合い開始前にマイクのミュート解除、マイクのミュート解除お願いいたします。6分間の話し合いを開始してください。どうぞ。おはようございます。おはようございます。はいます残り、ごめん、一つだけお願いがあっていいですか、ちょっと。えっと、僕、現状、三浪製造だと思ってるんで、工藤丸さんに指定してほしいかもしれない。あ、うん、残り、それは、うん、当たり前です、うん。残り1分で一致して。あ、なるほど。で 聞きたいのは一番疑ってる人むずいなぁ、誰自身にするかなぁ。三郎とかは別にいいんで、一番疑ってる人、基本的には。一番。え、高田さんってまだ慎太郎、今き二郎ってますうん、全然あると思うよ。否定要素がない人、うん、だって。いや、否定要素はあると思います、たぶん。<分>どうぞ。えー、じゃあまず、今木さんが人狼だった場合、今、えー、まあ人狼かもしんないけど、人狼だった場合に占い師をするメリットってなくないですか 出なな多分釣られないと思うんですよ僕そそもそもねで万が一使用した場合でも僕って唯一今木さんを釣りをした人間なんですよね、うん、誰も今木さんを疑ってないのに、うん、だから慎太郎今木に色をおっちゃうのって僕やっぱり僕目線では怪しくめえちゃうんですどうしてもで今慎太郎が言ったメリットを存分にあることになっちゃうけど。<laughs> メリットなんか、それは,それはう結構裏読みすぎかなって僕思っちゃうけどな。今木さんが人狼で出るメリットは確かにそこまではないけど、新太郎さんを救うためだったらワンチャン出てくるなうな。だから新太郎自身が今メリットを述べたことになっちゃうよ。うん、ただ本戦強人で追ってます、私は。だから別に新太郎、今木って存在することになっちゃうから、ね。まあ、わかりました。原島さんって今一番誰を疑ってます <あ> <laughs> ちなみに俺先言っとくけど梅家に投票したいとだけ言ってくねえ<ー>マジっすか <laughs> 俺は梅剣さん一番疑ってますただ昨日、あのー、も言ったようにあのー、高尾さんとのつながりの方が強いかなって僕は思ってたから高尾さんからそうこうして私はねなんか梅剣さんと芝剣さんで考えてるんだったら若干芝剣さんに寄ってるんですよ梅剣さんの方を白く見てるんですけどなんかそれを言うことでなんか 昨日誰かが言ってた通り、なんか、梅ケカラスまで見られて、次の日、スられるっていうのが一番しんどい。いや、むずい。僕、あんまり安易に考えてないから、うん、柴犬さん誰しんでます一人。た。マジ、むずいか。明イさんが人狼じゃないと思ってる。明イさんが人狼じゃないじゃないと思ってる。あの、明イさんが人狼で、ね、あの、 あれ梅メが人狼だろうか人間だろうか昨日名屋さんの立ち位置から梅メバチバチ殴る人がそもそもないと思って三ロセーブだったとしても柴犬、うん、三線で名屋さん白走ったらどうなりますえだからめっちゃ悩んでる。<laughs> 梅メ人狼かもしれんすより間違っ,とって,って,っていやいや、え高田慎太郎の二郎を追ってるってことですよね、それ。ああいや、えなんでだって柴犬三線、高田慎太郎の二郎、まあまあそもそも高田慎太郎が二郎だったら僕はもう終わりだと思ってる全くいて一郎ぐらいでしか追ってなくて、 うん、千葉県産の支援でそれを捨ててないのであれば高田高田慎太郎二色あると思うかいどうか答えてもらっていいですか1回高田慎太郎の二色は別に僕は100切れないとは思ってるけど薄そうに思ってるよ薄い場合って目安は白いたらカラスマアメ券だから答え出てますよねああいやいやうーんそうだねちょ,ちょっと違うんだよな 何あごめんなさい、工藤さんの視点じゃない方が僕は嬉しいと思ってるんだけど、いや、工藤さん新騎士ですよ。あ、今木さんのシーンを追ってるってことですか。俺は今木さんのシーンを追ってるのよ。いや、僕は今木さん視点で工藤さんの乗っ取りを追わない、追ってる考察が出てこなかったので、<coughs> 僕は今木さんの順位決めてます。あ僕たちからは今工藤さんのシーンしかないですけど、今木さん視点はスナパイさんが騎士の可能性あるから、まあ、あとハイブリさんが騎士が普通にあるからね。いや、ハイブリさんンもって言ってたんで僕は追ってないさす。がわ <Okay. S 1> かりました。うん 慎太郎くんってどうなんか高田さんには振ってたけど、一番は誰かあるえっと、僕の描いてる三郎構成は、今あげるんだったら、高田明屋カラスマとかになるかも。基本的に高田さんを人狼6倍に柴犬さんって村になるんですよ。<laughs> で僕はで梅犬さんって柴犬さんを疑ってるけど、思考はわかるんですよ。まあ、それに高田さんが今日梅犬さんを指定してほしいって言ってることから、素直な三郎構成は高田明屋カラスマの三郎。わち、まあ、わかんない。 ちょっと、まあ、工藤さんのアンサーに答えると、僕は名屋さんにしておきます。一番人狼だって疑ってる人は。うん、まあ、わかんない、なんか、俺、僕のこの思考が外れてて、万が一、今木さんが狼、高田さんが狂人とかだった場合に、変わっちゃうから。その場合が懸念ってぐらい。ああ、むず。よし、死んでます。千葉県さんが一番怪しい人に。します。三宅 <laughs> さんも白でございます。私は。 えその高田メイヤ明和スマってお互いに疑い合ってる履歴ありますその3人って僕は昨日の時点ではめちゃくちゃ梅県高田カラスマの参路がかなり濃いかなって思っていたから考えても無駄だから考えてないから私は高田さんが狼じゃない要素を取ってしまってるんでまあちょっと上げづらいかなっていうてか縄がかかりづらいとも自分も含めて名瀬丸も多分なんか印象値勝手に上がってるし多分俺も上がってるしカラスマも勝手に上がってるから<う>意味ないとも考えても。 なんかそこ狼見たらもう狼見じい勝ちでいいでしょっていう感じかな現状。慎太郎君って名屋さんいや、単体なら高田さんです。ごめんンさいね。埋め検査にして。埋め検査にして。無理だと思う。いや、だからその思考が村だった場合でも。いや、まあ負けだろうな。きつかったよな、この村。その上で工藤さんに残してほしいのは、カラスマ梅県で見てのしてじゃないですよね。 あまあその指定はしてないけど、正直、俺の中の未来予想図では次の日、カラスマは結構ピンチだなと思ってて、梅賢さん、つった場合ね。あちなみに、黒遠村さんって今、どういうスケールですかスケール、えっと、最後にそれだけ聞いておきた千葉県さんと芽屋さんの方が印象値上がってる俺は、高田さんは本人が言うほど上がり続けてはないと思ってるけど、でもーいやーまあつったら高田さん、絶対最終日の位置がい了となりました投票をお願いいいたししますはい、投票します。 んさんに投票します、まあ霊能者と騎士とも思考が全然合わなかったので最終結論も合わなかったのでまあ仕方ないかなと思ってますし、まあ、そもそもちょっと盤面きつかったかな頑張って考察はしたつもりだったけど響かなかったのは申し訳ないかなまあ今木さんが人狼にこうなったらかけるしかないので雑本狂人今木さん人狼とか、まあ、ちょっとそこら辺は遺言,言で残しますわ。 投票します投票は梅県に入れます。す。は梅に入れ現状の考えは梅犬、芝県、狼狼、狼、いまき狼、金雑本強人が現状の本戦で、今木の芯を追う芝犬は人外でいいかなと正直思っちゃったかな。えっと、昨日の段階で潜伏していて慎太郎占って白結果だったっていうのは結果論になるけどもし。 しんだったときに、しんたろうの黒を見た時、どうやって釣るつもりだったのかが、全くわからない占い位置だから、夜時間考えたら、やっぱ偽決め打っていいかなと思ってます。失礼します。うけんさん、失礼します。いや、僕はそう、えっ、ー、と、工藤さんも言ったけど、高田さんって別に。今はそこまで白い位置ではないと僕は思ってるので、考えるだけ無駄って言われているのが、僕はちょっとわかんない。 僕はやっぱり梅ンさん、高田さん、烏丸さんの三郎が盤面的に濃いのかなって思っているので、えー、と今木さんが人狼じゃなかった場合ですね、強人だった場合ですけど、だから僕は基本的に梅ンさん、高田さん、烏丸さんから多分外れないと思います、僕はこの視点が。俺が人外の時って、俺の釣りたい一番んんてて、はい、の以上です。立てないのよ。俺が人外の時って、俺が釣りたいとこ全部釣ってってるから。 はい、千葉県投票します。明日から投票しますが、明日ウィンになっンになっちゃう俺がうんなんか高田さんに考えましょうし、本当に何がするのか正直、微妙ずっと微妙の立ち位置に立ち続けているからあれだけど、ぶっちゃけ今木さんが強人だった時に自分が死にたい以外のメリットを僕は感じれなかったんだよな。本物としての行動かどうかとしてはと,ともかく。えー 狂人で何がしたい巨人なんだろう死にたい以外の巨人がないかなと思ったから、ちかたの中で本物も追ってたから、工藤さんの二石紙も普通に追ってたって感じだけど、もさすがに追わないことにします。すみませんでした。以上です,します。投票は梅犬さんに入れます。梅犬さんを釣り以上、梅犬さんを老ーで推理するしかないんで、うん、そうなんだよなこれで,やであれば高菜さんはしろかなと思います。ン梅犬さん、オオカ組んだったら。いや、そうなるのよ。 ってなってくるとワンチャンあるのが梅県今木にニ柴ー芝ケさん強人ラストルフメイヤワカラスマで惜<え>しくないかな正直更新号取るんだったらあしはメイヤ君とカラスマさんますあ白っぽい突如白っぽいいやそうなるほんとそう投票は俺が狼オカミの時あす明日負けですまあ多分明日することは 私はできないと思ってます。高田さんが守ってくれると信じてるんで、まあ、問題は、そうですね、柴犬さんが、明日連れて狼じゃなかった時が、ですね、以上です。眉んさんに投票しますけど、ちょっと、ガラスは、今日の投票が一番サクッとしてないなんか、怖いんだけど。サクッとしてないのか。まあいいや、まあ、間違えたら申し訳ないですけど、それは考えなくて。 まあ、慎太郎くんと高田さんがムラムラだったら、最終日どう、大丈夫かなと思ってたけど。まあ、梅系そう黒前提でつって、慎太郎くんが高田さん白見るんなら、まあ。そこムラムラでも大丈夫かと思ってた。俺も慎太郎も白く見ますれなければ、高田慎太郎の卓かな、最終日ぐらいには思ってたんですけど。見ます。高田慎太郎の卓になったら、俺は慎太郎くん釣るけど。はい。慎太郎白く見ます。それでは。 今日のうう結果、本日処刑されるのは梅ケンさんです。ね、では最後に遺言をお願いいたします。ね、まあ負けかなと思ってますけど、一応今木さん人狼にかけて考察残しますか。高田さん新太郎さんだ新太郎さんかなと思ってます。高田さんが狼はもう捨てるべきだと村は思ってます。正直初日に霊能者が潜伏するというあのことを取ったので、まあ初日で言ったら狼が完全有利な盤面。狼だけがまあ状況を見えてる盤面なので、その時って。 まあ工藤さんだったり高田さんだったりがいろいろ口を挟んだんですけど結構人害が言いやすいのでその状況を作り,出し作り出してしまった村,村人 J の落ち度だし2日目でまだ議論はやり直せたけどその状況を踏まえて白一を結構みんな置き出してたのでそれももう落ち度だと思ってるのでそこはもう高田さんオカミだったら勝っていいかなと思ってるのでもうオカミは捨てました。で慎太郎さんが人狼ハイビルさん上から慎太郎さんが人狼だと思っていて。 柴犬さんがね、今木さんのシーンを追ってる姿勢がね、昨日からちょっと見えてるんですよね。だから、慎太郎さん人狼、神童、名ヤさん、人狼かなと思ってます。感覚も、カラスマさんが白く初日からずっと見えてるので、柴犬さんを外すしかないかな、慎太郎、名ヤかなと思ってますけど、まあ負けかな。はい、まあまあ、番組きつかったです。それでは、メケンさんはビデオの停止を押してください。 梅県さんを主刑したりもかかわらず恐ろしい夜がやってまいりません。人狼人間の勝利です。おめでとうございます。皆様お戻りください。いやー無理無理。いやしんどいね。<laughs> <laughs> おいおい目でお戻りください。これ、ね、は,は無理やな。いやお仕無理です。<laughs> さあということでですね、はい、役職の発表をさせていただきたいと思いますので、いぎるお待ちください。<laughs> はい、ではですね、まず、えー、人狼陣営三匹、慎太郎カラスマメの三匹でした。あ<ー>いや無理無理。えねー。<laughs> えー、そして強、えー、人が今木さんでございます。強<ー>人今木さんでございます。はい、そして霊媒ーシーマイマイさん。<ー>はい、そして騎士久戸丸さん。 そして占い師が初日襲撃されてしまったスナパイさんが占い師でございましたスナパイさんは2日目柴犬さんを、えー、人間と見ておりまして、うん、初日のお次は高田健一さんでございましたこれ今木さんはし梅健人郎だと思って使用ですかいやもう死にたくて使用しましたあとはそう、ね、議論時間使おうかなと思って タイムイートプラスまあ自分が釣られればね、うん、少なくとも人狼が処刑されることはないので,でまあ時間を稼げてるというとこですね梅犬目線めちゃくちゃ辛かったでしょういやもうゲロ吐きそうでしたよもうもうねこれあの放送人狼じゃなかったらもうドチャクソ言ってたかもしれない <laughs> 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 ちょっとどちゃくそもう「ロックな!」って <laughs> 何やっとんじゃんって <laughs> じゃねいっ結構たっんですよこれすごいなすごいな<ー>なるほどな, <laughs> な,ほどなはいということで一戦目は人狼陣営の勝利ですおめでとうございますはいということでえー、まあね休憩の時間をもちまして、えー、と何かね感想戦とかはしていただければいいんですけども、えー、21時11、うん、時 5分くらいから、えー、再開したいと思いますので、21時15分には戻ってきてください。えー、っと、なので、配信者の皆様は普通にマイクミュートにしていただいたりとか、ビデオ停止していただいて大丈夫なので、えー、おのおの15分までには戻ってきてください。それでは皆様、お疲れ様でした。一旦休憩でございます。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、新太郎、クラスマさん、ナイス。 ありがとうございましありがとうございました。よかったね。やりやすかったわ。ちょっと。いや強いわ。しんちゃん。やばかった,たね。めちゃくちゃに読みが当たります。カラスマさんの紙して強すぎます強すぎまし <laughs> <laughs> これどうやっったたかんだなこれね、俺視点噛まれそうやなっていうのはずっと分かる。いや、分かる。スナパイ役持ちだろうなって思って噛まれてうわぁ。そうなのよ。で、初日に霊媒じゃない伏線だけは喋ゃべりで言ったから、ワンチャン避けてくれって言っていスナパイさん、初日しろ誰高田健一さん。そうですよね。まあね。 ちに入ったから残されたらワンチャンスぐらいの感覚ではいたんだけど、うん、無理だね <laughs>。<laughs> あれそ<さ>あ<れ>だって俺投票時に言わないですって言って俺に声寄せたところでじゃないそう無理無理。俺が霊媒師だったら出てるって。だから高田さんの言ってる初日の進行がもう本当にベストなんですよね。そうなんでね。慎、えー、太郎さんは2日目問答無用で釣りしかないんですよ。よねそう,、うん、そう行きたかったね。うん 俺が占い師がもし2日目誰か俺じゃなくても誰か使用してたら慎太郎君を占う理由を作ってるから人害が慎太郎君しろって言うかなと思っててだから俺は慎太郎君占い師さから外したんだよねあの村が想定してくれるとうん。あ 2日目1週だったらシ太郎さん釣りがベストかなってので。まあ例のが2週だったら逆にレールを出してる間に占い師からの情報でシ太郎さんの精査もできるからまあそちらがまあまあ楽かなと思って。そんのにない人が考えなかったね。そうまあ高田さんとシ太郎さんは弾かれて占いも出なかった状況も僕の苦手な単体精査の時間がまあやってきて。埋めてんしんとそうやったな、ね。たいやガチ2日目からもう死ぬ気で僕 なんとか頑張ろうとやってたんですけど、ちょっと追いつけなかったね。これさあ、あ潜伏占い師のコツを教えてよ。いや、なんか噛まれるよね。<laughs> 無理なのよ。噛まれちゃうからな。占い師はこの辺。回目だよ初日占い師はこの辺。占いそんな。<laughs> あ、ほかていう。<laughs> <laughs> だから、そう、前も言ったじゃないですか。占い師が占い師の素振りをずっとね、キープするんじゃなくて、村人が、あじゃじゃ、村人が占い師の素振りするんじゃなくて、 全員、火占いしをすればいいんですよ。よ占い師が火占い師をしちゃえばいいんです。それが正解だと思うけど。見えみたいなことすんのだって、占い師じゃないし用うさ、次の日占い師です、ババーンって言って、人狼から、お前占い師なんかってめっち,ちゃ気持ちいいじゃないですか。そう。潜伏占い師のだってメリットってか、ま、やることって噛まれないことだけなので、噛まれてないから、作戦としては成功だから。 村人陣営から一人火占い師の人が占い師をしたところで、えー、あなた火占い師って言ってたからじゃあ人外だったら別になんないからそれがまあ釣りに絡んでの火占いとかだったら関係ないけど議論中だったら別に関係ないから、うん、魚じゃなくてもあるけどああ間違えた俺前帰ってるわごめんなさい <laughs> 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 急に <laughs> <laughs> 何やったん今 いや、ほんま占い師苦手。<laughs> いやき、きつかったのもう笑いが出るぐらいきつかったもんな。<laughs> なんか村の人ごめんって感じだったけど。<laughs> ええー、まあ噛まれるのはもう仕方ないです。うん、いや、きついやろうなと思って。うん、何にもつかめなかったな。やっぱハイブリさん神から高田さんかシ太タさんにはいると思っちゃうな。うハイブリッサって俺してめちゃくちゃ楽になったから、超いいなと思ったんだよな。 いや逆に高田さんと慎太郎さんの位置を噛みたくないんだなって思っちゃったから俺が見って非強人髪多分そうですねうんよねハイブリさんでも噛まれてくれると俺の視点はハイブリさんのケアしなくていいからめっちゃ楽だなそうよねうんいやでもドロビチ俺カラスマさんまでは届いてないんだけどい無理やと思うよあの剣士慎太郎カラスマ駆動の精査がさ剣士途中で言ったけどあそこになかなか伸びないよね伸びないと思うね その俺も釣りのがいいと思ってた梅犬が残るパターンだと、うん、明や慎太郎どっちもは釣れそうだけどうん、うん、いや多分ほんとに烏丸さんだけは名はとろないな無理無理そうだねそこは絶対無理だなそうですね教授もめっちゃ祈ってました上に二色ぐらい色ってフフフフ圭介白ならまああるかもなって思ってました まあ村がどこを切り捨てるかだよね、今回はもう。2日目だから高<田>そう、ね。もう高田さん、2日目のせいで、正直、まあ高田さんオも,も切り捨てるべきだなーって思ったし、初日の漢字と、もう、霊能からの白いで。なんか、二日目、もうちょっと言えばよかったな。まあ、もう、慎太郎、ちょっと評価下がってるんでくらいのことを、ね、<laughs> なんか、うやむやになったよね、<laughs> 結構。スナパイさんの言葉もあったからね。 いや売らないが向かれてたからそうねちょっそっち側に意識がいっちゃって初日のことがちょっと全部ふわっとしちゃった感じだ。新太郎さんもマイナスがあったかって言われたら雑本さん釣ったくらいなんだよ。そうなんだ。まあまあ責任て取れ。あそれちょっと僕もまだマイナスないしね。新太郎さんのしやめてって言っちゃったごめんなさい。すいません。変わった。雑本城だった時の次の日は新太郎するよって言う。 に言われた瞬間、慎太郎君の顔がめちゃめちゃ驚いてめっちゃうかった。えってやってた。やばいと思ったよね、あれが。占い抜かれて、ああ、そんなところじゃなく、脳が全部そんなこと忘れてる。まあ、占い師いないのうわ、スナンパイさんな、ぽかったなとか思って。全部そっち側になっちゃった。ナンパイさん、全然分かんなかったな、占い師だって。僕も分かんなかった。ねえ。 前前は俺が人間の時に毎日、毎回俺疑うのよ。強すぎるよいやなんか巻き返してくるから、本当嫌だわ。本当いやだわ。い <laughs> やだわ。だって、むりむりそんな分かんないもん。でも、スナパイさん、高田さんの白持ってたら、私の読みは外してました。なんか、スナパイさんが高田さんをかませたいのかなと思って。あ,あ、わかる。スナパイはね、占いだろうけど、俺の白じゃないのかなと思った、初日は。 うん、うん、ああ俺もちそうじゃない,いそういうことは白、ね、みたいな。かるその別のとこ白で <laughs> こっちがにフェイクなのかなみたいな。ありそうよね。分かる <laughs> 自分でも分かるわで <laughs> 疑われてたから本当のこと言っちゃった。<laughs> <laughs> はい皆さんでは失礼はいではですね、えー、本日のラストゲーム2戦目を行いたいと思いますでは早速行きましょうか、はい、地獄のゲームにね、はい、<laughs> 地獄主催のゲー扱いしないでくださいよいや本当はね自投票ありにしようかなと思ったんですけど <laughs> まあちょっとやりすぎかなと思ってやめときましたあんまり意味もないし さて、ではですね、いきましょうか。本日は最終戦でございます。では、プレイヤー皆様、頑張ってください。では、いいビデオのテ止 <laughs> マイクシおをお願いしす <laughs> 楽しい。楽しそうやな <laughs>。楽しいね。楽しいですね。それでは皆様、恐ろしい夜がやってまいります。おやすみなさいませ。おやすみす。エアロスミス。 うん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 どうですかね2千面はスムラがやっぱいいな2日目が分岐だったなネット人狼とかだと強気でそのまま慎太郎をつり寄すと思うんだよな 慎太郎つってふん 新太郎黒だと俺が白くなってあでもそのパターンって高田紙が入るな慎太郎を2日目に釣った場合は高田紙が入って霊媒結果空路次の日霊媒紙工藤紙というルートだな 慎太郎から釣りが入ればさすがに高田紙になるわな。慎太郎釣って他の場所噛んで。霊媒結果慎太郎に黒まで落ちてると。多分めちゃくちゃきついから。そこ。が若干の分岐がもしかしたら。あるかもな。うん。 ぐらいかなあ新太郎まあそうすると釣り縄に余裕があるので烏丸は縄が届く可能性が一応は出てくるあてかまあ仮の仕様はどうなんだろうんどうなんだろうペロンペロンって感じだねあれプリコネが固まってるうん 難しいで,す、ねまあ、でか占いまあ、ほぼほぼ、まあ、アルティメットルールなのでね、基本的には狼が利するルールとされているので、まあ、初日に占い神でしょ。まあ、村側はもうしゃーないね、正直 <laughs>。ぶっちゃけ。まあ、大体いい何回やったって負けることの方が多い番目になっちゃったから。 まあ梅毛がね3日のあたりあもう負けだーって言ってたけどまあ正直負けですよね2日目ぐらいで正直内心負けだなーって感じになるよなそう経験があ,るあればあるほどまあ大体勝てないですよね <laughs> なると <laughs> まあ正直な話うんげになっちゃうからなんか推理とか感覚入れていっていいんだったら ってなるけどそんなのも多分やりたくないし多分メケンもそういうプレイヤーではないからまあ無理ですよね。なんとなく理論が立つようにしか釣らないしなんか勝ちを狙いに行きすぎてじゃあ感覚で釣るのかって言われたらまああんまやりたくないですしねそういうことは。 まあ勝てないなぁ漢字というのを狙っ考えて 4日,目4日目あたりでもう無理だったかなあれはな投票が村側があまあ、でもあれか工藤が1指定するって言ってたからワンチャンさ1あったのか工藤の指定先が正解だった場合はワンチャン慎太郎への指定入るかどうか可能性あったけどね最後慎太郎に質問してたから釣るなら誰釣りたいですかって高田さんって言ってた時にうんみたいな感じだったから あそこで慎太郎に行ける可能性が残ってたけどあそこで慎太郎に行って終わらない場合じゃあ今木が強人だったら慎太郎黒だよねっていうルートになるからそうなると高田氏梅犬を 慎太郎梅犬釣るのかなあれあなた梅犬て釣るの仮に慎太郎から釣りが入っていてゲームセットせず梅 あ,あどうなんだろうな慎太郎からズルルートが入った場合、うん、どっちだろうそれでは恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました一番 高田健史さんからビデオの開始のみを押して戻ってきてください。2番、慎太郎さん。3番、烏丸さん。4番、工藤丸さん。5番、マイマイさん。6番、スナパイさん。7番、メーヤさん。8番、梅賢さん。9番、ハイブリッドステンスさん。10番、ザッポンさん。11番、柴葉さん。 12番、今木さん13番、スケさん,<駅>さんそれでは13名現在生存でございます。それでは皆様、話し合い開始前にマイクのミュート解除マイクのミュート解除お願いいたします。それでは2戦目、9分間の話し合いを開始してください。どうぞおはようございます。え今すすぐレバイ出ていでありがとうございます、はい な,ー <laughs> あ<ー>なるほどね。はい。はい、その悲しみだったのね。ロラで、黙ります。考察残します、最後に。はい、はいうん。ちなみに今、梅犬何って言った方誰た、誰でしたっけはい、アイブリーです。あ、OK です。 なるほどね。<laughs> まあ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 。<laughs> まあ、釣り先が霊媒だからね。<laughs> うそうなんだよな強。強く言うけど、占い師じゃないです。<laughs> おおおお。<laughs> <laughs> いいよ、別にみんなは言わなくても、俺は違うね。笑いがないんだったら、まあ結構、私あんまりどうでもいいことなんですけど、<laughs> ケスケさんはなんか、梅賢さんが人狼だった時のことを考えて、今の質問しました、ハイブリさん。 ああもうまさにその通りで、あの要は梅犬さんが何かアクションしてたの、僕、見えてなかったから、なハイブリさんがその、梅犬何って言ったことで、梅犬さんが出て、例えば内通とかで、梅犬さんが人狼で出るよって決めてた場合は、ハイブリさんが内通通りの動きを促進するために出した可能性は、まあ、邪推ですけど、要素の一つとしては覚えとこうかなぐらいです梅犬さんってずっとこのポーズやったで、やってた。っ、うん、ってはいた、うん、あそうなんんかちょっとあんまり あすいませんなんかこれは僕の視点から見えなかっただけの話、うん、えと思えっでも僕その整理があったりかどうか分かんないけどその思考ができたケイスケさんは面白いなと思いましたよ結構。うん、カラスマま君はどっち、うん、慎太郎君と同じ意見でケイスケさんに質問してるあ、まあ最初に言った通り、まり、あ、どっちでもいいか,いいかなと思ってます。あああの正直梅犬さんの内訳考えたところでって感じなんで。うん まあ聞いた上って、まあ考えるんだったら、まあその考えだったら、まあ梅けんさんがいやいや出てきたのはめちゃめちゃ演技派だなと思いますけどね。なんか人狼だったら。か僕からすると、気づかんかったらよかったっていうぐらい。感覚です。<laughs> そうですよね。うん。名産って今何見てた。高田さんがなんか、投げキスしたいのかなみたいな動きをずっとしてるから。<laughs> <laughs> なんか高田さんかさ落ち着きないなって思って見てました。喋る理がないから、俺はもう6分間無言で言います。放送だから、それも俺にしんどいって。<laughs> スキップでいいと思うよ。スキップでいいと思う。分かるよ。喋 <laughs> るのはもう一切理がないと思ってるのでしゃべ、喋る <laughs>、うん。村のためならそれが一番いいと思うよ。はい、だから、占いじゃないって言ったら俺が喋ることにする。それでいいよね。<laughs> スナッパイさん、いいいいはい、何ですか太郎くん、オオカミじゃないですか、これ。 あの結論だけ言われてもわからないのでいや思ったかどうかだけれかですかうん思ってませんちなみに俺思った喋っちゃうけど喋っちゃえそれ聞きたいんですけど聞きたいえめちゃくせ後ろだしおかしいだろうそ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 ううそうそううそ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 そう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 そ 白黒出してていにまあそれに関しては, <laughs> はいいうんその返しに関してはう,うん、うん、って思ったえっと圭く君がなんかそこ広わんでもいいやん的な言い方やったらあんまり怪しまへんかったかなっていう感じそこんなに強く俺はそこまで怪しいんではないけど俺もどっちかって言ったら新太郎君の意見があんまりしっくりこんかった側<ー>当事者やしいな何言ってましたっけそ ああ、ま,まあ、素直にそのけいさんが梅犬配分に色を想定したっていう思考の伸び方が村っぽいなと思っただけです。いちゃもんなんですけど。工藤さんがし太郎さんを人狼だって限定したとこってどういうとこですか。うん、ああ、なんかそこはなんて言うんだろう。考えすぎかなって梅犬、ああ、柴犬さんに対して今思いました。まあ。細かい言葉のなんとかってやつですね。それは。あまあ、いちゃもんなんで大丈夫です。うん クド丸マルさんってスナパイさんにそのシンダさんサワカじゃないですかって聞いたのってスナパイさんの精査とか何も一切なくスナパイさんが議論ーを回そうとしてたから聞いたって感じですかあそう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 いうことそういうこと、うん、なんか勝手に変うそうつけました<ー>うんなんか今の話だと俺が気づいてないのが悪いみたいな感じにそう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 そなそうそうそうなうそなそう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 そ なんか最近おいしいもん食べましたか雰囲気的にあれよね霊媒ローラーしてる間にっていうことやったら霊媒の考察もあんま残さんでもいい感じ考慮しないって感じうん。狼が混じってるならどっちだろうぐらいの考察はしてもいいと思うけど。うん 基本的には心境で進めて別に何だろう影響はないと思うんですよ仮にオオカミが混じって立っとって、うんうん、ゲームプレイ内容的にそれはすごい納得できるけど最後考察残すなっていう言った梅家に対してごめんなっていう思ってるだけあ<ー>だまあじゃあ僕も占い師じゃないんで<ー>僕もちょっとだけ考察を出すっていうよりは村の思考をか、まあ、分かりやすく整理していく感じでやいくんですけど 新、まあ、太郎さんがケイスキさんに言って、高田さんと工藤さんから小怪しまれたときに、まあでも何にせよ議論が進まないんでって言ったじゃないですか。議論を進めるためだけになんか口走ったのか、本当にケイスキさんに対してそう思ってるのか。あ,あ<す>半分ぐらい本当に思ってます。うん、素直な感想です。ううん、全然適当に言ってるわけじゃないです。うん。ま、う、た、ん、んかあるかな。うん。

いや、ハイブリさんは役じゃないと僕は思ってます。何やねんハイブリさんの役か役じゃないか予想な理由はちゃんとあるんで。お何、はい、<laughs> の理もね。<laughs> <laughs> まあ俺の予想だから別に当たってるかはず。もう人外は参考にしてもらってもいいし <laughs> なんか 村か人狼か分からんけど、今の予想の予想に対して、ケンシが自信なかったんやなっていうのは声の音量でわかるよね。いや、自信あるわある。っ声やっ結構、本当にそう思ってる今、今。めっちゃ小声やったね。なんか、そうね。これ、高田さん、人狼で本当にハイブリさん噛んでてほし、噛んでほしい。なんかもう、でやんだって村にないし、<laughs> <laughs> 外れて、<laughs> ハイブリさんじゃなかったっていう2日目にな。 これでハイブリさん噛まれて、高田健志が人狼じゃないパターンってあんまりないと思うよ。<laughs> <laughs> 確かに。どうなんう言,え言えば言うほどハイブリさん噛まれそうにな。っハイブリさんだけすごい不憫なんだよ、ね。ハイブリさん。噛まれなかったら、噛まれなかったら、なんか言われるレベルまで来ちゃってる,気がする。<laughs> これだけ欲しいな。<laughs> ハイブリさん役じゃないよ。<laughs> タカさんの方が噛まれそうだけどなぁと思います。俺？はい。まあどこ難しいと思うけどね。困ってるとき。いやいや、神一が。<laughs> が誰が噛まれるか予想立てます？みんなで。 それあるかもしらんで、終わりこ、割りことにやりますか。じゃあ僕は僕今木さん噛まれる。え私も今木さん。ああはい。そうなんだ。いやでも話振りたくないという感覚も持ってる。僕僕が噛まれるかなって思っていやもうね。 あ、あんまあんまあんまその発しない方がいいよ。いやいや本当になんかさすがにちょっとやめた方がいいと思います。逆にみんな出していく。いやみんなが自分が狼だったらどこが噛まれそうって言うという噛まれた位置によってはなんか噛みにくくなる位置ができるかもしれないよ。うん、心理戦がちょっと思われるなんかそこ <laughs> まで出たならもう全部出した方がおもろいかなと思ってる。<laughs> そうそうそう。クラス場に聞きて俺。 <laughs> それでは話し合いが終了となりました。<laughs> 投票のお時間でございます。投票をお願いいたします。じゃあじゃあ投票します投メイケンさんに投票します。私が人狼だったらあえてスナパイさんを噛んで、占い師に出て、信用勝負します。はい、以上です。<ー>はい、メケン投票します。ザッポンさんに投票します。 ちなみに僕もスナパイさん噛みますね。ちょっとカラスマさんとは生きがいそう。ハイビリさんは僕の考察だと役職じゃないです。タ橋さん、違いますよ。どうします。富山うん、ザッポンさんに入れます。うん、リアリーな、この発言込み込みで考えると、自分の発言を込み込みで考えて、第三者でここにいると考えると、そう。 正直 <laughs> かぶっちゃうけど今期ひっちょがそうねこのこみこみで <laughs> 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 まあそんな感じです <laughs> あはいあざっぱ投票します投票をメケンさんに投票しますなんなんだろうななんかそのだ自分が狼だったら狼ますまあめっちゃ面白いというふうに思うんですけれどまあなんかなんだろう なんか変なねじ,ねじれた方の黒耳も人流はしやすくなっちゃうような気がするから、なんか僕あんまりしない方がいいかなっていうふうに思いながら聞いてました。はい、あんま残せることないですけど、なんか僕はなんかく工藤さんは狼っぽくないなとだけは思いました。はい、でも全然自信はないです。以上です。今木投票します。梅木さんに投票します。占い師です。許してください。<laughs> <laughs> おいいね。言えたお前白崎伏せます。言いません。以上です。あ、どうしますいい新太郎占い師ですいい。いいじゃん。丸さんが人間です。いいじゃん。いいゃんあそうですね。今木さんは人狼だと思ってます。そのことから、名役は人狼じゃないと思う。今木さんの神懸念をした名役の やるあんま見てない。だからそこに乗ったまやまやさんも、まあ、前はいまきはギリギリないかもしれないけど、名暗今きはないかなと思ってます。やれてるから。か工藤丸さんが人間です。投票は明けいさんです。はい、ど、は、ういきます。雑本さんに投票して、僕、99%んた太郎君が本物かなと思ってます。わかる。投票がまだ残ってる中で、白伏せはこうなるんで。わかる。 今木さんは本物に見見ええててないっていっうことです見えませんんんね俺もはい投票しまますすう梅さに入れあ霊媒師の内訳はどっちでもよくて今木さんってマックス強人っぽいからだったら霊媒に人狼がありそうな方から投票すべきかなという感覚で梅賢さんに入れましたが、えー、と内訳に関しては別にこれ確定の推理じゃないのでみんなが思う思いの投票してくれたらいいかなと思います。 今木さん噛まれるのが嫌だったっていう感覚に聞こえる仕様だから強人っぽいのかなっていう感想を持ったけど早めに占い師仕様で投票してしまうんやったら絶対後から対抗出てくること考えたら絶対言うべきでしたよ結果はい千葉県投票します投票は梅県さんに投票しますえなんか僕そこに関してはちょっと考え逆だな逆に言うと今木さん声が100入るポーズだったから慎太郎さん自身が噛まれる位置じゃないなって僕の中で思ってたから 慎太郎さん、なんで出たんだろうって、僕は正直思ってた派ですね。白瀬、まあの半人の話は、まあ、分からんでもないなと思いますが、僕なんか70%ぐらい、今木さん本物かなって、僕は思ってる以上です。投票します。えっ、ー、と、ザッパンに投票しておきます。例、ま、の、あ、どっちでもいいですの投票です。梅家の方に票がいっぱい入ってるから、ザッパンに入れるだけ。 僕は占いの精査は柴犬の方が近かったかなって思ってます。ただ、そんなにえっ、ー、と自信がないし、工藤君とかスナップさんがやったことがえっ、ー、と理解できないとか納得できないっていうわけじゃなくて、そういう考え方もあるなあ。なるほどって思えたので、別に怪しいんだりはしてません。以上です。けいすけ投票します。梅健さんに投票してでしまいますね。ごめんなさい。 えっと、柴犬さんとハイブリさんが言ってた内容なんですけど、僕はその慎太郎君の仕様に違和感はなく、慎太郎君って今木を人狼だと考えていた場合は、別に出た方がいいんじゃない結局、どっかのグレーが。ほぼほぼ護衛が今木に座,座れて、今木自身が人狼だったら、ね、慎太郎君はその懸念があるはずだし、あと慎太郎君のいいなと思ったのが、今木さん、人狼だったら、明也くんがと今木さんに対して、今木さん噛まれそうって、ポロっと言ったのが、人狼同士ではないよねっていう考察まで。 結構僕はあの前々もすごい何て言うんだろう乗ってくるというか乗ってきたっていうよりはもう一緒ほぼ一緒みたいな僕が今木さんって言ったそ途端に分かるっていう感じで来たんでまあ本当にそう思ってたのかなっていう感じがするから僕は前々と結構思考は似てるのかなっていうかまあ あ似てるっていうか、その変なところに似てるって感じですけど、まあ思いました。そうですね、まあ占いに関してさ、どうだろう、ケースケさんの話を聞いたらまあ確かになって思いました今木さんを人狼で見てるんだったら死んだろが出る理由がわかるから、ケースケさんい意見が分かったんで、そこは印象が今のところいいです。はい。問いを考えてる中で、そうだけメケージを公表します。そうですね、なんか。 圭介さんが私はグレーを見てたときに、柴犬さん、圭介さんの位置に人狼いるんじゃないかなって考察したんですけど、結構占い師のえっと情報から圭介さんの意見が聞けたので、それを踏まえて、明日の結果と一緒に考えていけたらいいなって、今日は思ったという感じです。以上です。それでは <laughs> 投票の結果、本日処刑されるのは梅犬さんです。では、最後に遺言をお願いいたします。はい、えっと 今木さんは確かに出たタイミングとかで言ったら占い師か強人っぽいのは分かるんですけど、今木さんが強人の時に、えー、あのタイミングで、まあ、もうちょっと占い師を渋ってもよかったし、占いをまを真ん中ぐらいでして、白先も出して、一、二陣形だったらグレー詰めって僕は全然ありだと思ってるタイプなので、初日のみや、占い候補、あ占いじゃない、あのー、グレー幅を狭めるために。ただ、それすらせず、霊能者の狼を助けることすらせず、 あの後もし対抗が出て来ず白崎も捨てた状態だったらオオカミって今木さん髪しか選ばないからただ自分で護衛成功させ偶数進行にさせる動きをしただけの今木さん狂人なのであんまり寄ってなくて売らないか人狼かなって思っててその後のみんなの審議判断で今木さんが人狼だあ違う偽物だと思ったらどっちかというと僕は人狼寄りで推理した方がいいんじゃないかなってのとそうなった場合は アクションのなんか速さ的にメイヤさんとマイマイさんは相方じゃないのかな高田さんはあるかなと思ってますまだ以上ですシンですそれでは梅ケンさんはビデオの停止を押してください梅ケンさんを処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります生存した皆様はビデオの停止を押してくださいそれでは皆様おやすみなさいませ 霊媒に狼いたら投票を抱えてそうだよなーっていうメタ。イヤとマイマイが狼で、梅ンカ雑報に狼いたら投票を抱えそうっていう。内訳わかんないけどなー。心境新労。新労新境。どっちだろうなー。これに関してはまじ内訳わかんないど、どっちもあるなー。郎新心新心新郎新郎労心もある。 全部あるねうんうん全部あるなわかりまへんどうだろうな 2二番目はまあでもいいですね全然。 どうだろうな今木慎太郎。慎太郎。慎太郎ん。ってかね、慎太郎が狂人。ああ、いや、慎太郎が狂人、今木が慎。で、霊媒新郎の内訳はあったりするな、普通に。 議論の感じからどんな感じだろうなぁ。まあロラ完遂してにじんがいまでは確実に落ちるから五日目までは確定でいきますね。じゃこれと食べよう。うんうんうん。うん ここ護衛占い入れないでほしいな正直噛まれてもいいなどっちかワンチャングレーでグッジョブとか起きないかな信用勝負は割とあると思うけどなこれ割とあると思うしかまれてくれてすり縄余裕持った状態で二陣外消したら結構楽だし 占い師噛まれてしいか,もかもネギかもねぎこれうまいな森永製菓株式会社のカレカレードショコラ、えー、芳醇なヘーゼルナッツピンク色のパッケージです四角い箱でこれめちゃくちゃうまい、えー、カレードショコラ森永チョコレートカレードショコラショコラノア Z 1918年以来受け継がれたチョコレート製造技術の結晶ベネズエラ産カカオ豆を使用した加工55%のチョコレートにヘーゼルナッツとアーモンドを練り込みましたアクセントに加えたカラメルチップとともにチョコレートの美味しさを楽しめるコンビネーションチョコレートですこれうまいこれめっちゃ美味しいマジでうまい グスです、これ。あのほんとにこれよりうまいお菓子ってこの世にないんじゃないかなうな,ないないなこれよりおいしいお菓子あるとしたらベビーカステラぐらいだと思う

明日日月曜日何しよっかなぁ動画編集がねまだ終わってないんだよなぁなんとか終わらせて動画編集ガチで自信あってさ結構早くできる人って今見てたりしません <laughs> その <laughs> あのアドビのプレミア使えてで、サムネイルも作れてであ、結構すぐ3日もあれば作れますよみたいな人っていないですか であのセンスある人ねセンス結構ねこれが重要なんだよなセンスがある人あとねないっ毎回のはねテロップをね自動で入れてるから5字がクソほど多いんだよね最近 YouTube であるあるだけどあれめっちゃ嫌なんだよな恐ろしいあ失礼1番田形健二さんからビデオの開始のみをして戻ってきてください2番慎太郎さん3番烏丸さん4番工藤丸さん5番マイマイさん6番スナパイさん 7番、名屋さん。8番、梅、あ、失礼。9番、ハイブリットセンスさん。10番、ザッポンさん。11番、柴犬さん。12番、今木さん。13番、スケさん。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者は、高田健一さんです。高田健一さん、ビデオの停止を押してください。そ, <laughs> それでは、皆様、現在、11名生存です。 では、マイクのミュート解除マイクのミュート解除をお願いいたします。話し合い8分間で開始してください。どうぞ。お願いします。人狼あ僕も人狼引いてます。人狼引いてます。どっちから開始しです。初日、僕、メーさん、白持ってます。はい。言っちゃいません、そのまま。スナパイさん、人狼です。ハイブリさんが人狼です。どないに欲しいです。 えっと、僕視点、慎太郎さんの打ち明けが何者か分からなかったが、目んの白持ってたので、一旦マイマイさん、圭介外す。で、投票中の意見で、ハイブリさん柴芝健さんの意見が良い。で、慎太郎さんとの絡みから、工藤丸、高田健志、圭介はケは一旦省いて、烏丸さんはスナパイさんで、まあ、僕視点、占い師的にはちょっとスナパイさんのなんかまあ、非占いですみたいなのがちょっと印象良くなかったんで、占いに行きました、人狼です。以上 クロクロ占いを話します今草さんはオオカミでおいていったメイヤさんとマヤマヤさんを除外しましたで僕が探偵で白を拾っていた形成さんとスターパイさんも除外しましたでそれ以外で昨日気になったのが、まあ、柴犬さんが僕が僕に若干不信感を抱いてハイブレさんがそれに若干乗った感じがあったんでここの二郎は見えなかったんでハイブレさんのを見て人狼結果僕は柴犬さんは白でその意見を利用したハイブレさんオオカミだと思ってます ザッポンさん釣り希望。ザッポンさん釣って黒ロラでいいと思ってます。うん釣り順はそれでいいんじゃない僕釣りは別にいいんですけど、まあ、可能だったら僕は黒を打れてる人の色を見たくて、僕は占い師であれば、僕は慎太郎さんと今木さんだったら、慎太郎さんの方が本物目で見てます。はい。偽の黒釣って芯噛まれる目やだから。うんうん ごめんって感じで両方のク雑歩の言うことも分かるけど僕は,僕は、ね、そういう主張しかしないよっていうだけうだね。うん、<laughs> そりゃそうだ。まあね。んとー、こ,<う>これ別にさ、クロロラは別に俺は飲む前提でちょっと話をするんですけど、うん、今木さんを人狼と見てます。雑歩の結果抜きにして、霊媒の結果は関係なく議論するっていうのは初日に決めてるはずだから。 占いを新郎新境、どちらで追ってますか皆さんは。新郎新郎になったかな黒打ちは強人でちょっとしにくいんじゃないかな真木さんがスターパイさん黒ってからそうっぽいっぽいっすよね。ね。オッケーケースケの意見聞きたいんですけど。ケースケケースケ、ちょっと難しくて。でもさんは は人間っっぽいなって思っててそれは慎太郎君が偽物ででもねで俺が昨日初日懸念してたことって、ハイブリさんと梅メケンさんの人狼同士があるかもってちょっとだけ思ってたんですけど、けど、梅メケンさんって結果白の人だったんで、ハイブリさんを疑う理由は特にはなくなったんですよ。ただ、まあ、そのハイブリさんと柴犬とあのまはあ、予言の精査が単体で違った人だから、その新しい視点でちょっとハイブリさんのことを考え直してる部分があって、ハイブリさんってその柴犬の意見に乗って、 僕も今木さんの方が死んだと思うよって言ってた人で、現に今日、慎太郎君の方からハイブリさんって人狼って打たれてるじゃないですか。 だから、えっと、ざえっと、ま、あ雑報の審議問わず、今木が人狼だったときに、ハイブリさんが今木さんの肩を持って、で、慎太郎君から見つかってるかいる構図もあり得るかなって思って、ちょっと考えてますいや、そうなんだよね。今木さの時点のあ、ちょっと意見、今木の時点では占い、信教だと思っていました。その場合、今木、はい、さんが強人だった場合って、アピールせず、噛まれ懸念だけ回避した、強人に見えるっていう話になると思っているので、それに関しては僕は、 まあ工藤君はかなり強い意見を出したけど、僕はスナパイさんの方が乗っかったふうに思っていました。進路になったので、結果的に合ってるほどえ言ってたんだなと思うんですけど、僕が、昨日進路が分かっている状態で、その意見で柴健さん乗っかるような人狼に見えますか僕は人狼だった場合、それが見えてますよね、進路が。そうですね一応、そこかそうですね。ただ、ハイブリさん自身もあの投票の最後に、まだそんな強いサイズ気はしてないですっておっしゃってたような、うん、あそうです。 えっと、印象として、えー、柴健さんが言った意見の印象の方が近い意見を持っているよ。うんうん、ただし、工藤君、スナパイさんが言った意見というのは理解ができるっていうふうな意見の出し方をしています。ありがとうございます。なるほど、そう見えるんだっていうふうに思いましたす、ね。僕はただ占い新業だと思っていたが、うん、その場合の今木さんの強靭否定ってめちゃめちゃできるよねと思ってたから。投票順番的に、多分工藤丸、スナパイハイブリっていう順番だと思うんですよ。で、僕は確かに占い師の内訳に対して、今木さんの出方と、 まあ CO を伏せたやり方は、人狼よりは強人に見えるよって、僕は慎太郎君の使用の後に投票でそれを言ったつもりだから、で、それだったら、霊媒にオオカミがある可能性がある方だったら、梅賢さんの方じゃないと思って梅賢さんに投票したっていう流れなんだけど、占い師に言及した中から、占って黒を打ちやすい位置ではあったなーっていうので、夜時間反省はしてました、僕はね。<laughs> うーん く工藤丸さんにお伺いしたいんですけど、人狼だと全然疑ってない前提のも、まえっとで、僕が昨日、素ををせをした思考とかって開示した方がいいですかあいや、大丈夫です。状況だったら別に割とフラットに考えてますいや、今、疑心でしかないだろう。今、うん、私の,のところで、前々<の>さんのところでちょっと噛み砕けなかった部分があるんだけど、うんうん、そもそも、えっと、グレーのうちは、グレーで疑っ,疑ってたのが柴犬今、今のどっちかに人狼がいるっていう思考を持ってたってことです いやなんか、雑感っていう感じなので、深くはないしあの、特に情報がなかったんでぐらいですけど、うん、言ってます言ってますで、今木さんの発言を聞いたこと、圭介さんの発言を聞いたことで、圭介さんの印象が良くなったから、この二人がどういう関係値で見えたのかなっていうふうに思ってて。えっと、圭介さんと柴健さんの、私が注目してたのって、しゃべってない人たちに特に注目している、かつ、私が結構盛り上がっちゃって、今木さんに対して、 あの占いでしょうみたいな感じのテンションだったからそれで今木さんで結局カミングアウトが出たじゃないですかでその後に仮にでも慎太郎さんが出たっていう構図だったんでここで慎太郎さんが出るんだっていうところで一回思考が変わってでもそれでも今木さんが本物らしいでも今木さんがじゃあ人狼だった時にそれを言われた人ってきっとなんか。 静かにしてるかやばみたいなはリアクションになるんじゃないかなって思ったっていうような,なんか盤面とか意見っていうよりも自分の世界の中で柴健さん圭介さんが注目したい位置になってたっていうようなことを素直に発言しただけわかりました烏丸<ー>、はい、さんとか明哉君とか今どうですか私は昨日脚本を描いていて <laughs> なんか面白い <laughs> そうだったら面白いなっていうのが。 まず慎太郎さんが狼で工藤さんが狼でスナパイさんに対してなんか相方の慎太郎さんに対しておおかてですてでだよねみたいなこと言って <laughs> でその後に何か今木さんが出てきて慎太郎さんが出て工藤さんが慎太郎さんのシーンをあげるっていう妄想を描いてました。<laughs> で今はどうなのよ <laughs> 今は正直うん。 そんなに変わってないですかね。あ、別に慎太郎さんのシーン、もともとそれ妄想なんで、別でフラットで考えてますよ。うん,うん。まそんな大きく心理つけなくていいと思ってます。まあ、そうですね。僕は、僕結構自分のこと白いと思ってて。あの、今木さんが人狼でも、信占い師でも、めちゃくちゃ白い人だと思ってるんですけど、うん、どかね。その。俺視点は特に白いと思ってます。<laughs> ねやばいばい、山井舞は。そうですね。うん。うん、触れずに、噛めばいいから。 うん、そう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 なんですよ、うんうん、でもまいまいは僕はそ触れずに噛めばいいっていう点ではそこには入らないかなって僕は思っちゃいます。僕はまあ、うん、言えばいいってい自分から出してるんでそこは確かにお互いそうですね確かに私もそう思います、うん、かなそれでは話し合いが終了となりました投票をお願いいたします、うん、どうもさ,さっ先ちょっと行かしていただいて雑報さんに投票し,しますでどうなんだろうスマパイさんから見た時のその名屋さんまいまいとか かまれるだろうの反応の部分って、スナパイさんから見てどうなんだろう、これはなんかスナパイさんから見ても、メ屋ヤさん、マイマイさんの印象って高いのかなって思ってたから、ね、両視点、そうなら、メ屋ヤさんとマイマイさんって相当信用できそうだなって、そうなるなら、したはい投票は雑本さんにします。 まあ黒崎のハイブリさんとスナパイさんに関してはここで黒の差異をつけることは私はできませんでした占い師のまあ印象に関してもあれだけで内訳が信教信羅と言えるものは私はなかったと思っているしそこからなんか占いがオオカミだからどこどこ、えー、ど例えば慎太郎さんがオオカミだったらここがオオカミもしくはここはオオカミじゃないっていう推理は今のところする気もないし共感もできないです。 単体で怪しいところを見つけていきます以上です投票しますねザッポンに投票しますえっと僕視点ザッポンめちゃくちゃ死んだと思っています結果をから考えるとだですがザッポンが僕が人狼軸の方の占い師を死んだと思っている慎太郎くんを死んだと思っているので邪魔なので死んでほしいと思っています以上です <laughs> はいあじゃあ ザッポン投票しますごめんなさい、ね。<laughs> 早見さんに投票しますね。<laughs> えっと、まあ、ちょっと早見さん怪しいと思ってるところがあって、えっと、早見さんって霊媒を新軸で見てて、で、占いの新軸で見てて、で、霊媒で狼があるなら、僕は、あの、えっと、僕はおって多分ないかなというふうに思っまあ、まあ、あるのかもしれないけど、まあ、ないかなというふうに思ってて、梅憲さんじゃなくて、ザッポン投票したところっていったところは、まあ、霊媒が決まってるとはいえ、ちょっと怪しい要素かなというふうに思ったところが1点と、あと、岡、ま、田、あ、が、えっと、工藤さんと、 ケイスケさん結構人間かなっていうふうに思ってます以上ですお願いしますえー、っとザポさんに問いします僕はえっと今のところ僕の考察ですいや言わない方がいいか僕は一位ときます僕は慎太郎くんの方がローの方かなと僕は思っ えー、理由はまあ、その、慎太郎って、その、工藤丸さんとかに、高田さんとかに、やっぱ初日に人狼じゃねっていうようなツッコミをされてた人間で、で、そうするとやっぱ慎太郎って、逃げ先として、占い師にカミングアウトした方が、行動としては合ってるのかなって、僕はちょっと思ったかなって感じですかね。以上です。まあ補足すると、スナパイが黒だったら余計にね、はい、スナパイがシー投票します。投票者っに入れますが、まあ、正直、ドレバーシーの打ち明けは分かっておりません。うんどうなんですかね。 まあ一応占い師としての初日思ってた心境を語ると議論に入った方がいいのかなと思いながら貫こうと思いながらなかなか苦しい世界をあの過ごしてました。ケスケに僕はずっと思いを馳せてるんですけどケスケが何者なのかっていうところね慎太郎さんが人狼塾で考えたらケスケってなんか城上げされて評価集されたっぽいポジションだけどケスケ単体の意見がちょっと聞きたいなと。 思ってます以上。いいですかと言っても。<laughs> 投票は、ハイブリさんに入れておきます。うん、一応対抗軸ということでね、あのー。ザッポンさんに必ず今日入れる日ではないと俺は思うから。俺の視点からは、メイヤさんとマイマイって白いです。えっ、ー、とー、今木さんが人狼で、その仲間が今木さん噛むと思うって言わないと思うから、今木さん人狼 がいと今思っているから、めやまいまいが黒と思っていないです。で、めやさんに一言言っておきたいのは、慎太郎君は出ないでい、岩きさん、れんがみでいいやん。れロラなんだから。はい、けすけ投票します。ごめん、今日はザッポンに投票します。申し訳ない。うん。 まあなんかハイブリッんを初日に疑った理由は今、自分の中でなくなってて、なくなってるんですよ。だから、新しい要素とかでいろいろ考えようと思って、可能性、ハイブリッんに対して今日言及したことも可能性の一つでしかなくて、ただ、ハイブリさんから返ってきた言葉は、自分の中ではなんかあんまり悪くな,ないなって思ってる気持ちがあるんですよ。だから、結構人間っぽいなって思ってる名役が言ってる通り、慎太郎君の人狼、要は今思ってる有限心理と反転して考え直すことも、 全然夜時間の間に整理したいなって思ってます以上です投票します投票はサッさんに入れます僕が今木さんは狂人っぽくないなと思ってる理由が一個あって狂人だったら普通に白打ちが安定かなと思うんですよね白打って囲った方がアピールできるから囲わないっていう行動が僕は人狼の方があると思ってるんでで僕スナーバイスさんと一個違うのはメイヤさんはないと思うんですけど前ヤマヤさんの狼はまだ追ってますあくまでメイヤさんに まあ、したかったって言ったら、あれだけど、後に乗っかってるとも取れるし。僕実は今日、柴犬さんが、まやまやさん若干詰めて、その返答、あんましっくりきてないんで。まやまやさん農家では、まだ懸念しています。はい、柴犬投票します。投東洋雑本さんに投票します。まあ、今日二人、占い師二人の占い位置が、まあ、結構自分、なんか似たようなところを占ったなって印象があるんで。なんか、正直、あんまり判断はつきづらかった。初日ほど、別に、まきさんが本物だとも思ってないです。今、現状としては。 明日だな、明日の占い位置と理由が結構僕は重要視したいタイプの人なので、ちょっと明日楽しみにしてますね。以上ですちなみに今木が真に見えて、せくの狼だらハイブリさんのザ・ポンさんに投票します。ハイブリさんのザ・ポンさん、結構本物だと思ってるっていうのは、まず素直な意見だなって思ったと,とともに、私はそれでも今木さんの心境を聞いて、素直にまだ今木さんのことが本物なんじゃないかなと思ってます。でただ イ屋さんのことをさんは私は人間っぽくないって言ったけど、私がもし人狼だったら、あやっぱり今木さんが例えば、あの占い師だったら、かむわと思ったから、やっぱりその発想をして、この結果になってることは、イ屋さんは人間なんだなって、私から思います。それでは投票の結果、本日処刑されるのはザッポンさんです。では最後に遺言をお願いいたします。 占い師審判は、うん、あなんか投票中の発言聞いて、まあ、ちょっとなんかもなんだろうフラットになりつつ,あるなりつつもあるけれどまだ自分の中では若干慎太郎さんの方が本物かなというふうに思っているところではあるかなとは思ってはいますね。うん、結構なんか難しいなというふうに思っていてなんか裏裏どちらの占い師が出したら黒先もなんかなんか前日からのつなんか繋がりを終えるようなところに黒を打ってるなという感じがするから。 なんか、うんなんか <laughs> どっちもあるなっていったところではあるんですけれど、まあ、あの、あの方が僕は初日、なんか占い師として、なんか少しでも何かしらを拾おうというふうに思ってた人物だと思ったんですよね、その圭ケさんとかのあのくだりとか、その諸々含めたところに考えても。で、まあ、今木さんの立ち位置としても、まあ、何していいか分からんという状況も分かるんですけど、僕はなんか、慎太郎さんとかあのかうが、占い師としての動きはしてたかなっていう感じでは考えてて。 でまあ、僕、今木さんの,あの初日資料言わなかったところはマイナスで取っちゃってる派っていったところで、慎太郎さん、死んっていうふうに傾いてはいるっていったところですけど、まあ、砂イさんのもだなんだろう、慎太郎さん狼だったら今木さん礼かすればいいんじゃないっていうのは、どっちも言えることかなっていうふうに思ってもいるので、まあ、ちょっと <laughs>、うん、まあ、それはどっちも言えることかなっていう感じには思いました。で、まあ、工藤さんは、初日に慎太郎さんに向けたところとかも含めても、慎太郎さんをしろって言ったところも含めても、どうやっても工藤さんをろかなっていうふうに思ってますし、 で僕はケースケさんのあの工藤さんのシロの救い方とハイブリさんに対しての精査の更新の仕方っていったところを含めてケースケさんは人間かなっていう感じに思ってますますっていったところですねカラスマさんとか柴犬さんとかメイヤさんじゃかしよかなマイマイさんもちょっとわかんないなって感じで見てましたはい以上ですそれではザッポンさんはビデオの停止を押してください マイクのミュートをお願いいたしますザッポンさんを死刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります生存した皆様はビデオの停止を押してくださいそれでは皆様おやすみなさいませちなみに今の局面のハイブリの状況でハイブリがまあ狼だろうが村だろうがどっちでも自分がまあ釣られるのは嫌じゃないですかでその時にそのコメント欄とかでもあったけどザッポン真に見ていたらザッポン真でも釣るべきですよちなみにね ハイブリの視点は、まあ、理由は盤面から解説すると、えっと、ザッポンが生存ルートを取った場合でも真決め打ちの盤面は絶対に訪れないですその場合スナパイから釣ったら次の日ハイブリザッポンでザッポン生存ルートで釣った場合ハイブリスナパイザッポンのルートがあってハイブリから釣られたら、えっと、ハイブリが村の時新占い師が噛まれてしまう懸念まで出てくる。 雑本、えっとえっと、から釣りを入れたら場合雑本ハイブリスナパイ雑本スナパイハイブリの釣り順があるので、えっと、そうするとハイブリから見た視点は雑本、えっと、生存ルートを取った場合は1人目に釣られるか2人目に釣られるか確定です雑本を釣りを1回挟んだ場合は2人目に釣られるか3人目に釣られるかが確定するので 絶対しかもザッポンはあのー、ハイブリの方が陣外だと思ってるんだからハイブリが陣外だろうがこれは村だろうがどっちにせよ、えっと、釣られ順が、えー、ザッポン製造ルートは1番目か2番目ザッポンから釣った場合は2番目か3番目なので釣り順が絶対後発に回るのはザッポンから釣ったルートでしかないから確実に自分がザッポンのことを真って思ってようがそんなことはどうでもいいです。 絶対にザッポンから釣るべきハイブリが村だろうが村狼だろうこれはうどっちの陣営だったとて盤面上それが絶対正解択だからどっちの陣営でもねこれ村でも狼でも残ることを優先する場合は必ずザッポンからですハイブリ視点は、まあ、他の視点は知らないですけど 神様教授ね、ご主人に苦労出した可能性もあるよね。あるから何なんだよっていう話だよ。あったら何なんだよ。だからあったら何あったら勝ちです。<laughs> あったら村の勝ちですけど、でそれ考えて何の意味があるの勝ちです。だから考える意味ない。だって村の勝ちだもん、それ。おめでとうございます。 価値覚ですちなみに慎太郎が強人です、えっと、ハイブリに黒出した場合でも雑ッポン黒角だからな <laughs> 盤面上だからそんなことどうでもいいです雑本の黒まで確定なので黒ロダで終わりだし雑本の黒まで確定してるからもし慎太郎が強人だった場合ねだからそんなどうでもいいこと考える意味がない だって価値が、村の価値が確定してることなんて考えたって何の意味もないから考えない方がいいですよ。人狼やるときにそんなこと考えない方がいいです。だって価値が確定してることに思考の理想さえいても何の意味もないから。 だハイブリは。てかあとさ自分のことを人外だと思う人間は釣り長いよいよある時にそいつが2択に上がってるんだったら絶対そっちから釣った方がいいですよ。 当たり前だけど自分がその人を白いと思っていたとてね自分がその人のことを白いと思っていた、まあ、今回の状況に限らず2択とかなんか釣り縄候補に自分のことを疑っている人物がいてでその人のことを自分が白いと思っていても絶対釣るべきです基本ね。 あの投票1票もらうことが邪魔だし、そいつが村の時に人外票プラスそいつの1票で負けるなんていうのはまあ、さっきの1個前の村とかもそうですけど、えっと人外が3人で村人が4人になった時あるじゃないですか。その時に1票がぶれると負けなんです。これ8人盤面とかでも起こりうるんだけど。えっと1票ブレると。同数とかになるし。 いや人外3村が5でも44で同数になってしまってもきついので、えっと、8人ぐらいから1票ってめちゃくちゃ邪魔なんですよ仮に村だと思っていたとてね村だと思っていたとて人外が投票を固めて村のたったの1人分の村の1票で死ぬのでだから自分が白いと思っていたとて釣りな余裕がある段階だったら絶対釣った方がいいですその人の投票をもらう危険性が。 その人が投票をもらって負けるっていう可能性が全然高いから、一票で、村の一票で負けるので、だから、人外だと思っていないから釣らないなんていうのは、まあ、正直あんまり上手くないです。よくありますけど、人狼ゲームで。この人人外だと思ってない。でも、その人が自分に投票が向いている、かつその人が釣られるそうな状況だったときは釣った方がいいです。あのー 自分分へ向く投票1票分減らした方がいいじゃないと盤面が8とか7になった時そこで負けちゃう可能性があるから1票分邪魔ですこれオオカミの時ですらそうだし村の時もそうだけど1票邪魔なんです <laughs> <その笑>たったの1票がめっちゃ邪魔なのであのそのたったの1票分を削った方がいい。 本当に邪魔だよ。マジで。ガチで邪魔だから。それでは、てュタ太郎さんからビデオの開始の様子をお届けください。3番、カラスマさん。4番、クド丸マルさん。まあ、ワりキと、ジャイマんでね、投票がガレイにいる。番、サパイさん。7番、メヤさん。8番。9番、ハイブリッド戦ンさん。11番、柴犬さん。十二番、今木さん。13番、ケ介スケさん。 その思考っって別にどっちでもいいから恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました昨晩の犠牲者はカラスマさんですカラスマさんはビデオの停止を押してくださいそれでは現在9名生存です皆様3日目の話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたします7分間の話し合いを開始してくださいどうぞおはようございますおうすおおしゃれですね柴犬さん白ですお<ー>前前さんが人道です おお。毎回ミュートやで。あ、すみません。い<や>はい。新た郎くん視点は僕毎回、うん、はもイマきさんかえっ、ー、とまあネーに混じってるなら雑本だった場合は雑本ね。ねえっと一応ウルトリーマ話します。まあ昨日も言ったんですけどやっぱり僕毎毎さんに関しては懸念があったし、まあ割とその初日の要素のみでずっと,、えー、とイマキさんのシーンを追ってる感じだったから、まあすんなラインからって考えて、別に白目蹴りからも良かったんで。 もう僕目線乗らないちってもう消去法で前前終わるカラスマぐらいしかなかったから前まさん見て狼です。 まあ一応占い理由は柴犬さんって初日に今期のことを人間というかまあまあまあ本物あるかもなみたいな議論してたと思っていてででも慎太郎さんがハイブリッサーに黒を打つことによって柴犬さんをまあ逃した構図というか柴犬さんって白っぽいよね要は両占い目線から白っぽいよねみたいな視点にすり替えた可能性があるなと思いただ別にそんなに強い確証はなく占いました白です以上えっとね、うん、あごめんなさいね ハイブリさんって昨日ザッポンさん死んだと思うって言いながらザッポンさんに投票してるからハ、うん、イブリザッポンがローローの時って俺に投票するんじゃないかなって思うからザッポンさんが偽で私ったとしても人狼ってあんまり薄いかなって思ってるよ、うん、だから三ロ生存で見てる俺は。えっとえこ、これちょっと僕話していいですかちょっと話したいことあるんですけど。はい。ハイブリさん話してから大丈夫です。うん、あえっと、これは。 一応、昨日の推理で言っておくと、そもそもスナパイさんが慎太郎君が今木さん、れんがみでいいっていうのは、えっと、違って、慎太郎君がやったことって、そも,そもそもつられ回避の占い仕様だと思ってるるとね、そもそも疑われているから。で、えー、その慎太郎君が一番最初にかば、えっと、った先が圭介さんであること、烏丸みゆきが一番最初に触れているけど、あんまりないなと思った、スナパイさんの後に柴健さんが対抗でライン切ってる可能性はあったけども、今日今木さんか白が出ているし、そもそも。 えと新太郎スナパイ僕視点の人狼が見えているところで言うと間違えた工藤君の意見に乗っかったスナパイさんに乗っかれば慎太郎君の芯爆上げできて今木さん普通に釣れたよねって思うから芝犬さんももともと白いと思ってたぐらいです、はい、えっと僕ちょっと話したいんですけど僕が毎毎を初日に白く見たり白くというか同じだったり言ってえっと僕が今木さん噛むって言った時に前はすごい わわかかるるっってていうめちゃくちゃゃくく早ノリが来たんですねでそれって僕は今木さんとマイマイの二郎はないと思うんですよ。今木さんが新占いだった時はマイマイがオオカミの感情でわかる、そこ噛みたいっていうふうになるのはわかると思うんですけど、<laughs> うん、今木さんが浪の場合は出ないと思ってるね。だから慎太郎が慎太郎目線、今木マイマイの二郎って僕、ちょ結構慎太郎がガチで偽に見えちゃいました。それが適用されるのを名屋さんまでだと思っちゃったんだよな。にだったんで まあでもいいんじゃないですか僕が今日ハイブリさん釣ろうと思ってて。あ、そうなんや。ハイブリさんですかえっと、慎太郎さんして、まず今木さんが絶対かまれない構図作り、あスナパイさん釣っちゃった場合って、えっと、今木さんが偽物、本物ちゃったよ。本物だった時偽物だった、あ、違うのか。どっちでもいいけど、えっと、どっちでもいいのね。まあ、えっと、俺から釣りでも飲めるよ。だって、慎太郎君視点はもう全部できててて、強靭も最大。 落ちている状態じゃない今木さんが人外だとしても。うん、じゃあ今木さんの視点の人狼を探す時間を与えてあげてほしい。新慎太郎釣りだと思うんですけど、今日。普通はそうやと思うけど、バランス的には。別に、あ、いいや、俺ね、ね今木さんに言っとく,とっとく。うわー、ありがてー,ー強い,強いありがてえ。神だね、それ。強よ だから屋さんの視点ってさマイマイが狼じゃないと思う、うん、だから慎太郎にせだから今木さんがシンだからスナパイも狼ってあってるよねそうです,そうですだから僕目線はラソロ誰ラスロ,ーやラスローケイスケさんになるんじゃないでか、うん、だからケイスケさんの発言聞こうよ、うん 名、うん、くん一切疑ってないからちょっと思考のすり合わせはしたいんだけど、うん、だその名誉が思ってるその「マイマイ今木の人狼どうしなさそうっていうのはあるじゃんはい,はい、はい、ただ慎太郎君が「マイマイ人狼だって言ってる世界において、うん、この今何が起きてるかっていうと例えば慎太郎君が「マイマイ」人狼っていうと今木の占いって圭介明夜とかで使われるわけよ今後うんだからその決め打ち日の盤面で例えば今あそっか明誉さんって白だ夜さん白持ってるよ、うん、そうか なんか俺ちょっと思ったのが、うん、別に慎太郎くんが人外でもマイ,マイの人外は否定されないなと思うわけ。クロカ恋はあるね。かもしれない。あるかもしれない。そうだよね。かだから今日慎太郎くんから行きたいっていう迷惑の気持ちはすごい分かって、あしであの明日まあ今期が人狼を見つけられなかったらその慎太郎君の苦労先を慎太郎くんと含めてローラーすればいいだけの話だからそだ、ね、っていうかえっと明日100%今木さんって歌 えっと占えるわけよね。新座郎くん今日くれます。であればごめん。僕するんだったらその場合参加してほしい。そう今巻さんの色が見たい。今巻さんが強人だった場合に、あ今巻さんがその強人だった場合に僕の思考変わるんで、まあそれだけね。命の重さは確かに俺の方が軽いかもね。今巻さんが強人だった場合ってでも雑本さんが雑本が強い。そうなるからでも僕目線でも雑本が強定するから少なくとも今巻さんを見ればね。あじゃあそれでもいい。 あ、そういうことか。その分、えっと、今木さんの、その、しんたろう君の黒囲いを追う時の。今木さんの、占い結果と重要やから、一個残してほしいかなって思う。うん、俺釣った場合、釣りミスができなくなるので、それだけはちゃんと考えといてね。てか、まあ、そうですね。お互い視点の一陣外両方とも釣ったら、もう、基本釣りミスないんで。てか、うん、そうそう。二日後決め打ちです。うん。どから任せるよ。うん。うん、 あごめんね、さっきの,あのいけ一応明約に伝えたいことは俺の視点って、うん、あの工藤さんと明哉くんと柴犬さん実は昨日柴犬さんの人間っぽさをちょっと拾ったもんだから、うんうん、ラストルフ探しつ,つ場合でも結局マイマイさんか カラスマさんのどっちかだなってして思ってたのよ。いや、わかるよね。そしたら今日、カラスマさんがいなくなっちゃったもんだ。うん、マイマイさんの人狼あってそうって思った結果、シンタロが死んでも今木が死んでも、マイマイさんの人狼ありそうだなって思うとまだ今木の死んで支えられるなって俺の中でとは思う。ただ、明日今木が、僕の方が護衛入れるんだったらいいけど。いや、優しく。絶対、人狼ってか、なんか私思ったんですけど、昨日ちょっと質問したくて、クド丸マさんまでが狼みたいな推理してたのって誰でしたっけカラスマさん。 金さんか,な、ね、なんか私はもう昨日の時点までクドーマルさんを疑うことはなかったんですよ。シンタロウさんが狼だとしても、クドーマルさんって90何パーセントぐらいシンタロウさんシンですみたいな感じで思考を変えてる人だから、二人狼はないなって思ってる司会だったんですね。で、ケイさんに尋ねたいのは、なぜそんなにメイヤさんを疑わないっていう思考を持てたのか例えば、今木さんを本物だと思えるのかたぶんそのメイヤさんは盤面上隠しのですよ、うん、どの視点からも。<あ>あ<の>だから。そう あ、ケイサクさんは投票時間話したか？そうだね、あの、うん、マイマイさんに回答します、うん、ちゃんと。はい。今木守れないんだったら、ただでは話し合いが終了となりましたしま投票お願い,いします。今期守れないんだったらやばい話い、はい、じゃ投票します。まあ自分の対抗位置は多分これだとハイブリさんになりそうだからハイブリさんの方に入れておきます。 まあマイマイは投票時に言いたいこと全部言ってくれないとうす,す。3三、うん、イ一でしっくりくる方にとりあえず投票すればいいけど、まあ今日僕が釣られた場合、明日ハイブリ、マイマイのどちらかは確実に釣ってもらった上で決め打ちです。今木さんの占い結果が圭佑さんに何色で飛ばすかで全て見えるんじゃないですか今木の護衛入れないとマジで負け筋残ってるよ、これ。 投票しますスナパイさん投票します。一応、工藤君の棋士乗っ取り、烏、ま、丸、あ、剣士で落ちててが、が最終ケアであるかなというか、人狼陣営、僕は圭佑さんだと思っているけど、あると思っているけど、ういうな,いないと思っているのは、その初動の触れ方、慎太郎君とか、えと圭佑さんへの触れ方とかが全然僕は、えー、と仲間の人狼に見えないので、ど,どこが人狼であっても、えー、とあごめんなさいスナパイさんと慎太郎君かな、に見えないので、工藤君は本物の棋士だと思っているから、普通に明日の。 今木さん、占いで詰まると思ってます。以上です。投票あどうぞ、今木よあ、OK。取りさんに。うんそうですね。まあ、久遠丸さんが仮に人狼だった場合に、今木氏用して、例えば、島県さん、名屋さんあたりからカミングアウト出た場合の積み番面を考えると、さすがに久遠丸さんは。 うん、そのプランを取るんだったら今木襲撃かなって思ってるから基本的には追ってませんかつ、まあ、黒囲いはそんなに追ってなくてまあ明日圭介の色を見れば全てが分かるかなとは思ってます以上今木のっとハイブリさんに、まあ、投票はしますがちゃんと黒ロロラはしたいかもっていうぐらいな ま,あまだ悩んでるところではあるんですけど、なんかその、毎毎に一応回答をしておくんですけど、そ,のそもそも今木が死んだとき、名屋さん、城崎で、慎太郎君が死んだときに、僕の根底にあるのって、雑本の方が真っぽいな、だから、予言が新郎っぽいな、なんですよね。だから、名屋君が今木に対してつついた、今木さん、噛まれそうだなっていう感覚があんまり、老々っぽくは拾ってないんですよ、その名屋君が出した意見がねだから結局さんって なんか白っぽいな。どっちが死んでも白っぽいなっていうのは引きずってます。以上です。失礼し,します。えっとスナバイさんに投票はします。えっと僕は昨日の夜思ってたのは、慎太郎ローの場合はマイマイローはあるけれども、今木さんローの場合はマイマイローはないなっていう意見に落ち着いてます。で今日慎太郎からマイマイ黒が出たのであれと思ったけど、まあえっとケイセイさんに言っとくと、まあ黒顔っいは全然僕はあるとは思ってます。はい。 まあ、うん、そうですね。そのぐらいかな。はい、以上です。声入れられないと負けて、はい、<ん>しまう。あ,あ、どうぞ。あ、投票します。えっ、ー、とスナパイさんに投票します。えっ、ー、とけイスケさんに言いたかったのは、今の現状、メイヤーさんが隠しろ。だけれども、昨日の時点からずっとメイヤーさんを信じてる節があったと思っています。その理由を知りたかった。私視点では今木さんが本物になるので、もちろんメイヤーさんは白です。まあ。 あの、今木さんが占って、けいすけさんが黒が出た時こそ、私が戦う時だと思ってるので。もう、そういうしかないんだろうなと、私は思ってますいいていて。はい、投票します。投票はハイブリッド戦さんに入れます。まあね、一応今木さんの言、見れば全部わかるんだけど、やっぱ狼かなとは正直思ってます。僕は意図的に、あの行動をやったと思ってる。あくまで初日と要素なんで、絶対に、ね、霊媒からすり替えるから。 まあ極論人狼って何でもできるから、あえてその二郎っぽさを消すために相方に神懸念をした。というのが僕の推理。今木さんが人狼として、あまりにもみんなからかまれ値になると言われたから、自分がかまれないことの違和感を先に占い師をして消したように見える、人狼として。です。今木前前、ハイブリーが本選だけど、一応色は見ます。島県投票します。投票はハイブリさんに投票します。 なんかほぼ工藤さんが噛まれることになっちゃうと思うから、ちょっと工藤さんの意見が普通に聞きたい。僕は今、若干慎太郎さんの方が本物かなっていう風に推理してるかな。なんかこの2人の要素とかでもいいし、浦安氏の要素とかでもいいけど、黒丸さんがなんか初日にスナパイさんと共感して思ってた、慎太郎さんがなんか絶対偽物じゃないかみたいな意見とかも踏まえた上で、今,今の意見ちょっと聞きたい。結構参考にしたいです。今以上です工藤投票します。スナパイさん日票。 えっと、慎太郎君の評価できるポイントとしては、今日カラスマガミでマイマイクロっていうのは、なんか、まっすぐなことしなかったなってイメージはある、ちょっと打ちづらいところに行ってる狼ならって印象はあったのとその、僕はずっと進路の占いで見てて、初日にまあ護衛能力があったから、慎太郎君護衛したんだけど、初日、ちなみに。 正直、新太郎君、俺の推理が間違ってて、新太郎君、狼なら、今木さん、髪抜きだろうなって思ってたんで。それでは投票の結果、本日処刑されるのは、スナパイさんです。では、最後お願いいたします。不動かその投票リエえたら俺じゃないやん。スナブリーを思いましたが。まあ。 えっとねとりあえず今、まあ、今木さんの色を、ね、100見てくれるからどんな釣り順だったとしても今木さんが最終釣れるっていう流れの釣り順であれば負けないので、えー、ハイブリーマイマイ、まあ、この釣り順はどっちでも構いませんが、えー、最終日3牢目を今木で釣るっていう釣り方にすれば負けないはずですかね <laughs> 俺視点3牢が3牢というか3牢一がもう分かっているので それをどれだけ信憑性持たせることが言えるかなんですけどうんまあ初日に俺今木に黒打たれる理由を作るような発言をしてしまったことがまあ今回つられる結果になっちゃったのかなとは思ってます。工藤君の懸念していた通り慎太郎君が人狼でこういう戦術を取る場合今木神をするんじゃないだから今木が偽なんじゃないで合ってるよって言っときます。 まあ、明日、くどくんはいないと思うけど。頑張ってください。いね、今がが明日占い結果が落ちればほぼそれでは、スナパイさんはビデオの停止を押してください。スナパイさんを主したりもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります生存した皆様はビデオの停止を押してください。えっと、ただそれだけだね。ケースケ占いっそれでは、皆様、おやすみなさいませ。今、木が髪抜かれた場合は、新太郎釣りになって、で、マイマイハイブリー、ー スケの3択をやらないとダメになっちゃうからこれがめちゃくちゃしんどいですね占い師の慎太郎から釣る議論になってしまったから一,一瞬ねその心理差がついているようなしかも釈師郎の名ーのポジションからその議論が飛んでいるのでめちゃくちゃつらくて要はローラーを完遂するような議論が初めになされてないからえっとまあ一応狩人ドが出たけど 仮祝いに行くよりか今キが真だった場合は今キを噛み抜かないと今木噛み抜いちゃえば一応三択迫れるからで慎太郎が真だった場合はもう関係なく陣外が全露出しているという形で今キが真だった場合は今木噛み抜けば三択圭マイマイハイブリの三択が絶対に迫られるので。 釣りが100%慎太郎から入るからだからめっちゃ辛いんだよね工藤が今木ガチで護衛できないとえっとこれ狼がほぼ今木噛もうっていう感じの昼議論になっちゃってたから一瞬。 ちなみに慎太郎釣りから入ったらもう激ヤバでしたね。慎太郎釣りから入ったらもう今木髪固定になるレベルだと思うんで工藤が護衛入れないとほぼ三択運ゲが迫られる形になってたから一応はまだ一応はまだ <laughs> ローラー行きますかみたいな審議が分かりませんねっていう形が継続だったら今木生存の オオカミ側がいろんなタクを考えることができたのでまあ工藤使用して工藤から噛むかーっていうルートもあったと思うけどここ今木ワンチャレンジいっちゃうかな慎太郎から釣るとめちゃくちゃきつかったので絶対慎太郎から釣っちゃダメですその慎太郎がまあ慎だった場合でもきついきついとて言うけ、まあ、だった場合ほぼ負けだし偽だった場合は それでも3択チャレンジがやっぱずっと迫られる感じになっちゃうからここは今木越えできるかどうかだなマジで今木の護衛がいけるかどうか工藤が噛まれた場合は占い結果が残るので ハイブリッドまででローラーがかかる可能うんてか、まあ、ま、あケイスケ占いでしょ。で、ケイスケ白だった場合、盤面詰まりきりなので、ハイブリッド、えっと、ケイスケまで行った場合は、ケイスケ白だったらハイブリッドする。ケイスケ黒だった場合は、えー、ケイスケ黒だった場合も、ハイブリッドまで釣って、占い信用勝負かな。で、ケイスケ白だった場合は、 手助芝メイヤが3人隠しろができるのでまあどうするまあその3人隠しろがどうするか。 いや、これマジ、今期護衛できるかどうかが結構分岐だな。ワンチャン普通に負ける。 これ護衛いけるかどうかだなー護衛が通れば大体村が勝ちだと思うもう本当に駆動次第護衛が通らなかったら普通に負け筋が残るし護衛が通ったら大体村が勝ち えっと護衛が通ったらケース介が白だったらえっとハイブリッドまい釣ればいいからハイブリッドまい釣ったら両視点そうだよね7輪盤面でハイブリッド釣ってで5人盤面でまい釣ってで最終日今木慎太郎の2択迫ればいいから。 でケス介が黒だった時に、えー、と占い師信用勝負を7人盤面でやってあとはまあそこでどうかぐらいですね釣ってこれなただ護衛が通らなかったらマジ3択なんで33%になっちゃうんだよな釣りが確実に慎太郎から入っちゃうと思うから。 その先がな投票ぶれる可能性全然あるからな狼一分かんねえしないやーこれ騎士が俺もここ狼はねええっと慎太郎側が老人営だったら 絶対今木チャレンジしかないと思うし多分あでもまあ木をてらてあえて工藤丸噛んでで慎太郎側が狼だったらいやいやこっち側もう今木さん噛まないとほぼ積んでるんで今木さん噛むに行くしかないですよという形の信用勝負をやるかあえて工藤を噛みいや こあの自分が仮に陣外だったら今木さん噛まないと盤面が詰まりきるので工藤さん噛んでる暇ないですよっていう信用勝負を仕掛ける方法もあるので工藤紙を一応二番慎太郎さんからビデオの開始のみをして戻ってきてください今木来るなら工藤紙しかないです5番マイマイさん9番ハイブリッドセンスさん 11番柴犬さん<通>の12番ん今木川が陣あるの時も普通にやるだけんただただオーソドックスな陣がやればいい恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました昨晩の犠牲者は工藤丸さんです工藤丸さんはビデオの停止を押してくださいそれでは現在7名生存です,す皆様話し合い開始前にマイクのミュート解除 <laughs> マイクのミュート解除お願いいたしますそれでは6分間の話し合い開始してくださいどうぞ えっと、ケースケ白です。え稲木さんが人狼です。おお、ケースケ白なんすよ。くんって隠しろよね。じゃあ、毎毎書くく黒よね。いや、違います。思う、僕のせいはね。あ、そうそう。と、霊媒師が人狼にいるケースがあるので。なるほどね。人狼人狼が一応ある。か、まあ、最悪のケース。まあ、ないと思うけど、黒がっこい逆のパターン。 でも今日はハイブリさん釣ればいいと思う。そう今日はハイブリさんを中継すれば大丈夫でそしたらケアはできると思うんで、黒が、うん、ハイブリさん黒がこういうのね。ねで、うん、僕は結構、今木さんをやっぱもう割と信じちゃってますね。あの、慎太郎目線で今、今木さんローが出た時点で、マイ今木。マイ今木ハイブリさんロー。ってなっちゃうので、毎マイ今木がやっぱり見えない僕からすると、うん、申し訳ないけど僕は、 新太郎のが偽に見えちゃう。一応、いいえっと正直言うとケイスケで白引いてちょっとびっくりしてるんで、うん、あの新郎新郎なのか、もしくは黒囲いなのか、誤爆なのかとか全然分かってない前提で言うんですけど、昨日、えっとスナパイさんとか工藤丸さんがおっしゃってた、えっと論にちょっと反論していいですか？ハイブリカツってハイブリマイマイでいい？あ、良いですか？えっとよいよい今期が仮に人狼だった場合ですよ。今期が仮に人狼だった場合、噛まれるかもしれないっていうのをマイマイさん人狼仲間が言いましたよね？ でかつ僕が行っていたことって噛まれるかもしれないって懸念を持ちながら城先を伏せて使用しました今木人狼が見えてる世界においては今木人狼が見えてるのは、えっと、だとしたら予言者が出てくるなって思うだとしたら護衛は今木に入りそうって思いませんうんわかりますそしたら僕は人狼仲間のマイマイさんを逃しライン切りを行わせかつ新占いを 噛み抜くことができるっていうこととががでででききるるっっってていいいうう立場だったたっのをお伝えしたいです、うん、えと僕からも一つ反論があって、まあ、まず今木ま々まが見づらいっていうのはあくまで初日の要素だと思うんですよね。そこからの精査再精査をしてほしいっていうのと今の今木さんの意見なんですけど、まあ、そもそも信用勝負前提の紙かなって僕は思ってるんで、ね、まあ初日僕は2人から疑われていたから基本的に今木慎太郎の卓になった場合に結構僕分が悪いかなって初日は思ってたんで。 普通に僕をかまなかったのは、信用勝負前提の紙だと思ってます、今木さんが人狼の。信用勝負前提の紙だとするのであれば全然 OK で、ただ、昨日のスナパイさんがおっしゃってた論とかは、えっと、信用勝負せずに即紙すればよかったよねって論は僕も返せますっていう意見です。なので、そこは対等ではないと思ってて、えっと、今木さんって結果を言ってなかったからこそ、じゃあ僕が人狼だったら今木さん噛んだ場合って結果ゼロなわけじゃないですか。 だから今木慎太郎には明確な差があると思います、これ。ああ、まあいいや、多分あのこのラリーになっちゃう。まあまあまあ、そうですね。今木前の朗朗がそこでアピール、なんかライン切りしてるからっていう理由のところは違うかなとは思うけど、例媒に使用してるから、ね。ごめん、いずれにせよ、今木って明日慎太郎君の色を見ればいいんだよね。もちろん。そうだよね。オッケーオッケーオッケー。それそれだけ。ハイブリさんいいよ。ごめんなさい。なんか、そうだね、今木、マイマイハイブリだった時の今木さんの圭介さん、白ってしんどくないってちょっと思っている。 僕は霊媒が信教だと思っていたし占い進路だと思っているっていう議論段階で毎毎角黒にするような形だと思ってたからねもちろん霊媒に人狼が出てる可能性がありその場合は雑本が人狼になるんだけどその場合って慎太郎君視点がなくなってるわけじゃんそれが。あ多分ねごめんこれに関しても反論ができて圭佑、ね、さんに黒を打った場合ってもちろん圭佑さんから表を失うじゃないですか。 でかつ、柴犬さんって多分まやまやさんを疑ってるんで、この表も失う可能性があるんですよ。だから、人狼目線って、圭介さんで白を打ったら、圭介さんの票もゃんもらえて、んなんでだって、慎太郎君が新視点って、ハイブリンマイマイ今木でしょ、はいで,ね、で、今木さんが、新の場合って、慎太郎君強人で、雑本人狼で、ってことか。で、の今の場今は、ハイブリさんが、ごめんなさい、今木さんが圭介さんに、その、<laughs> 白終わったのがジノだっから数合わんくなりそうな気がするけどなと思ってたうん、うん、単純に勝ち筋として弱い選択をしてるよね。だとしたら多分僕、人狼陣営は圭ケ,ケ黒打って柴犬さんを噛むっていう一番シンプルなパターンが、うん、まあ勝ち筋は一番シンプルじゃないですか工藤さんを差し置いて。え違う違う別に明日は決めるじゃないでか、まあ。昨日噛めばいいかなと思ってたけど、唐マさんじゃなくて。うん カラスマさんかんだのもちょっとよくわかんないんで俺もそこ結構カラスマくんってグレイチーで怪しんでる最終位置やったと思ってたから俺メイヤくんとマイマイは絶対白だったから黒2人はマイマさんかなって思っちゃってたからなんかどうすか芝健さん、ケイスケ芝健さんってまだ新太郎の方を信じてるんですかいや <laughs> まだ考えてます うん、いや僕はまた慎太郎さんから今木さん白の可能性がまだ全然あるなと思ってたから、昨日はあそこの発言をまだしてたんですけど、じゃあ本当にマイマイ、いわきスナパイの三郎か、今木さんがね初日に取ってた行動のことをずっと考えてて、今木さんって一回自分のことを素ラにしようとしたんですよだったらって、えーと、自分自身が噛まれ、自分だったら自分が噛まれると思いますみたいな。 発言をした上でいで、本当にあれ,あれだけで噛む違和感が生まれるのかって言われると僕、微妙だと思ってるから、そこをどう捉えるかなってずっと思ってます。毎毎黒囲い、今あんま持ってないのに、辛労、ん労やったんかなって今、ちょっと思ってる。圭佑さん仲間じゃないときって、前毎,毎に黒囲いってしんどくないいや、めっちゃしんどいと、ね。まあ黒囲いしなさそうです。それでは話し合いが終了となりました。ね、投票をお願いいたします。 慎太郎ってでも、ね、えっと太郎がさっき初日の要素っていう風に言ったんですけど僕はその当事者であって僕はその今木さんを僕だったら噛むかなってで分かるって乗られた側の人間なんですけど当事者からするとあれは朗朗ではできないぐらいの反応速度というか勢いだったかなって僕は思っちゃったのね。 だから僕はずっと諸士貫徹で、毎毎今木の二郎だけはないだろうなっていう考えなんですよ。これはね、ちょっとごめんなさい。えっと、間違ってたら本当に申し訳ない。ただ、これは本当に僕の中では結構揺るがないぐらいの要素になっちゃってる。えっと、はい。えっと、ハイブリさんに投票します。うん、以上です。はい、投票します。た太く君に投票します。なんか っと今雑本僕はザッポン、だと思ってたんですけど、ザッポンローで、シンタローくんローで,で、スナパイさんローで、潜伏狂人が剣士とかで噛まれてるのかなって感じに見えてきたかな。なんとなく、なんか、マイマイが仲間一で、あんまり、まあ、どっちにしろ明日、今木さんの占いで分かるんやけど、黒かっこいってしなさそうって思っちゃってる。まあ、あと、もし潜伏狂人がこの生きてる中にいるんだったら、芝犬さんかなって思うぐらい。うん でです。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 以上です、うん、はい、投投票票ししまま、えー、太郎さんに私としては偽物なのと私もハイブリッんンの黒囲いっていうのをちょっと考えてみたんですけどあのタイミングであの日にちに囲う必要性もないのでその懸念をする必要が私の目線はないのかなと思います。ううなので私はハイブリッんは人間だと思うんで、ね、慎太郎さんに投票します。 今、投票します。投票は慎太郎さんで、まあ、ハイベリさんの黒学校で、正直言うと、う実はと、2日目、僕、ちょっとだけ追ってました。あの、予言が新郎になったときみたいな話をされたのが、はい、ん新郎にはまだなってないんじゃね<だ>って思いつつも、そうなった場合って、今木髪が発生する。で、ハイベリさんが逃げ切りコースだと思ってたんですけど、そうなってない時点で僕は黒囲いを一切追ってません。うん、正直言うと、ちょっと戦況かもなって思ってる人がいるんですが、まあ、言いません。ということで、 以上でございます投票します投票はハイブリッドセンサーに入れます僕としては正直探偵精査をしてほしいと村には思ってますハイブリさんのクルゴスは割と2日目に広げててハイブリさんって基本的に占い心境霊媒心霊のスケールを持っていたからそのスケールを持つんだったら基本的に対抗にしろを持っているザッポンさんって人狼になるんですよね その状態でハイブリッドセンスさんはザッポンさんを死んだと思う。でも投票してるっていうこの行動のちぐはぐさからクロヘッドし氏。今くさんに関しては、普通にその結果を言わないっていうのが自身が死んでかまれて結果を残さないという懸念が足りていないことが人類ストレス黒囲いはちなみに全然ありです。もう後で話すはい、芝県投票します。投票はハイブリッドさんに投票します。 うん、まあ、今年取ることは分からんでもないですね、ハイブリさんのいう言葉。いや、僕してもね、選挙いないかよ。だからみんなが思う選挙位置って、僕とかになるのは分かるんですが、うん、ちょっと、うん、やむずいな。今、65%ぐらいで今、昨日、保身してます。はい、圭介投票します。ハ、えー、イブリさんに。 今日は投票しますあの、まあ、いろいろその名屋さんが言ってる今木前々の二郎がなさそうその意見もまあ分かるんですけど一応前々マイ人狼でで誰か人間が誰かが今木が噛まれそうだよねって意見に対して前々が乗るっていう選択肢を取ると今木の HP も上がる要は今木のヒットポイントも管理できる行動にはなるからなんか別にそれは朗々否定できるほどではないかなとは思ってはいます。 がうん、単体予言者は今木の方がしんぽく、まいまいさんは人狼だと思ってて、だから慎太郎君からまいまいさんへの黒囲いを昨日の時点では考えてました。今木の明日の結果をまあ見て考えます。俺は誤爆派だだけどなただそれでは投票の結果、本日処刑されるのはハイブリッドセンサーです。では最後に融合をお願いいたします。バランスで僕が釣られることは、えー、っと全然 OK な上で、さっきの慎太郎君のことだけ否定しておくと、僕の初日の精査は。 霊媒神教占い神老なので、それを確認しました。変わってるのかどうかなっていうんで、えっ、ー、と、占いが進路に変わあ、じゃ霊媒進路、占い進路やったのが、えっ、ー、と、2日目の結果で、えっ、ー、と、霊媒進路、占い、進路に変わったかどうかをみんなに確認取って、僕は変わっていたので、あみんなも変わってるなっていう確認をしただけです。 の精査がっていうふうに僕は言っているので、二日目に雑本投票ってのは別におかしくないし、僕自身、ね、あの時の投票で理由で言いましたが、新っぽいけど、えっ、ー、と、僕を、の精査を間違えてる人なので、しかも霊媒師って発言量が。 オッケーから申し訳ない。ちょっと言い,言い方悪かったけど、邪魔やから聞いてほしいみたいな言い方をしました。まあ、工藤くんがね、えっ、ー、と、みんなから視点白く見られてて、工藤くんから雑本ポンにっていうのは最初に視点に入ってた通りですし、で、その前に、スナパイさんと僕のローラーも、僕が議論中に、まあ、別に黒ク黒ロ,クロ,ローラー飲めるよて柴て、県から提出されてたので飲めますっていうふうには言ってましたぐらいです。あの、あんまり僕は今、マ今マイ今期の3人の労要素否定って、ほぼできてると思っているし、みんなの推理で間違ってないと思っているので、頑張ってください。以上です。バイバーイ。 それではハイブリッドセンサーを処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がやってまいります生存した皆様はビデオの停止を押してくださいそれでは皆様おやすみなさいませまあ先に言うけどここで今木がみは嵐なので一生人狼やらない方がいいですまあ利的でしかないですからここで今木を噛む場合は人外負けが確定するのであのー、絶対ありえないというかまあ嵐なので やらない方がいい方がね <laughs> とりあえず <laughs> えーっとで黒囲いをやる理由はこれ慎太郎が仮に黒でマイマイまで黒だった時ってえー、っとハイブリッドスナパに黒黒結果が落ちてで霊媒師のローラーがまでが確定してるんですよで釣り縄がさ霊媒師で甘 釣り余裕って13人むらって2本しかなくてそのうち余ってる1本をえー、とー霊媒師に使ってるわけでハイブリッド砂パイに黒黒結果が落ちてで前々にも黒を打ってるじゃないですかどちらかで黒を囲っている場合はローラーラががされれた場合は必ず白がこっち側ででも1本釣れるんですよだからこれで釣り縄余裕なくなるでしょ マイマイが仮に黒で黒囲いをしている場合でこれ明日今木からもマイマイの黒が確定した時にそうするとマイマイは角黒で釣られるんだけど占い師の2択は必ずどちらかを当てなければならない局面が訪れるので負けが確定せず最終盤面まではいくんですだからこれ見てみればわかるけど慎太郎とマイマイがろう同士だった時に強豪爆を起こしてない時次の日マイマイ釣って。 今木と慎太郎の信用勝負が成り立つので最終日なのでえー、黒囲いがないっていう理論にならないっていうかつ、えー、と霊媒師が2択でローラーの2択で鶴稲はゆ両方とも消費してるから余った狼一1本を角黒にしてしまったと取って占い師の信用勝負をすればいいので。 2択は2回までしかそのローラーが完遂できないので釣り縄の余裕上ね占い師と霊媒師と黒黒の2択3回迫ると必ずどっかは決め打たないとダメになっちゃうから黒囲いが成立します破綻はしないです破綻はしないですよ別に。 だか誤爆あると思うんだよな。 狼いなそうだからシン太郎の黒角いに見えちゃう玉たまどでもしてるあんまり理論としてそれは通ってないですよ。 どうだろうな。 いや盤面上だと「マイマイ黒」はもう大ヒットですよ9割超えでマイマイですよ9割超えですなんかそのちょっとそれた考察残ってる人達してるけどドストレートに考えたらマイマイなんてもうほぼ黒角に近いですから盤面上ねもう発言何喋ろうがじゃない場合って成立する局面がさ「マイマイ白」の時って マイマイが白の時ってまず慎太郎が陣外になるのよ。でその時って今木が真になってでそうするとスナッパイで陣外が落ちるで霊媒師で一陣外が落ちるっていう形なので陣外数成立させるためには結構特殊な状況じゃないと成立しなくなるからだから今木新視点でも慎太郎新視点でも。 マイマイが人外じゃない場合は今期が死んで今期が成立する場面を追うとなるとザッポンロースナッパイあとねスうーんと <laughs> えっとねザッポン ポンロースナッパイロウロロ、えー、ハイブリロをシンタロウロー潜伏狂人。だからなんかそういう感じになっちゃうのであのいまき。 マイマイが白だと今木の視点がなんか変なんだよななので極めてマイマイが人外今木は慎太郎占い一択です ああそうねなんかそんな感じなんですよ今だからそのマイマイが村だった時の今木の視点もちょっと複雑だし仮にこれ慎太郎がシだった時もハイブリマイマイ今イ木マってなーって感じじゃんだからなんかね両方ともの視点が,マイマイがそれではっ番の慎太郎さんからビデオの開始のみをして戻ってきてください 5番、マイマイさん普通に考えた7番名屋さん11番芝健さん12番今木さん13番すけさん恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました昨晩の犠牲者は芝健さんです芝健さんはビデオの停止を押してくださいそれでは現在5名生存です皆様 話し合い開始前にマイクのミュート解除をお願いいたします。それでは。5分間の話し合いを開始してください。どうぞ。お願いします。金太郎さん。金太郎さん人狼です。ま,すうんまあ、麺屋さんは悩まないでほしいなと思ってます。えっと、とりあえず今日は僕かまやまやさんのけでいいですか。 りたくは僕処刑されたら当然負けなんで、まず今木さんの偽要素からあげます。今木さんが死んだったら今日は絶対にマヤマヤまやまやさんは出ないです。そうなんだ、ね。今くさん目線で僕を俺って死んだった場合に打ち明け確定しないから。あまあ別に僕が今日決め打ち日で、まあ <laughs> なんか死になればいいかなって思ってました。ごめんなさい。うん、あとね、何言えるかな。 太郎いだちなみに僕が神郎だった場合に今皆さんはどういうスケールを描いてますケイスケさんとメヤさんて。僕は新太郎君が神郎だったら僕からマイマイさんが神郎で、スナパイさん、スナパイ、マイマイシハイブリさんかごめん。新太郎マイマイスナパイですかそうだよね。あ、失礼。新太郎マイマイ。新太郎さんが神の時じゃなくてね。そうそうそう。 あだったら、うんえっと、まず慎太郎マヤマヤスナパイの否定からしたいんですけどその場合に僕がマヤマヤさんに黒を打って囲うメリットが薄すぎます村目線で今木マヤマヤ追ってない人って結構いたじゃないですか名屋さんとかそれこそね、うん、やり取りから今木マヤマヤはないっていう意見があった中、うん、僕がマヤマヤさんに黒を打ってメリットがなすぎますそもそも追わせづらいしその状態で相方に黒を打つっていうのがないと思ってほしいだったら素直に烏丸さん黒でいいと思う僕は えっと、一応僕の中ではマイマイさんの黒囲いは追ってません。それは今木襲撃をとっとと挟めばいいと思ってるからかつハイブリッさんの黒囲いも追ってません。で、えっと、マイマイ慎太郎でよくてマイマイさんは一平面に慎太郎さん入れてほしいと思ってるが一つと、えっと、なんで強人が、まあ、存在しないとは今は思ってますが旋風強人の懸念は一応ちょっとだけ思ってます。 新郎新郎だった場合に今日柴犬さんが目が起こらないと思っていただきたい。まあそうだよね。いや、それ。そうだからうなんだよな。新郎新郎を追うんだったらそうなる。ほぼほぼ、前々さん処刑でいいのかなって俺は思っちゃってる。いやだから今木が新太郎を占う理由って新太郎で白を引いたら今木の視点は前々さん処刑すれば終わるからってただそれだけ。だから占うメリットは別にあるよね。まあ、今木さんが本物の世界戦ですけど、私は潜伏狂人が確かに。 いないっちゃいないんで。いやあのね。まあ、なんかそれは、規定できるものではないなっていうのはあるけど。一応ね、ごめんなさい。今木さんは絶対にマヤマさんじゃないですよ。マ前マさんが黒いの前にカッロでるんですから。うん、一旦それは僕の落ち度として受け取るとするんですけど、僕から見えてる世界の中で言うと、柴犬さんって昨日めちゃくちゃ俺にとっていい要素を出してくれた人で、柴犬さんって確かに占い師の真偽はフラットというか、えー、シーソーゲームになってましたが、柴犬さんってき 昨日僕が今木がスムラになろうとしたという様子をとって65%死んだなって言った人ね。まず、それを思い出してほしいことが一つと,、うんとね、あんま言いたくないんですけど、俺、マイマイさんの挙風機はちょっとあるかなとは思ってるんですよ。美で。で、かつ、ケイスケは筆頭だと思ってます。選挙筆頭ですか、うん、ケイスケは。新郎資料の時の。 マイさんのはちょっと薄い要素、あの黒を打たれた後の馬力が結構低いなって思っちゃってるから、だからマイさんに慎太郎さんに1票目に投票してくださいねって言った今日う。誰に対しても選挙っていう説で最終日間違えられたら困るんで、別に私が慎太郎さんに投票することは全然いいですけど、皆さんがどう思ってるかですね、なんか私の中でゼロとは言い切れないじゃないですか、その私視点でも選挙がいるっていうのは。 でも、マイマイさん視点は、うん、今木が、慎太郎さん黒見てるんで。あ,あ、違うです。新郎新郎だから、<の>私は。うわぁ。だから、選挙をずっと探してるんですよ。もちろん、今木さんは本物です。ただ、その選挙位置がうんぬんかんぬんで、間違えられるのが嫌だっていう感じなんでっていう話です。まあ、そうですよね。マイマイの視点では、明いすけに選挙がいて、真の白確定した。負けなんで,でも、マイマイさん視点って、でも、慎太郎さん処刑できれば勝ちも,ちもちろん、もちろん。 ですうわあ。まあだからその素直に人狼陣営が今日決めに来てると思っていただきたいですね。<laughs> 基本的に僕がずっと冷静だから多分人外目線で早く決めたいんですよ。変に日数伸ばして、議論変わっちゃいけないからだから今日、マイマイさんではなく僕にニクロウチ、素直に僕をするに来て終わらせに来ている。メア君どうするいやマジで、今木さんがマイマイさん占いなかったらちょっとマジで。いやーごめんなさい。<laughs> あもう、それ、あの、昨日、今、ちょっと話だけど、マイマイさん、次の日初計で、シンタロかくん、占ってもらうのは別にありかなと思ってたから、そこはマイナスではないかも。えいや、わかる、わかるんだよ。マイマイさん占いの方が、あれなんだけど、僕は別にシンタロウ占いでもいいかなとそれでは、話し合いが終了となりました。投票をお願いいたします。いや、全然マイナスです。投票はマイ入れます。今木さん目線でマイマイさんを占い、指導結果だった場合、って 狼がいなくなって、新郎新郎を確定する占いになるんですよね。で、黒結果だった場合は、前前さんが人類を確定する。これはもちろん村にとっても有益な情報になる。その上で、僕が共振だったら、絶対に前前さんって言って終わることになるんで、絶対に前前さんを占うべき。これは普通に偽要素で取ってほしい。全然前世、ね、だからこそ、前前さんに言われて、伸ばした。したこんなとで、ね、偽要素だって言われてたら、ぶし切れるぞ、ままやだら当。と取ってほしいです、素直に。 新、えー、太郎さんに投票します。慎太郎、偽格でいいよ。無茶苦茶ない。<laughs> 選挙いたらあれですけどって思いますが、私目線では新太郎さんが必ず偽物になるので、この投票で全くもって問題ありません。以上です。はい、今、投票します。投票新太郎さんに入れます。いや、そうですね。いや、なんか申し訳ないなと思いつつ、まあ、ただ僕は昨日から新太郎さん、毎毎さんの黒格にないっていう論を出していて、 まあ別に新太郎さんで白引いたら、まいまいさん黒で誤爆したんだなっていう、ただそれだけだったんで、なんかごめんなさいと思いつつも、そんなに間違って占いをしたと思ってないのと、いや、まいまいさんごめんなさい。あの、なんか全部強人かもしれないみたいなことを言ってしまい申し訳ないですが <laughs>、うん、まきしてて、も<ー>うまいまい陣害置けばいいのに、いや、以上です。なんかあんまそれで偽物だと言われると思ってなかったんですいません。ごめんなさい、以上です。はい、投票します。 えっ,マイマイまえっと名の君に伝えておくと僕は僕はね僕は今今木が真の慎太郎マイマイの二郎かなって思ってる人ですこれなんか明誉君の説得も響いての考え方をしてますだからどっちでもいいよっていう投票で名誉君がまだ考えたいのであればマイマイさん投票でもいいって僕は思ってますそしたら残された人が まあ、二人の責任にしよう。僕と明愛君の。間違えたら二人の責任にしよう。だから、一緒に勝ちましょう。あと、選択は任せます。どっちを処刑してもいいです。決戦聞きたかったらそれでもいい。今岸なんでも、お前はローでいいと思うけどね。失礼します。無茶苦茶なこと言ってるし、ね、えーっとー、<今>いや、これねー。まあどっちつっても絶対陣が釣れる。僕は、正直、今岸さんを信じてます。夜に、 言いましたやっぱり慎太郎の方がその高田さんが噛まれた理由とか高田さんと工藤さんから初日にね疑われたとかそういう点を取ってもやっぱり今木さんよりは僕は慎太郎が心配が低いと思っちゃってる「毎毎今木の二郎」っていう点とかでも。でいやーでも毎毎釣るんだったら僕はもう慎太郎を釣って明日来たら毎毎釣りの進行のが今木さんを信じてる自分としては。 貫いてると思うので僕は新太郎に投票します。待ち合わさん本当にごめん。こうすると明日毎すそれでは投票の結果は <laughs> 本日処刑されるのは新太郎さんです。では最後に言をお願いいたします。まあ負けですね。か何言うかな 今際まあちょっともうちょっと自分の勝匠できればよかったなって思いましたね。教人がうんるんですよかるんですよめっちゃまあただ、そもそも信用勝負をするゲームメイクを人狼が取ってるから、僕が怪しくなりそうな紙を選択するのは当たり前,だって前なわけなまあその理論を言うんだったら、僕を同じく疑ったクド村さんに僕が白結果を打ったことまで紙してほしかったかな。クド村さん白ろってことは僕目線クド村さんが疑えなくなるんで、僕のことを疑ってきた人物を疑えないうちに最初からする。 という行動を取った人狼になるからってどこまで言いたかったけどこれは僕の至らない点がな、ね、いずっと苦しかった自分の弁明で精一杯で村を説得する時間がなかったんで僕の落ちたですま前々はね自分から釣られたかったの絶対に神太郎からすると盤面が破綻が起きて負けが確定するのでそれでは神太郎さんはビデオの停止を押してください神太郎さんを主刑したりも変わらず恐ろしい夜がやってまいります生存した皆様はビデオの停止を押してください 継続の時点でもおまいまいの陣外が確定と。それでは皆様、おやすみなさいませ。まいまいから釣られた場合は、一応えっと今木、えー、新太郎の二択があるんだけど、これ新太郎から釣られるとまいまいが完全破綻が起きるので、新占い師誰っていうまいまい視点ね。<laughs> 俺俺です。まいまい視点の新占い師は俺とかになりますね。 もう継続の時点で前マ々マママあの「狂人がうんぬんかんぬん」はもうあたふたしてたねちょっと。「マイマの視点って今木のシンが確定して慎太郎の狼までが確定していてで残ってるマイ,マイから残ってる残りの2人は隠しろなのであの慎太郎っつったら勝ちが確定だったんですよ。勝ちが確定なのに <laughs> あの狂人だろうなんだろうって言ってるのが。 あのー、もう陣害がねうんぬんかんぬんなのでまあだからまいまいの視点は俺が陣害え慎太郎と今喜が狂人狼俺が慎、えー、霊媒師の雑本狼狂人が狂人が ハイブリあたりに誤爆ってハイブリローのハイブリイマキザッポンローを高田賢志新占い師慎太郎教人かなこういう感じの盤面じゃないとマイマイ視点が成立しないですね高田賢志新えーザッポンイマキ ハイブリローを慎太郎強陣でハイブリに誤魔食ってるっていうルートかなまあ慎太郎から妻、まあ、マイマイはねほとんど うんイマキしてなんでマイマイの黒を追わなかったんだろうなストレートに追うとマイマイがほぼ黒かなあとまあイマキが慎太郎を占うのはまあ別に普通かな白だった場合強靭が確定してマイマイ釣ればいいだけだしマイマイ占って黒だった場合でも別にとかまあまあどっちでも変わらないよね別に 毎々毎々占って毎々カッコよ毎々占って毎々占って白だった時ってどうなの占い師信用勝負か。まあ、変わんないよね結局占い師信用勝負だもん。 曖昧の黒が確定しましたよー確定じゃないけどまあほぼ確定か高田さんが占い師なんです信じてください本当なんです<笑><笑> もう今ひいさん。<laughs> とかまあこんな感じでやればいけるかもしれない。これでいこう。たかながほの。たかなさんがなんであの人ほんとに幸せもう最低ですよたかさんっていう。

13番、ケイスケさん。もう高田新するる顔してるわ恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。昨晩の犠牲者はケイスケさんです。ケイスケさんはビデオの停止を押してください。それでは皆様、もうも現在です、神な持ちよマイクのミュート解除をお願いいたします。それでは、6日目の話し合いを開始してください。どうぞ。マイマイさんが人狼でした。やばすぎ。 <laughs> 弱いよ、屋さん高田さんが占い師だわ、これ。<laughs> びっくりしました。いや、いやい私こそびっくりですよ。一ていうか。なんで、まいさんしてみると、今き人狼を、慎太郎さんが何者だ、うん、強人か人狼を、うん。そうです。まあ、多分強人かなって思います、ね。そうなるね。教そうなると、強人。そうすると、えっと、ザッポーさんがオオカかなうんうんうん、そうで、ね、すね,ね。ザッポーがオーカ オオカミ。で、えとスナパイオロアはちょっと変になるから。で、強人の誤爆で、ハイブリサン人。それそれそれ,それしかないだよ。スナパイロアはちょっと考えにくいから。スナパイさんへの俺の黒囲い。 そんなのちょっと考えづらいので例えば今木さんが狂人でとかもあるから今木狂人だとね <laughs> 終わっあいや今木狂人だと明也さん人狼になるんで <laughs> あえあそうだ今あちょっと待ってまいまいさんしたら今木は絶対人狼今,今木さんは絶対残ってるってことは人狼でただ今木慎太郎は二人狼の場合黒出し合ってるのがちょっと意味わかんなくなっちゃうから、はい、やばすぎるあ,あのまず一 一つは私が一番驚いているんですね。僕も驚いてますよ。昨日だって今木さんさ、慎太郎に苦労してないね。ない。しかって、あいまいでいい。そうだね。え、いや、あの、名屋さんに言いたいのは、昨日、ちゃんと慎太郎さんに投票して、それは今木さんをもうめっちゃ信じてたから入れたし、今思えば慎太郎さんも偽物だけど、今木さんの占い先って絶対に。 シ太郎さんじゃないのはわかりますよね。いやわれで皆さんも本当ごめんなさい。悩んでくれたし <laughs> ごごめんなさいなら釣られてほしい。<laughs> 本当にお願いでも結果論角黒見なくてよかったなと思いました。そしたら結構ブー悪いなと思ってたんで。確かに。いやなんかでも結局昨日は前々釣っておいても良かったってなっちゃったけど、もう昨日今木さんが言ってた。 その慎太郎ーでマイマイ白、圭、え、介、ー、さ,さんが選挙の場合のみ、一番最悪のパターンだったから、慎太郎を取っちゃいました。そう、そう、そう。てか、うん、そう。てか、だとしたら僕はマイマイさん黒ですよ。僕が人狼だったら。そう,そうそうそう。そうなんで,すね、で、慎太郎さんと共に、イエーイ勝ったってやれば。うん。そう。そうなんですよ。あでも、純粋に、まあ、とりあえず、名屋さんが。うんうんうん えっと、慎太郎さんに決めてくれたことで、私はこの最終日が起きてるので、大変嬉しいというのがいいこと <laughs> 今木さん。どうしようかな、これめっちゃびっくりす。<laughs> び,っりびっくりする状況が起きてるので。んん高田さんす。それでは、話し合いが終了となりました。<laughs> 投票さいでお願いします。いや、やってるよね。<laughs> いよね <laughs> はい。高田さん占い師だってやってるよ。 ささんにんにやってるよ高田こればっかりは確かに蓄積っていうのがあるから本当にひどいなとは思うんですけど <laughs> 本当にこれはまずお願いしますっていうのが1個と三輪、うん、さんが違和感を感じた昨日というのは、うん、やっぱりあっていてそれは今木さんが人狼として抜き出しにしたというか。<laughs> ちょっとじゃあ私もテンパりすぎてしまって、じゃあ本当にごめんなさい。本当にでももう、あの、私も今日でびっくりしちゃったので、お願いします。<laughs> はい、今、来とよします。とよはまいまいさんに入れます。そうですね、うん。いや、まあ、メアさんは大丈夫だと思うんですけど、だとしたら僕、まいまい黒です。みんなにぶったたかれた。 いやお魚人狼って占い師ってめ常に完璧じゃないといけないんだなっていうのが本当身にしみた恐ろしい <laughs> 恐ろい,いやなんか黒あ追ってないって言うたやんだからどっちも良くないと思いながらねむしろ白出ても別にマイマーさん黒で釣ればいいだけだしみたいなことを思ってたんですけどはいすごいあの僕の上2人のビジュアルがよくて僕が邪魔だなと思いながら過ごす一日でございました以上です よろしくお願いします。いや、もう、岩木さんが、あの人狼だったら、慎太郎の巨人は絶対す巨人以が透けてるんで。もう、まいまいす、黒、または慎太郎、慎太郎し白。ですね。それは覆らないかな。いやー、よかった。今木さん、信じてよかったです。まいまいに投票します。それでは、投票の結果、本日処刑されるの、まいまいさんです。<対>では、最後に、遺言をお願いいたします。 なんか本当に笑いが込み上げるほど本当に私人間なんですよ <laughs>。本当にやばすぎて。だからあの。解負けなんですけどこれはし方がないことだなって思うし最終的に目安は間違えてしまったけど <laughs>、うん、鬼にやられたっていう感じで。 どうしようもないですね。本当に本当に <laughs> 負けたら高田さんのせいですよ <laughs> あ、確かに。それでいいか <laughs> じゃあ。高田さんがやらかしたということになけました。<laughs> ありがとうございました。ありがたかった。<laughs> それでは、この時点でゲームの勝敗が決しております。まず、メイヤさんは村人でございました。<laughs> そして、今木さんの正体が。

はいそれではですね,えーね、えー、ゲーム終了しまして役職の打ち明けを発表させていただきたいと思いますまず人狼3匹が慎太郎さん、うん、マイまイさんスターパイさんの3匹の人狼でございましたううそして、えー、本物の占い師今木さん棋、えー、士工藤丸さんそして霊媒師が梅健さん強人雑本さんでございました <laughs>、うん、はいということで2戦目終了いたしましてね まあこの潜伏占いをね、初日にする、西ようになっても出ないという占い師は、まあ、ほぼほぼないですし、あれ、貴景勝って投票も持ってたんだっけ <laughs> どうだっけななんとも言え、どっちだっけな入れてなかったっけなどっちかちょっと忘れた。 まあ論が通りそうな感じはありますで、ねうんはい、に投票済みだったら通る論だね。そう、ね、でも多分、俺も覚えてないし、みんなも覚えてないだろう。投票してなかったとしたら、本当、嵐だよね。俺, <laughs> 俺がそれで占いだったらね <laughs> <laughs> <laughs>。<laughs> やばい、やらかしい占いです。いやー、素晴らしかったですね。慎太郎釣りが結構も決定的だった感じがあったので、ね、村人陣がね、しっかりと。えー <laughs> まあ、もちろん、マイ釣りでも全然問題はなかった、ね、まあ、本当はね、マイ釣りでも全然問題なくて、最終日、今木 VS 慎太郎のタックになるだけだったんですけども、いや、これは、すごかったな。 いやあのやばいっすよ。僕ケイスケさんしをいただけでうしのらって疑われたんで、これやばい本当に。死んのかね。逆に申し訳ない。言われ始めた。着くまでじゃ本当に。不動高田の二人からのやばいもんな。格人街って言われてた。まだ終始発表で2分ぐらいなのに。失敗さに振ってんだ不動君。そすごいよ。わかるって思ってたのに。 またこれね、梅剣視点がちょっと面白くて、梅剣がね、霊媒引いたときに、あのね、人狼ミスティアルって言い込んでたんですけど、<laughs> ザッポンがね、すぐ霊媒師をして、もう <laughs>、ローラーされるミラーが見えたのか。いやそうだったん、ね、ですごい。ええ、そうけうす介さんが正しかったんですよ。僕はあの、これが本当の霊能者というのをミスティアルってめちゃくちゃ夜時間意気込んで、さかなさんとやって、<laughs> 気合満々でいったときに、ザッポンさんから、霊能ですって声聞こえて、僕最初手挙げてなかったんですよ。 もう一人出ろお願いって思ってあの待ってたんでけいすけさんが僕がこっそり手挙げたのを見てたからそう会ってたんですよけいすけさんの考察が。よく見てくれてるなと思って出 <laughs> られてたっていう。何かぼ僕もあったんですよあのなんだろう初,に初戦がなんか,なん,かなんだろう村初戦の終わりがなんかすごい村が頑張ろうみたいな感じの流れになってたんで村がすごい出力で来るなと思ってたんで。 もう結構な長生きしたいなと思ってたんですけども、これはもう巨人引いたら絶対にようなと思ってて。<laughs> <laughs> あそれあ、それ賢いかも。だ、ね、かあっ、巨人引いちゃったっていうふうに思ってたんですけど、確かに。例の1かくだったら結構村ゴリゴリの議論になったかもしれない。<laughs> <laughs> そうでしたね。ちょっとメーター入ったかもし、ね、ちょっとメータっぽいけど、賢いなそれ。<laughs> デーブがお二人出てても慎 <laughs> 太郎にゴリゴリに詰められあれあのあの黒囲いっていつ決めてたんですか最初からですかあれちょっと僕の<ー>もう行こでやっちゃいましたちょっと。最後決まってたら強かったよな最終日。から 新太郎、今木の1対1だったらまあ最終日一応考え直しが一応発生する。それ負けそうですね。うん。ただどちらも破綻はしてないんですよね。前々釣りから入った場合って今木目線でも新太郎釣りで前々白だったっていう論が通るから。うん。新郎、新郎かなって僕は思ってたんで。そう、それでそれを聞いて、今木さん視点でその選挙位置で圭介さんっていうのをやっぱ聞いてから。 慎太郎まいマイマイでマイマイが白のパターンで、選挙圭介ケスケさんロー慎太郎のパターンだけマジで最悪だなと思ったんで、もうタ太郎に投票しちゃいましたね。あの時は怖くて。私ももう、慎太郎さんに投票をせざるを得なすぎる。投票はさみしなそれはわけない。これで、もうタるだけ投票しなかったら、釣られてると思う。そう、祈るだけで祈り叶わなかったですね。あそこはね、しょうがないよね。 うん、はいということで皆さん2戦目 2>、ね、見事村人陣営の勝利ですおめでとうございます良かった <laughs> はいということで、えー、2 0 0 0終了いたしましてね本日の魚これで終了となりますがちょっと告知をですね入れさせていただこうと思います僕からもちょっとありましてえー、っとまずザッポンからあるそうなのでザッポンの方の告知をお願いしますはい、えー、お願いします 3月の24日の金曜日にです、ね、人狼プロジェクトの方で、えー、さかなさんとまいまいさんの、えー、とオンライン、ズームのゲスト会がございます。あさかなさんあありがとうございますすすこちらですね、えー、あさってですねね、えー、月14日 に、えー、募集開始の方のツイートを、ジンロプロジェクトの方が公式アカウントの方から、えー、としますので、まあ、ぜひぜひ興味ある方、えーと、来ていただけたらなというふうに思っております、えー。アルティメットレビューをやろうというふうに思っておりまして、またあと、観、え、戦、ー、もありに今回しようかなというふうに思っておりますので、まあ、興味ある方、ぜひぜひ来ていただけたらなというふうに思ってます。はい、塚田さん、ありがとうございます。 はい、えー、ありがとうございました。よろしかったら、えー、ぜひ、ね、あの参加していただければ嬉しいです,で、えっとですね。私からの告知に関してなんですけども、えっと、実はです、ね、すっとニコニコ超会議2023年というのがありまして、そちらの方に超マーダーミステリーというステージがありまして、そちらの方に高田村の、えー、高田健さん、奈良さん、藤宮さん、えー、お魚次郎でね、もうね、先生で、藤井、七時間池さん、竹尾さん、で、ハイツセンスさんと、で魚で出演してきますので、あのこちら、舞台。 かなでやると思うんですけど、お客さんがね、大きなホールでやるので、まあよろしかったら、ね、気になる方は現地か、もしくは配信も多分あると思いますんで、配信でも見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そんな感じでございます。はいということで、ありがとうございました。 では皆さんね、えー、本日もご参加いただきありがとうございました。冒頭ね、ちょっといろいろトラブルありましてお、開始が遅れて大変申し訳ございませんでした。えー、またね、次回、えー、っと、次回が3月の18日だったような気がするんですけども、えー、またね、そちらの方に出演される方もよろしく、引き続きよろしくお願いいたします。 では皆様、えー、長時間ご参加いただきます。そしてご視聴いただきまして、えー、ありがとうございました。では、一旦ズームの方は閉じさせていただきますので、えーあの、あとは各々の配信で閉じていただければと思います。あとは視聴者の皆さんね、あの各視点配信、えー、皆さん撮られておりますので、そちらの方の配信も後日アーカイブでぜひ見ていただければ幸いでございます。まあ一部ね、動画化するためにアーカイブ非公開とかもあるかもしれませんけども、各々の配信者の対応に従ってですね、ご視聴いただければ幸いでございます。ということで、本日は皆さんご参加いただきまして、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 ゃあはいということでえー、お疲れ様でしたということでですねということで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 結局ということでなんですよね。 ということで、ええということでなんですよ結局。結局はっていうことでなんだよな。 そうなっちゃうんですよ、はい、あてか、あれかうんアモアスの予定をまた組まなければならないのかなるほどな、3月の予定か21、23 はい。ということで、今日はね、この辺で終わりまして、えー。また明日ね、何の放送しようかな。今日はこれで終わっていこうかなと思います。とりあえず。ちょっと動画編集終わらせちゃいたいので。 この辺でで終わってですね、まあ、また明日放送しようかなと思います。じゃあお疲れ様でした。また明日よろしくお願いします。